ハドルリポート。今朝はドイツからです。16年にわたってドイツを率いてきたメルケル首相の後継を選ぶ選挙として注目されたドイツの連邦議会選挙について、メルリン支局の山口香利記者に聞きます。山口さん、おはようございます。おはようございます。選挙から1週間余りが経ちましたけれども、ポストメルケルをめぐる状況今どうなってますか。はい、メルケル首相の後任が誰になるのか。 まだ決まっていません。今回の選挙では、いずれの政党も過半数の議席を獲得できず、連立交渉を経て新政権の枠組みが決まっていくことになります。次期首相の座をめぐっては、第一党となった中道左派の社会民主党のショルツ氏と、わずかな差で第二党となった中道右派のキリスト教民主社会同盟のラシェット氏が争っています。 第一党から首相が選ばれるのが通例ですが、過去には第二党となった政党が他の政党と手を組んで政権を奪ったケースもあり、どちらが多数派を形成できるか注目されています。ただ、世論調査によりますと、ショルツ氏を次期首相に求める人の割合は76%に上り、ラセット氏の13%よりもずっと多くなっています。うん これ予想されるののはははどのよううなな連立政権でしょうか、はい現実的な選択肢一つ,つは社会民主党と第3党で環境政策を前面に掲げる緑の党それに第4党で市場経済を重視する自由民主党による連立政権もう一つはキリスト教民主・社会同盟が緑の党自由民主党と組む連立政権です。 社会民主党も、キリスト教民主社会同盟も、緑の党と自由民主党という二つの小政党と組んで政権を樹立したいという考えで、新政権の行方は事実上、この二つの小政党が握っていることになります。いずれも若者からの支持を受け、政治の刷新を目指す点では共通していますが、税制のあり方などをめぐって政策には大きな隔たりがあります。 実際、4年前の前回選挙の後、メルケル首相はこの2つの小政党を同時に取り込もうとしましたが、交渉は決裂しています。今回はどちらの小政党も何としても政権入りしたい考えで、本格的な連立交渉が始まる前に妥協点を探るため、2つの政党同士での協議を始めました。選挙の後、初めて協議が行われた際には、 それぞれの党首らがインスタグラムに自撮り写真を投稿するなど和やかな雰囲気を印象付けていますこれ新政権はいつ頃発足する見通しと考えられているんですかはい、まだ時間がかかりそうです前回の選挙では政権発足までに半年近くもかかり過去最長となりました前々回の2013年の選挙の後もおよそ3ヶ月かかっています 新政権が発足するまでは現職のメルケル首相が首相の座にとどまることになります。地元メディアは今月30日からイタリアの首都ローマで開かれる G20 サミット、主要20カ国の首脳会議ではまだメルケル首相の姿が見られるだろうと伝えています。ただ来年ドイツは G7、主要7カ国の首脳会議の議長国を務めることもあり、ショルツ氏もラシェット氏も 年内まででには新政権の発足を目指すす考えです国際協調の守り手とも評され国際社会の場で存在感を示してきたメルケル首相の退任後誰がドイツの新しいリーダーとなりヨーロッパの結束を保って行けるのか新政権発足の行方に国際社会からも高い関心が寄せられています、はい、ベルリン支局の山口かおり記者に聞きました。 危機に立つ過疎治医療その持続可能な方法はマイビス田中キャスターです今過疎地の医療体制が厳しい状況にあると言いますで、何が起きていてどんな解決策が考えられるんでしょうか医師で中央大学ビジネススクール教授の間野俊樹さんに経済の視点から伺いたいと思います 間野さんおはようございますおはようございます過疎治医療をめぐりは何が起きてるんですかはい以前から言われてるようにですね、えー、過疎治医療は非常に厳しい状況にあったんですがそれがさらにですね、うん、後継者不足やさらにコロナによる受診控えが影響してですね<ー>ますます危機的な状況になってきています、うん、まあ東京などですね都市部では むしろこう医療機関、特に診療所なんかが増えることもあるんですが、はい、まあ地方では減少してるんですね。うん、まあ過疎地ですね、はいで。特にですね、今年の前半、その減少のスピードが加速したんですね。お<ー>で私自身もまあ過疎地の医療体制について、まあ、どうしたらいいんですかみたいなですね、相談を受けるってことがまあちょこちょこ増えてきてるという状況です。うん、で国の方針はですね、 どちらかというと医療機関を集約化していく、まあ、あの数を減らしていくということですね、はいはい、そういう流れなので、まあ、この流れを考えると、今後、ますます過疎地の医療機関が減るんじゃないかなんていうちょっと心配もあるんですね減少、うん、のスピードが加速したということは、閉鎖した診療所がまあたくさんあったということですよね、前半に今年そうでですすね、まあ、病院ももけども診療所の方もかなり 厳しい状況になっているということですね。すねこれ過疎地医療が危機に立つその背景に経済的な視点からはどんなことが。影響していると言えそうですか。はい、実はですね、うん、経営の視点では。あのこの過疎地医療っていうのは日本の診療報酬。の今までの仕組みにですね、うん、少し合わないんじゃないかなと思ってるんですね。うん、現在日本の場合はですね。えー、患者を診療した分、まあ診察っていうか、まあたくさん患者を見るとですね。はい、その分収入が増えるという、まあ。 出来高払いという仕組みなんですね。はい、ただ過疎地のようにそもそも人口が減ってますから。まあ当然患者も減る可能性が高いんですね。はい、そうすると出来高払いでは。収入が減ってしまうと。いうことになります。うんはい、そうしますと、そういった経営的に厳しいんじゃないかっていう話と。まあもともと過疎地はまあ。あ行きたくないなんていうまあ医者も多かったりしましたのでですね。後継者が減ってるわけです。例えばお父さんが。 そのエリアで開業してても、子どもさんはそこの後継ぎにならないとかですね、うん、なりたくないとかですね、そんなケースも増えてるんですね。うん、で、まあ、その背景はもちろん過疎、今の経営的な点もありますし、過疎地医療っていうのは、ものすごくやりがいはあるんですが、はい、こう体力的、精神的に、ほかに医者とか病院が少なかったりするわけですね、うん、なかったり、体力的、精神的に非常に大変です。はい、例えば、深夜とか休日であっても、休館があれば、 診察とか治療をしなきゃいけないことなんてのもあるわけですね先ほどこう日本の診療報酬制度には向かないんじゃないかという話をおっしゃいましたけれどもどうですか過疎地医療を維持していくためのこう新たな仕組みというか、えー、どんなことが考えられますか、まあ、そうですねこれは今までの仕組みと全く違うのでですね、うん、こうできるかどうかっていうのは、まあ、議論はもちろんあると思うんですけれども、はい、まずですね 医療っていうのはまあ命に関わるまあ非常に重要なものなわけですね。で、今回のコロナ禍でもですね、話題になったように、患者さんがいてもいなくてもですね、医療機関にある程度こうお金が回るような仕組みっていうのを、特に診療所においてはですね、考える仕組みが必要なんじゃないかと思うんですね。そうしますと、今回もね、コロナでいろいろ話題に出てますけど、補助金という方法でですね、一定の収入を確保するっていうのはまあ、 ありそうな話が、まあ、現実的なんですが。これ、ずっと、それやってますと。あの、自治体とかの負担が増えたりするケースも多い。ですね。それ、なので、やはり、抜本的には、その診療報酬の仕組みを変えた方がいいんじゃないか。というふうに、まあ、思ったりもしていて。もちろん、これ、全国で変えれるかどうかっていう議論は、あると思うんですけども。まあ、具体的に言いますとですね。定額の診療報酬を。あの、過疎地の医療機関なんかが受け取れると。 いいいうようよな仕組みがいいと思うんでですすねね定定額額はもうちょっと具体的にあの詳しく説明しますと、はいあの、人頭払いっていう考えなんですね、うん、要するに、出来高払いというのは、まあ、患者さんをたくさん見ると、たくさん収入が入ってくるんですが、うん、人頭払いというのは、人の頭と書くんですけどね、はいまあ、簡単に言うとその、まとめてもらう、包括払いみたいな感じで、ですね、うん、例えば、1000人の、まあ、国民を見ると、診察すると、いくらいくら。 みたいな感じにして、まあ、その中に一定数の患者さんも入り込むわけですねそうするとその分は必ず報酬がもらえるというまあ仕組みなんですねそうしますとこう例えばですね人口の減った過疎地にまあ診療所ができたとしますねそうすると人口が減ってるわけですが、まあ、そこの高齢者に対してもですねでき、うん、<laughs> 高かで診察しなくてもいいですから1日あたり 診療人数をたくさん見なくてもですね、収入がある程度入ってくるっていうことになるんですね。うん、で仮にまあよくあるあの訪問診療ですね。はい、訪問診療なんかも今ですとこう効率を考えなきゃいけないですね。うん、近くあの例えば都会なんかだったら順番にたくさんの患者を診察できると、うん、訪問であってもですね。はい、それが過疎地だと難しいって話があるんだけども。 この今の仕組みだと、例えば1時間の中に今まで見ようと思ってたのを、まあ、じゃあ3時間の距離まで行っても平気だ、うん、みたいなことをすれば、ですね、うん、まあ過疎地の患者さんもカバーできるんじゃないかという意味なんですねお<ー>そ,その新たな仕組み、これ、まあ、難しいかもしれないけどって、真野さん、先ほどおっしゃいましたけれども、どんな課題がありそうですかそうなんですよ、これはですね、実は私が突然言い出したんではなくて、考え方としては以前からありまして。うん 例えば税金という形で医療費を負担している財務省はですね、以前からまあこの考え方を推奨してるんですねしかし、従来の出来高払いと全く逆の考えになるわけです要するに、もし全国にこれをやるとまあ医師の報酬が限定されちゃうわけですね開業医さんの。なんで現実はかなり厳しいと思うんですがただ過疎地の場合はですねちょっと、 あの状況が違うんじゃないかと私は思うのでむしろこう過疎地だけでもですね、うん、こういう考え方を入れたらどうだというふうにあまあ勝手に思っているということになります。都市部ととと過疎地を分けて考えるいうことです訪問診療のエリアを例えば片道1時間から3時間に広げるとなるとこれ逆に医師への負担が大きくなるっていうことはないですかはいもちろんさっき言いましたように収入的にはある程度担保されるとしてもですね、うん、当然労力がすごくかかるわけですね。はい そこで鍵になるのがですねオンライン診療じゃないかと思ってるんですね。うん、これは医師が訪問診療のために移動する必要がないわけです。はい、ただ、そうすると過疎地はお年寄りも多いからすべ、うん、ての方がパソコンやスマートフォンに慣れてるわけじゃないという議論が出ますね。うん、そなると通信環境、デジタル環境の整備は当然課題になりますね。うん、ただ、もう一つですねそのソフトスキルですかねあの実際パソコンなんかを操れるかどうかという話ですと、はい、看護師や保健師にですね 医師や患者患ををオンンラインでつなぐ橋渡しをしてもらってもいいかと思いますもっと言えばそのこういった人たちがですね血圧や体温などのバイタルサインをチェックしたりです,、ね、するつまりオンラインと訪問診療をハイブリッドにするみたいな方法はどうかなと思うんですよ。これですと今のですね対面しないというオンラインのマイナス面もカバーできますし現在の診療報酬の中でもやれるということなんですね。 危機を乗り切るこうアイデアが必要だということですけれども、あの最後に真野さん、過疎地医療のこう大切さについては、あの真野さんご自身、どういうふうに考えていらっしゃいますか、はい、今、過疎地に限定してのお話だということを言いましたけれども、うん、まあ実はこれ、もちろん過疎地の定義によりますが、うん、これから人口が減少するというエリアは、まあ、いわゆる過疎地よりたくさんあちこちあるわけですね。はい、なので、命の選択をしないという日本医療のですね、 まあ、コロナでも明らかになった理念を守るにはですね。過疎地における医療機関のアクセスの悪さを最初に解消していけば。まあ、それが将来の人口減少の時にですね。まあ、全国的にも使えるんじゃないかと。思っているので、早めに取り組みたいなと思っております。真野さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。えー、今朝のマイビズは過疎地医療について。中央大学ビジネススクール教授の真野俊樹さんに伺いました。 さあ30分程度で結果がわかる新型コロナウイルスの抗原検査キットですが先週、厚生労働省は医療用の抗原検査キットを一般の人を対象に薬局で販売するということを特例的に認めることにしました。この国のの国承認を受けた医療用抗原検査キットが購入できるるよううになるというのは初めて 厚生労働省は早期に陽性者を発見し、確実な医療機関への受診につなげたいとしています。国の承認を受けた抗原検査キットとはどういうものなのか。私たちはどういうふうに活用したらいいのか。取材したのは室由美子リポーターです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、この抗原検査キット。今までのとはどう違うんですか。はい。あの、今までもですね。ドラッグストアやインターネット。 等などで抗原検査キットは売られていたんですけれども。はい、これまでのものは厚生労働省が承認したものではなかったんです。いわゆる研究用と呼ばれる製品でした。はい、研究用っていうのはどういうことなんでしょうか。えー、あの国の承認を得るためには。 商品を評価する知見が必要なんですね。で、知見がされていないものは研究用の扱いになります。あの精度を確認しているわけではないので、研究用のものは良い製品もあれば良くない製品もあるということです。私たちが判断するのって難しいですよね。<laughs> はい あの先日、国の承認を受けていない抗原検査キットを感染の有無が確認できる医薬品として販売したということで京都の通信販売会社の役員らが逮捕されたという事件ありましたね、はい、あの必ずしも精度が十分でないものもありまして、うん、この製品を警察が専門機関に依頼して鑑定した結果国の承認を受けたものと比べて数百分の1程度の検出精度しかなかったということなんです。うん 新型コロナウイルスの抗原検査に詳しい長崎大学病院の柳原克則教授は未承認の性能が劣悪な抗原検査キットでは検査をしても議員性となる可能性が高く感染しているのにしていないと思い感染を広げてしまう恐れがあると指摘しています。ということは、まあ、国が承認した抗原検査キットであれば安心して買えるということですね。うんはい あのどこで購入することできるんでしょうかはい薬局で購入することができますはいあの処方されたお薬をもらいに行く薬局ありますよね、ええ、あのそこで購入することができますで購入する際は薬剤師から使い方の説明ですとかあと陽性の場合は医療機関を受診してくださいという指導が必要になりますああ、医薬品ですもんねそうですであの実際に買ってみようと思いましてね、はい、あの私 薬局を数軒回ったんですが、はい、まだあの医療品医療用のものは置いているところほとんどなかったですねで,すでもあのさっき NHK の近くの薬局に行ってみたところ、ええ、あの10個入り1箱で予約販売をしていました。予約販売はいあの これ万10個で1万7000円ほどだったんですけどね、あの需要がどのぐらいあるか、皆さんがどのぐらい欲しいかわからないので、とりあえずあの在庫を持つというよりは、予約をしてあの販売をするという、ちょっと様子を見ながらのまだ購入するときはです、ね、あの商品のパッケージをぜひ皆さんよく見てほしいんですけれども、はい、今、ドラッグストアなどで売られているものは、 研究用とパッケージに表記されているんですね今のものは研究用って書いてあるんですね、うん、そうなんですでこれから薬局で買える製品は医療用とか診断用医薬品などがパッケージに表記されます、うん、なのでぜひあの薬 局の薬剤師の方に声をかけて聞いてみてほしいと思います、うん、いわゆるその国がその承認をした医療用のものですかっていうのを確認してもいいいととうことですよね、はい、そうですね、うん、でそのキットの検査方法なんですけれどもこれまで売られていた研究用の抗原検査キットっていうのは、はい、唾液で検査するタイプもありますし、うん、鼻に綿棒のようなものを入れて検査するタイプといったものもありますよね。ええ 国が承認しているもの、こういうふうにばらつきがあるんでしょうか。はい。国が承認している抗原検査キットは、その鼻に長い綿棒のようなものを入れて検査するタイプになります。で、これポイントなんですけれども、えー、国が承認している抗原検査キットで唾液で検査するものは今のところありません。<ー>え、あの PCR 検査などはね、唾液で検査するものありますよね。はい。でも、今回のこの抗原検査キットの研究では。 唾液では成果がまだ確認されていないことから、あの唾液のものは今はありません。ただあの鼻に長い棒を入れるとなるとね,ね、なんか痛そうなイメージがありますし、えー、ちゃんと自分でこうね粘膜のとこ取れるのかなっていうのも心配になりますけどね。そうですね。あの最近ではですね、鼻腔検査といって。 鼻のその奥の方に入れなくても、いいものが出てるんですね。はい。あの鼻の入り口、2センチぐらいのところに。その綿棒を入れて、拭うタイプがあるそうなんです。<ー>まあ、これならできそうですよね。そうですね。えー、あの鼻腔検査が今後は増えてくると言われています。子供に検査する時も、ね、近くだったらしやすいですよね。そうですね入り口の近くであればね。ええー。どういう時に、この抗原検査キットを使っていけばいいでしょうか。はい。あの、基本的には症状があって。 で自分がコロナの陽性かもしれないと思う人が使われると思いますで、または症状はないけれど同じ職場に感染者が出た時とか、はい、あの検査することで陰性を確認するという人もいるかもしれませんねただ厚生労働省のホームページでは無症状の人は抗原検査キットの使用は推奨されていません ああそうなんですねそうなんですあの無症状ということはウイルスが少ないということがあるのでそういう方には推奨しないという考え方なんですねしかしあのしかし長崎大学病院の柳原和則教授はこれからのウィズコロナの時代では無症状の人でも 抗原検査キットを活用ししててもいいいいのででははとと考えていますそれはどうううことでしょうか、はい、例えば、最近では飲食店の従業員が抗原検査をしてから営業していますということを売りにしていたり、はい、また私たち利用する側も飲食店に入る前にとかコンサートの前になどに抗原検査をなどという話耳にしますよね柳原教授によるとその使い方は間違っていない。うん 抗原検査キットは30分ほどで結果が出るので例えば飲食店に入る前に陰性を確認するというのはその時点ではたくさんのウイルスを持っていないと確認になるわけですね。うん、飲食店の滞在時間まああの3時間ぐらいですかその間は抗原検査の陰性は担保できるとおっしゃっていました。あなるほどねつまりその 抗原検査キットで、まあ、ある意味陰性であれば、うん、ある一定程度そのウイルスをあまりこう多く持っていない、うん、あるいはその外に出していないということについては、うんはい、ある程度こうまあ証明になるというかそういった考え方でいいんじゃないかということなわけですね。ただ注意点としましまてて、ねえー、今日は陰性でもウイルスが増えて 明日はひょっとししたら陽性になななるかかもしれないい、うん、わけですだから、抗原検査キットの陰性が保証できるのは、まあ、長くても1日ぐらいえ例えば考え方として PCR 検査を3日に1度するということと、うん、抗原検査を毎日することは同じくらいではないかとこれまでの研究のデータが出てていいるとおっっししゃっていましたーーでも使うならその短期間、うん、今の時点で大丈夫だということを。 確認しといた方がいいですねただねこれその先ほどの,その 10,、えー、10個で1万7000円ぐらい、えー、ということは1回あたりそれでも1700円ひょっとするともう少し、えー、するものもあるのかもしれませんけれども、はい、まあ1日しか有効期限がないとするとちょっと短いなっていう感じも。 ありますよねこれ費用,の費用の面って今ののところはどううなんですかそうですすかそねあの研究用と比べてこれは治験を行って承認を受けているものですからあの今、研究で売られているものは2000から4000円ぐらいなんですけれどもいいそれより安くなることは考えられないですよねあのなるほど手間も経費もかかっておりますからだから。 かなり私たちちょっと負担になりますよ、ね、まあ考えて使うということにはなるということですかね,すねあの証明する期間が短いとなりますと、はい、陰性証明としてはなかなか使われにくいということでしょうかはいあの柳原教授によりますと陰性証明に活用する可能性はあるということでしたええー、まあそうなりますと、うん、質の良い検査機 はより求められることになりますし、はい、あの私たちも抗原検査キットの特性を知って正しく使うことが必要になります、うん、またこれからの抗原検査キットの活用方法にも注目していきたいと思います、はい、室由美子リポーターに伝えてもらいました続いてはエヌラジセレクトです黒崎ひとキャスターとお伝えしますはい今日は 商品などの荷物を自宅まで自動的に届けるロボット自動配送ロボットの実験についてお伝えします宅配などの荷物を自宅まで届けるロボット無人の機械といいますと最近ではあのドローンで荷物を届けるといったサービスなどもあるようですが、うん、はいですが今回はドローンではなくて、ええ、一般の自動車用の道路を走って配送するロボットなんです。はい 先月北海道石狩市でこの自動配送ロボットを実際に使う実験が行われました、うん、一般の車道を走る配送ロボットは全国で初めてだということです、まあ、ロボットが一般の自動車用道路を走るとなりますとその空を飛ぶドローンとは違って他の交通への影響を与えたりしないように安全に走るかなり高度な自動運転の技術が必要になりそうですねそうですよね 取材したのは札幌放送局千歳支局の岡崎拓磨記者です。岡崎さんよろしくお願いします。いますはい、よろしくお願いしますさ。岡崎さん、その自動配送ロボットですけれども、どういうものなんですかはい、取材に行ったのは先月の10日なんですけど、うん、まず集合場所の駐車場に行くとですね、赤と白のツートンカラーで、 軽自動車をさらに小型にしたような車型のロボットがありました。ロボットとしても自動車型のロボットなんですね。あ、そうですね。はい。長さがだいたい2.5メートルぐらいで、高さが1.7メートルぐらい。ちょうどあの長方形の軽ワゴン車ぐらいのサイズとなっているんですけど、はい、まあ幅はおよそ1メートルで、自動車の半分ぐらいしかありません。うん、なんか見た目的には全然大きさは違うんですけど、はい、バスをこうすごい 小さくしたような。ああ<ー>、見た目ですね。ええー。こう、幅がとても狭い感じですけれど、人は乗れるんですか?。ああ、そうです。た、まあ、スペース的には、えー、まあ、人ぎりぎり乗れるのかなとかって思うんですけど。はい、まあ、実際はもう全部荷物を積む場所になっています。はい。人が乗るスペースを、まあ、荷物が乗るわけですよね。ということは、はい、その分、結構。 荷物がたくさん詰めそうですね、ああそうですねはいえっとまあ、これまでもですね自動配送ロボットの実証実験はあったんですけど、その多くがですね荷物を預ける場所から配達する場所、1箇所だけを結ぶ実験でした、はい、そこで使われたロボットっていうのは、あの小さいものですし、主にあの歩道を通って運んでいましたそうだったんですか。なので、えー、詰める荷物の量っていうのはかなり限られていました。えーはい でそれが今回の実験では、えー、と複数の依頼主からこう荷物を集めて複数の配達先に運ぶというシェアリング型と呼ばれる方法で行われました、はい、ドローンですと詰める荷物も限られてますし比較的小さいものというイメージですけれども、うんはい、今回の小型自動車型ロボットですといくつも荷物が詰めますし複数の配達先を回れるということなんですね。うん、はい だかから一度にに何人かが同時に利用でできるとということですね。そうですね、まさにもうそういうことで、実際にやっぱりこう利用される場面を想定すると、ええ、こうやっぱり利用者が多い方がビジネスとしてしやすいということになってます、うん、まあそういった理由でロボットを大きくすることになりました。しかも、全国で初めて、その歩道などではなく、車道を走るわけですよね、はい、しかも運転する人が乗らずにですね。はい。 たくさんの荷物を載せてあの自動で目的地まで走るんですけど多くの配送先を回るためにはできるだけスピードを上げて走ることができてスピードを上げるので歩道を走るというのはかなり危険ですのでこの結果車道を通って配送することになりました。 でまあ、この実験がです、ね、あの京都の情報通信会社の京セラコミュニケーションシステムが地元の石狩市の事業者の協力を得て先月16日まで行っていたんですが、はい、あの警察庁によりますとです、ね、今回のような自動配送ロボットが。 車道を通りながら荷物を運ぶ実験は全国で初めてだということです。実際に荷物の配送どういうふうに行われたんでしょうか。はい、実験ではですね、スマートフォンの専用アプリを使いました。はい、例えばですね、コンビニの担当者がお客さんから商品の注文を受けると、このロボットに配送を依頼するんですが、うん、ここでスマートフォンの専用アプリを使います。うん 日時などを指定すると近くの待機場所から無人のロボットが出発してコンビニにやってきましたはい、はい、コンビニの店員さんは品物をどういうふうにロボットに託すんですかはいコンビニの担当者がアプリを操作するとロボットの側面にあるロッカーの扉が開いて中に荷物が詰めるようになります、はい、でロッカーは大小20ありまして品物の大きさによって使い分けていました、はいはい でここにですねコンビニの担当者がトイレットペーパーやマスクなどの注文された商品を積み込んで扉を閉めるとロボットは配送先に出発ししていましたつまりトラックのように大きな荷台とかトランクが1つだけ備えられているという形ではなくて大小のロッカーが20もいいてるんですねコンビニで買う商品小さなものが多いからこちらの方が使い勝手は確かに良さそうですよね。はい でその依頼したお客さんが受け取るときも、スマホのアプリですすかはいいそうなっています受け取る客の側には、ですね、えー、あ,のあと5分ほどで到着するという段階で、スマホのアプリに通知が届きます。えー それで指定した場所にロボットが到着するとアプリでロッカーを受けて商品を受け取っていました、ええ、お客さんが自らアプリでロッカーを開けて商品を受け取るという形ですね実験に参加した方々っていうのはどういうい方たちなんですか、はい、今回の実験にはですね市内の工業地域に事業所を構えるコンビニとかクリーニング店とか4社が配送を依頼する役とお客さんの役で参加していました で今回の配送はです、ねまあ、実験ではあるんですが参加者は実際に利用することを想定して注文していて、まあ、反応としてはアプリで簡単に操作できるので思っていたよりも利用しやすいと驚いた様子を見せていましたところで岡崎さんその自動車型のロボットが実際に車道を走ってということですが気になるのはやっぱ安全性ですよね。はい、その実験ででははどうだったんですか、はい そこはですね、私もあの安全性が気になりましたので本当に車道をちゃんと走っているのか、うん、これも確かめましたロボットはです、ね、一見のんびり走っているように見えたので私も走って追いかけてみたんですけど、はい、もうすぐに息切れしてしまいまして結構速くてです、ね、あの最高速度をあの担当者に聞いたら時速12キロということで、うん、ジョギングより速いペースとなっていました、うんうん でまあ、これまでの実験で使われてたその歩道を走るタイプのロボットに比べても、今回の実験ではスピードは3倍ほどの速さになっていたとということです自動車並みのスピードではないとはいっても、ある程度のスピードありますし、車道を走るわけですから、交通ルールなどもちゃんと認識して走ること、でできるんでしょうかあはいあのそこがまあやっぱり大事なポイントですよね。はい でこのロボットにはです、ね、あのおよそ6キロのルートが事前にプログラムされていまして、うん、それに従うと交通ルールを守りながら走ることができるという仕組みになっていましたでもあの私も気になったんであの一時停止の標識の前で、えー、あのロボットがどう動くかというところ注目したんですけど、はい、ちゃんとしっかりと一時停止の標識に従って止まっていました でまたです、ね、あの道路を左折するときには、はい、あの左にウィンカーをつけてこう減速しながらゆっくり曲がっていってです、ね、もう本当に普通の車と同じようなこう動作をししていました、はい、ただ、ねあのー、実際の車道ですと歩行者が突然横切ったりとかあるいは他の車が予測できないような動きをしたりとかです、ね、こうプログラムで対応しきれないようなことも起きるんじゃないのかなという心配があるんですが。 確かに道路では歩行者や他の車が接近したりして事前のプログラムにはないことがあの頻繁に起こると思いますがそ,、ねはい、それに対応するためにあの車体に取り付けられたカメラとセンサーがです、ね、常にあの周囲の車や障害物を把握しておりまして、ええ、安全が保てる環境では加速もしていましたで、まあ、他にもほかの車の流れに迷惑をかけないであったりあのかなり気を使って走らせているということでした。 まあそのあたりいわゆる自動運転の車も対策は、ね、しっかり取っているはずですが先日の,あのパラリンピックの時でしたよね、はい、選手村で自動運転の車に選手が接触すると事故起きてしまいましたよねはいそうですね。でそこで、あのー、今回の実験の場合は自動運転と言いましても、えー、あの会社の事務所で監視していまして危険だと判断したときは自動走行から遠隔操作に切り替えていました。はい で実際に実験期間中に急ブレーキや急減速などこう予期せぬ動きをする場面もあったということですで、まあ、実用化に向けては今後こうした動きの要因を分析した上で実験を重ねていく必要があると思いますいざという時は人による操作で運転することができるということなんですねそうですねはいもう常にあの遠隔操作人による遠隔操作ができるような体制をとっていましたこれは実用化されそうですか そうですねはいまあそこが気になるところなんですけど、えーまあ、これについてですねあの実験を行った京セラコミュニケーションシステムの経営企画部の吉田博史副部長がですね今回の実験ではようやく幼児が自転車に乗れるようになったという段階だ、えー、実用化がいつになるというのは難しいが、えー、世の中で思われているよりは早く日常的にロボットが走っている状態が作れるのではないかと思っている。 といいううように話していましてま明確にいつ頃実用化できそうですというそこまでの話はなかったんですけどあの早期の実用化に向けては自信も見せていました、でもう1つです、ね、あの実用化に向けてはやっぱりその安いコストで利用できるかどうかがここがあの重要な鍵を握っているんですけあ実験に参加した会社からは複数の会社で利用する仕込みえ、まあ、今回の,そのシェアリング型ですねこれによってあのコストを抑えることができるとそういう期待も伺いました。 まだまだ課題があるとはいえ、こうした技術の研究が進む背景には、やはりそれだけのニーズも確実にあるということなんでしょうね。はいいそうだと思います参加した会社からはです、ねあの、人手不足が予想されるので、こういう自動配送ロボットが実現したらありがたいという切実な声が聞かれましたし、あの別の会社の担当者はです、ねあの、自社でこういうロボットを運用するのはハードルが高いが、これがシェアリングによって利用しやすくなるのなら、 自動配送サービスを実施できるこういうふういいふに話していまして、はい、また、あ、ネット通販の利用拡大で配送のニーズが増えている一方で配送を担う運転手の人手不足が続いていますさらにです、ね、あの新型コロナウイルスの感染拡大があって以来です、ね、自宅への配送サービスにも非接触、非対面を求める人たちも増えていますそうした中あの、この自動配送への期待っていうのは、まあ、高まっておりまして。 私自身も今回取材してあもうこんなに進んでいるのかと、まあ、実用化に向けてですね今後の進展に注目したいいと思っています、まあ、リスナーの皆さんは一番気になるのはやはり安全対策というところのようですその他のご意見としてはヒロリンママさん島根県の方試験的とはいえこれは便利ですねご近所にスーパーがあってもいろいろな事情で買い物に行けない恐れもありますから、えー、ぜひ成功してと。 思いますが簡単に迅速に使えればいいなということです確かにいわゆる買い物難民の方にはね助けになりますよね、うん、そうですよね工藤さんはね北海道の方なんですけれどもあの自動配送ロボット雪道は車道も歩道も区別できないから無理なんじゃないかなっていうふ、ね、うに、ん、センサーとかつけるんでしょうね,ねこれね北海道で今実験されてますからね気候状況によって でもまた変わってくるかもしれませんから、はい、そういう実験も行われるかもしれませんね台風の日はどうなるのかというねことを気にされている方もいらっしゃるようですルセアートさんスマホやアプリが使えず買い物に行けない方でも利用できるようなシステムも設けてほしいですねという意見も届いています札幌放送局のちと札幌放送局千歳市局の岡崎拓磨記者に聞きました、はい、アフガニスタンでは 武力で実験を握ったイスラム主義勢力タリバンが先月暫定政権発足させ統治を進めています再びテロの温床とならないか人権が守られるかどうかなどが世界の関心を集めているほか深刻な人道危機も懸念されていますタリバンによる統治の現状と国際社会がどう対応すればよいのかを考えます出川信久解説員に聞きます 出川さん、はい、まずタリバンによる統治ですがどんな現状なんでしょうか、はい、イスラム主義勢力タリバンは1994年の結成以来2つの目標を掲げてきましたそれはアフガニスタンから外国勢力を排除することとイスラムの教えに基づく国家の建設ですそして8月半ば武力で首都カブールを制圧しガニ政権が事実上崩壊するとタリバンは 国すべての勢力が参加した政権を作ると内外に約束していました8月末にアメリカ軍が完全に撤退するのを待ってタリバンは先月暫定内閣の閣僚名簿を発表しました、はい、え正式な内閣ではなく今後追加や変更もあるという説明でしたが、うん、まこれまでに発表された50人の閣僚や副大臣の全員がタリバンによって占められましたガンニ政権や、 タリバン以外の政治組織からの任命はありませんまたアフガニスタンは多民族国家ですが閣僚はタリバンの母体である多数派のパシュトゥン人がほとんどでタジク人やウズベク人など少数派の民族はごくわずかです国内すべての勢力が参加した政権を作るという約束は初めから保護にされた形ですそして国際社会が強い関心を寄せているのは タリバンが基本的人権とりわけ女性の権利をどこまで認めるかということですねはい発表された暫定内閣の閣僚名簿を見ますと大臣にも副大臣にも女性は一人も含まれていません、はい、またタリバンは政府の省庁のうちこれまで女性の権利向上に取り組んでいた女性問題省を廃止してかつてのタリバン政権が女性を抑圧した省庁とも呼ばれている 完全懲悪症を復活させましたこれはタリバンがイスラム法の極端に厳しい解釈に基づいて女性の行動や服装などを監視し違反者を処罰した宗教警察ともいえる存在ですその一方でタリバンはかつてのように女性の教育を全面的に禁止することはないと見られますただし大学での男女共学は認めず女子学生には 頭髪をスカーフなどで覆い隠すことを義務付けるなど厳しい制約を設けていますまた先月下旬日本の中学高校にあたる学校が再開しましたが対象は男子生徒だけで女子生徒の登校はまだ認められていませんタリバンの幹部は今回女性が教育を受ける権利は認めると述べていましたねはいまあ正確には女性の教育や就労の権利は イスラム法の範囲内で認めると述べていたんですがうん、うん、このイスラム法をどう解釈するのか実際に女性の権利をどこまで認めるかはタリバンが恣意的に判断するとみられますタリバンの内部では武力によって権力を奪還した軍事部門と交渉によってアメリカ軍の撤退を実現させた政治部門との間で権力闘争が起きていると伝えられますうん、うん、軍事部門が政治部門に対して 強硬な姿勢を貫くよう圧力をかけていると見られ、タリバン以外からの政権の参加や、女性の権利擁護を求める内外の要求に対し、妥協的な姿勢を取ることは難しくなっているという見方も出ていますそのタリバンが権力を握った後ですね治安、人々の暮らしはどうなっているんでしょうか、はい、えアフガニスタンが再び国際テロの拠点になるのではないかという懸念が広がっています、えー、背景にはいくつか理由があります。 まず暫定政府の閣僚のうちテロ組織への関与などの理由で国連安全保障理事会の制裁対象となっている人物がおよそ半数を占めアメリカの FBI= 連邦捜査局から指名手配されている人物も2人います特に治安を守るべき内務省のトップ内相代行に任命されたハッカー西氏はテロ組織を率いて数々のテロを首謀したとして 制裁と指名手配の対象になってていますそしてタリバンと国際テロ組織アルカイダとの関係は依然として切れていないと多くの専門家が指摘しています一方でアフガニスタン国内で過激派組織 IS= イスラミックステートの地方組織が活動を続けていましてタリバンやアルカイダとは主導権や縄張りを争って敵対しています8月末アメリカ軍が撤退した際には 首都カブールの国際空港の近くで100人以上が犠牲になる大きな自爆テロを起こしました今週日曜日にもタリバンを狙ったとみられる爆弾テロが起きています、ええ、アメリカ軍のミリー統合参謀本部議長は先週、えー、議会の公聴会で証言しアメリカへの攻撃を企てるアルカイダや IS などの過激派組織が 今後1年から3年以内に再結集する可能性が極めて高いと警告しました。そして、内政と治安が混乱する中、アフガニスタンの多くの国民が命の危険にさらされています。人道危機が深刻だと伝えられていますが、具体的にはどんな状況なんでしょうかはいえ、国連などによりますと、タリバンが権力を掌握して以降、食料不足と物価の高騰が深刻化して、 9割以上の国民が十分な食事をとれていませんそして人口の3割にあたるおよそ1200万人は危機的な状況で飢え死にする子どもも出ています<ー>長い戦乱で農業施設が荒廃し深刻な干ばつの影響もあって食料は国際支援に頼らざるを得ない状況ですけれども国内への搬入はほぼ止まっています、はい、数十万人の新たな避難民も発生し 国連のグテーレス事務総長が人道的な大惨事が迫っていると訴えるほど事態は切迫していますそうした状況の中国際社会はタリバンが権力を再び握ったアフガニスタン情勢にどう対応してますか、はい、各国は国連総会や国際会議の場でタリバンが権力を握ったアフガニスタン情勢について立場を表明してきましたアメリカやヨーロッパ諸国は暫定政権はすべての勢力が参加しているとは言えず 人権が守られるかどうかにも重大な懸念があると批判しています、はい、そしてタリバンに資金が渡らないようアフガニスタン政府が海外に保有する資産を凍結した措置も維持する姿勢ですこれに対してアフガニスタンと地理的にも近いロシアや中国は資産凍結を解除して人道支援に充てるべきだと主張していますただしタリバンの政権を承認するかどうかについては いいずれのの国もその行動をを見極めるべきだとしてて慎重な姿勢を取り続けていますタリバンが統治するアフガニスタンが再び国際テロの温床となることへの不安は国内にイスラム主義の反体制派を抱えるロシアや中国、中央アジア、あるいは中東の国々を含め多くの国によって共有されているためです。 人道的な大惨事が迫っているという非常に厳しい状況の中で、国際社会にはどんな対応が求められるでしょうか、はい、もちろん、アフガニスタンが再び国際テロの拠点とならないようにすること、すべての勢力が国づくりに参加して、基本的人権が守られるようにすることは非常に重要なことなんですけれども、今、何よりも優先させなければならないのは、アフガニスタンの一般の人々の命を守ることです。そうですね タリバンが単独でアフガニスタンを統治し、人々の暮らしを支える力はありません。去年春まで、国連事務総長の特別代表として、国連アフガニスタン支援ミッションを率いた日本の外交官、山本忠道さんは、国際社会が一致協力して人道支援を継続すること、タリバンに対し一致したメッセージを送って協力を働きかけることが大切だと訴えています。 厳ししい冬が来るる前にに十分ななな食料や支援物資をを人々に届けけ体制を確立しなければなりませんアフガニスタン情勢をめぐって来週12日に G20 サミット・主要20カ国首脳会議の緊急会合が開かれるんですけれども各国はタリバンとの間で政権承認の問題とは別に人道支援をどう進めるかについて具体的な交渉を急ぐ必要があると思います。 出川解説に聞きました小中学校で迎えているタブレットなどの一人一大時代今どういうことになっているのか深読みします。 小学生と中学生に1人1台ずつパソコンやタブレットの配布を決めた文部科学省の取り組み GIGA スクール構想が始まって半年になりますギガというのはグローバルイノベーションゲートウェイフォーオールの略で全ての児童生徒のための世界につながる革新的な扉という意味です インターネットが必須となる時代において創造性を育む教育を促進したいという狙いがあります、えー、必要と思うんですが一方でさまざまなトラブルも生まれているといいます、えー、端末を通じていじめが起きて少女を自殺に追い込んだのではないかという疑いもあります、えー、ギガスクール構想半年今何が起きているのか背景にどういう事情があるのか I. T. ジャーナリストで、成蹊大学客員教授の高橋明子さんに伺います。高橋明子さん、おはようございます。おはようございます。本路に入る前に、あの真鍋淑郎さんのノーベル物理学賞受賞者に選ばれたというニュース。I. T. ジャーナリストとしては、どう受け止めていらっしゃいますか。はい、早い時期からパソコンを使って、学びを深め,深められたということで、うん、自ら。 好奇心を持って学びを深める姿勢がこのような大きな成果につながったのかなと素晴らしく感じております。あそこで今日のあのー、テーマなんですけど、はいえー、小中学生一人一人に一、まあ、台ずつ端末機が与えられるようになっています。子どもたちどう使ってますか。はい、えー、ランドセルに入れて。 家に持ち帰って家で学習をしているっていうお子様多いですね。はい、宿題もオンラインで出されて、オンラインで答えるっていうことが多いんですよ。うん、はい、それから、あの先日などはあのオンライン授業の際などにあの多くのタブレットが活用されましたよね。うん、はいで欠席した児童生徒のあの。 もあのそのタブレット経由で参加できるなんていう話もたくさん聞いておりますしそれからの楽器のテストなども動画提出をですね、うん、あの生ではできないのであの自分で家庭で動画を撮影してその,その動画を提出してテストに変えるなんていうことも行われていてかなり活用されているなっていうのを感じます。うんあ 効果のの一方気にかかるるはトラブル問題も起きているといととうことです、えー、どういうトラブルがどのくらい起きているか教えていいただけますかはい、あの民間の IT 企業が保護者と教師にアンケートを行ったんですけれども、うん、あの今年7月に発表した結果ですね子どもが何らかのトラブルを経験したという答えた割合は、うん、保護者の約2割教師の約2割に及んでいるんですね。うーん これ一、まあ、人一台だからやむを得ないかもしれないけどかなり起きているということですよねどういういトラブル起きてます、はい、あの多いのが学習以外での利用とか長時間利用それから有害サイトへのアクセスっていうのが多いです。 うん、それ以外にもアカウントを乗っ取ったとか乗っ取られたそれからコミュニケーショントラブルなども起きていて、うん、あの授業中など学校内でも起きている一方で家庭で起きる割合も高いというのが特徴です心配ですす心配よねあのギガスクール構想におけるトラブルというと東京町田市の小学校に通っていた小学校6年生の女の子がタブレット端末を通じて いじめを受けたとされる遺書を残して、えー、自宅で死亡しているのが見つかりました、えー、女の子の両親は学校側などに調査を要望していますけれど、えー、まだ納得のいく説明は得られていないとしています<ー>こういう事例はどういうふうに受け止めていらっしゃいますかはいこの町田のいじめ問題は特別な話というわけではなくてあの全国で起きているたくさんある問題の一つ登山の一角と考えております。うん はい、あのパスワード管理がひどかったっていうのがまず指摘できるんですけど、うん、あの ID とパスワードこの ID は所属学級と出席番号を組み合わせたものでパスワードは全員同じものでした、うん、ですので誰でも誰かになりすまして、えー、例えば書き込みをのぞくとか削除するとか、うん、それから誰かのふりをして嫌なことを書き込むとかそのようなことができたという実態があったと思います。うん 他のの学校ででもアカウント乗っ取取りとか乗っ取られてていうのは普通に起きてるんですね<ー>なのでこのような事件につながりかねない課題とか問題が,大きが<ー>多くの学校保護者に抱えているといえるんじゃないでしょうか。ああの問題課題を多くの学校保護者が抱えているということですね。はい、背景に何があるのかそしてどう対応していくべきなのかこの後伺います。 今日は政府が始めているギガスクール構想について。I. T. ジャーナリストで成蹊大学客員教授の高橋明子さんに伺っています。えー、高橋さん、あの、心配な状況もあります。けれど、はいえー。背景にどういう事情があると、見ていらっしゃいますか。はい、あともともとギガスクール構想っていうのは、あの。もうちょっと長期的に進めていくつもりだったんですけれども。うん コロナ禍で前倒しになってしまったんですね、うん、で準備が十分でない状態で見切り発車状態で無理やりスタートしてしまったというのがあります、はいえー、つまりあの教員側への ICT 研修が十分でないので、うん、情報モラル教育なんかがうまくできていないとか、うん、それから保護者側へ説明が十分にされていないので、うん、あの家庭ではどう見守ればいいのかそういうような 説明なども不足しているので、うん、あの本来であれば、えー、情報モラルをしっかり指導法や必要性をあの教員が把握した上で、うん、それから家庭で保護者の役割と見守り方も説明した上できたのかなと思いますそうですよね個人の情報なども関係してますしね、はい、だけどあの今の高井さんの話だとま,まさにコロナ禍と重なった。 オンラインの授業とかにもなるし少しでもとにかく早く導入をしなければならなかったという事情があって本来考えなければならないことが少し後になったということがあるというううこととででしょうかそうなんです、うん、あのとにかくオンライン授業が行いたかったっていうのがまずありまして、うん、とにかく配ってしまおうというのが先に来てしまったので本来、えー、でしたらそ その前にしっかりと準備したり教育したりえが必要だったかなと考えています。なるほど。それでその子どもが経験しているさまざまなトラブルに対して、えー、どんな対応があの取られていますかそれから高橋さんあのどういう対応が必要だとお考えになっているでしょうか。はいえー、実はですね、自治体ごとに使っている端末とか機能とか対策とか制限内容というのはばらばらなんですね。うん、はい。 例えばあの練馬区とか品川区は夜間のインターネット接続を制限しています、また渋谷区は学習に必要な動画サイトだけ視聴できる設定にしたりなどとあの制限などはあの多くの学校で少しずつはしているんですけれども、うん、ネット上で,です、ね、こうすれば学校のタブレットでもこういうことができるよなんていう抜け穴が共有されていたりして実際、うん、はいたちごっことになっているんですね。うん まだまだです、ね、十分に対策ができていない状態どう対策すればいいのかがわからない状態なので、うん、あのここまでは最低限あの制限しなければいけないとか、えー、こういうルールが必要だとかです、ねえー、そのようなものが今後共有されて、うんえー、徹底していく必要があるのかなと考えています,です、ね、だから本来はその、えー、教育が始まる前にやるべき であったここことととととを今何しててもやるるが求められているといううでですすねねそうなんよ先ほどの話だとその取り組みはもう各地区でバラバラっていうかさまざまな状況取り組みが行われているということでしたけれど、はい、それどうなんでしょうその全国でどういうふうになってるとかですねこういうふうにやればなんかうまくいくんじゃないかとかそういうことっていうのはかなりこう見えてきているんでしょうか あのアンケートを取った結果です、ね、このようなところで問題が起きているという、ええ、あの問題点、課題というのがかなり見えてきたので、ええ、それぞれの課題に関して対策を行ったり、うん、それから良い活用事例なども見えてきていますので、うん、そういう活用事例をえ皆さんにです、ね、留フしていただいて、うんうん、それをしっかりと書く、学校でもあの実践していただく、そういうことが大切なのかなと思っています。ですね。だから、あの 各地でどういう取り組みが行われていてどういうものが参考になるかとかという,そう,いうことですねはいその共有化が必要かなと思いますこの問題はあの先生によって私なんか本当にあの理解がとてもその遅い方なんですが先生によってもだいぶこう、えー、理解に違いがありますしねなんかこう、はい、共通の,あのものがあるといいですよね。 そうですよね、うん、のそういう苦手な先生のために支援できるような支援員の方なんかがいたりするとないいいかなと思います,です、ね、そういうところをどうやっていくのかが今求められているということがよくわかりましたそういう状況の中で今あの子どもたち学校によってその家庭にもあのタブレットを持ち込んだり持ち帰ったりしているところあると思うんですけど。 家庭ではどういう対応をしたらいいんでしょうか。これも、あの、どうしたらいいのか悩んでいらっしゃる保護者の方、少なくないと思うんですが、いかがでしょう。はい。あの、制限ではですね、完全に、あの、制限しきれないので。うん、あの、情報モラルの指導とか。 ルール約束ごとを決めたりとかあと学校と家庭で連携して見守る必要があると思うんですね、うん、例えば長時間利用に対してはあの利用していい時間帯とか時間の長さを決めてあのタイマーなどを利用してコントロールできるようにするのもいいかなと思います、うん、で家庭で宿題をしていたらですね、うん、どんなこと書いてるのとか トラブルはないなんていうのを子供に話したり画面を見せてもらったりなんていうことがあの必要なのかなと思います。親子で会話していただけたらと思います。うん、あそっか。あのタブレットとかあると逆にあのそこに子供もた集中して対話とかなくなっていくかもしれないので、あの逆に対話を、えー、その持ち帰ったタブレットを通じて親子が持つというようなそういうことも、えー、考えていいんじゃないかということですね。はい。大切ですね。はい。 ありがとうございましたあのとても可能性はあるんだけどこれからやらなくてはならないことがたくさんあるっていうことがよく分かりました IT ジャーナリストで成蹊大学客員教授の高橋昭子さんに半年を迎えたギガスクール構想の課題について伺いましたありがとうございましたありがとうございました続いて田中キャスターが海外の動きを伝えるワールドアイです 今朝のワールドアイは海外メディアの報道チェックですまず昨夜から今朝にかけて海外の主な放送局が伝えたニュースですまずフランスですフランスのローマカトリック教会で1950年以降相次いできた聖職者による性的虐待の被害者の数21万6千人この独立委員会の発表にフランスでは衝撃が広がっていますフランスの公共放送フランスドゥは 子供時代にひどい経験、子供時代のひどい経験に長年苦しむ被害者の声を伝えています。次はアメリカです。アメリカでは大手、えー、it の facebook がえ、instagram が子供の心に悪影響を及ぼすと知りながら、13歳未満の子供向けのアプリの開発を続けていたとして、批判が高まっています。で、facebook はアプリ開発を一時中断し。 アメリカ議会がこの問題を告発した元社員を呼んで公聴会を開く事態になっています次はドイツです今年のノーベル物理学賞の受賞者に新しい気候モデルを提唱し二酸化炭素濃度の上昇が地球温暖化に影響することを世界に先駆けて発表したマナベ・シクロウさんやドイツとイタリアの研究者の合わせて3人が選ばれました でドイツゼットデイはマナベさんと同じ分野で共同受賞者に選ばれたクラウスハッセルマンさんの業績を称えています。次はイギリスです。イギリスで今年3月帰宅途中の女性が連れ去られ殺害された事件で先週元警察官の男が収信刑男に終身刑が言い渡されました。でイギリスでは。 この男が事件の前にも歪説行為をした疑いがあるのに警察官として勤務を続けていたことなどに批判が高まっていて独立した調査委員会が警察の組織的な問題について調べることになりましたイギリス BBC が伝えています最後はロシアです国際宇宙ステーションで初めてとなる映画の撮影を行うため 映画監督と人気俳優、女性俳優ですけれども、載せたロシアの宇宙船が5日打ち上げられて国際宇宙ステーションに到着しましたで。宇宙での映画撮影をめぐっては、アメリカのトム・クルーズさんが計画していると伝えられていましたが、ロシアが先駆ける形となりました。国営ロシアテレビが伝えています。えー、では、今朝の気になるニュースです。 選挙関連のニュースカタールとフィリピンからお伝えしますまず中東のカタールで今月2日初めての国政選挙が行われました国の立法機関である諮問評議会45議席のうち30議席を決める選挙ですでカタールではこれまで45議席すべて王族サーニ家 これ国を支配している王族なんですが王家サーニー家出身の主張が指名してきましたが選挙が行われるのは1971年の建国以来初めてだということですで残る15席についてはこれまで通り主張が指名するということですで実は選挙を行うことは2003年の憲法改正で決まっていたんですがその後長らく実施されることはありませんでした でなぜここに来て選挙を行うことになったのか、えー、カタールでは来年サッカーワールドカップが開催されますそれを前に王族支配のイメージを払拭したかったと見られているんですねしかしその思惑通りにはイメージは変わらなかったようですで今回の選挙を伝えた海外メディアの報道の焦点は女性候補が一人も当選しなかったという点です 選挙には三十人近い女性が立候補したんですが当選者はすべて男性でしたでシンガポールの CNA では落選した女性候補が女性の能力を低く見る人たちの考え方を変えることは難しいチャレンジですと話す声を紹介しています、まあ、女性があ結婚や妊娠また旅行する際に男性の承認を必要とするカタールの制度も批判されているということで CNA が伝えています まいずれにしても、あの中東の湾岸諸国では、王族が権力を掌握しています。選挙で選ばれたとはいえ、まあ、議員の権限は限定的だということで、民意を反映した政策をどこまで打ち出せるのかは、まあ、疑問視する見方が中心のようです。さあ次はフィリピンです。えー、フィリピンでは、来年5月、大統領と副大統領の選挙が行われます。 その立候補の受付が今月1日から始まっていまして、今度の金曜日、8日まで行われています。そうした中で、ルテルテ大統領がこのほど政界を引退する意向を明らかにしました。まあ、フィリピンでは、憲法で大統領の再選が禁じられていますので、ルテルテ氏は副大統領に立候補する意向を示していたんですが、これも取り下げました。国民の大多数が、 副大統領選挙への立候補は憲法違反だと思っているという世論調査を受けてまあルテルテ氏が引退を決めたということですでこの大統領選挙には国民的な人気を誇る元プロボクサーで上院議員を務めるマニーパッキャオ氏などが立候補していますが実は世論調査で今トップを走っているのはルテルテ氏の長女で南部ダバオ氏の市長を務めるサラ・ルテルテ氏四十三歳です でサラ氏自身は立候補を否定しているんですがフィリピンのメディア ABSCBN がドゥテルテ氏がサラは立候補すると発言したと報じていますでもっと言えば実はドゥテルテ氏の引退表明はあのサラ氏の立候補を後押しするためとみられているんですと言いますのもあの当初大統領がサラ氏副大統領ドゥテルテ氏を目指したんですが 親子による政権独占という批判が高まったために自分の立候補を取り下げてさらしに支持を集中させようという計算が働いたのではないかと見られているんですねでフィリピンではルテルテ氏の下で強硬な麻薬取り締まりで少なくとも6000人が死亡し、まあ、人道に反する罪としてルテルテ氏は国際刑事裁判所の捜査対象になっていますでルテルテ氏は 娘のサラ氏が大統領になれば大統領権限を使って自分の身を守ってもらえるのではという期待もあるという報道もされています、まあ、テルテレト氏引退表明はしたものの大統領選挙に向けてまだまだその動きが注目されそうです以上、今朝のワールドアイでした、えー、10月に入ってここ数日晴れの天気が広がって ている地域も多いんですけれども、えー、まだまだこれから台風がやってきたりという可能性もありますよね、うん、そうですねそこでここからはそういった台風などの被害に備えた保険に関するお話をアンコールでお伝えします9月26日に放送したサンデービズ火災保険で知っておきたいこと経済評論家の佐藤春彦さんに土曜日曜担当の畠山さとキャスターが伺いました 佐藤さんよろしくお願いいたしますすよろししくお願いいたしますまず、ですね今回、火災保険を取り上げる理由から教えていいただけますかはい、実はですね今年の6月に、ですね損害保険会社の各社で作っている団体がありまして、これ、損害保険料算出機構っていうのがあるんですが、はい、そこがですね保険料の目安を来年度から過去最大の上げ幅になる10.9%。 引き上げるって発表したんです今すぐは上がるわけじゃないんですけれども、これから1年ぐらいの間に火災保険料が大幅に上がることが予想されてるんです、そこで火災保険というものをもう一度考えていただきたいなと思いまして、はい、今日は取り上げさせていただきたいと思いますなぜその火災保険料、上がるんですか、はい、一番の理由はです、ね、近年の気候変動による想定外の自然災害の増加です。噴水害 台風による被害が増えた、大雨による被害が増えた、え<っ>この自然災害の被害を保障してくれるのは、実は基本的には火災保険なんですね。で、以前は損害保険会社のこの支払い額、1年間1000億円ぐらいだったんですよ。はい、風水害での支払いが。うん、ですけれども、2018年度には1年間で1兆6000億円超えちゃったんです。 翌年も1兆円超えちゃったんですつまり保険会社にとっても想定外の保険料の支払いになってしまったんですね。で今50年に一度って言われるものが風水害なんか毎年のように来ているような感じしますよね。うんはい、そうなってきますとね保険会社も保険料、掛け金を見直さなきゃいけないということになってきたんだと思います先ほどその上げ幅について。はい といいいう目安をおっしゃいましゃまたよねはい、これ、具体的にどれぐらい上がるんですかこれがですね、10.9%っていう数字は出てるんですけれどもね、これ、実はばらつきがすごいんです。というのは、ですね都道府県、それから建物の構造や築年数によって引き上げ率が変わってくるんですね、この構造というのは、ですね主に3種類あります、一つはマンションのようにコンクリートで作られた頑丈な共同住宅。 そして、一戸建てでも鉄骨で作られちゃうそして木造一戸建て、この3種類によって違ってくるんですね。うん、でね、例えば建物本体に2000万円、それから家財道具に対して1000万円の火災保険料をかけている場合なんですけれども、はい、これね、築10年以上の木造住宅で考えてみますとね、沖縄県では一気に36.6%の値上がりが予定されてるんです。はい 大阪府の場合でも30.9%、うん、ところが愛知県になりますと7.6%、はい、東京都の場合も5.9%と、もう大きく違いが出るんですね。はい、また、一戸建ての鉄骨の場合、築10年以上の例で、一番値上がりするのは、今度は山梨県なんです、33.4%、うん。33. 宮崎県が一番多くて33なんです、はい、もうね、全然違うんです、うん、平均して10.9%なんですけれども、はい、でこれがね、もともと安かったのに、非常に上がるなっていうところは、はい、風水害の被害がこの数年間、非常にあったところが多いです。なるほど 自分の保険をこの際だから見直してみようという方も、これから火災保険に入ろうと考えてらっしゃる方、いらっしゃると思いますけれども、はい、火災保険についてチェックしておくべきポイントがありましたら教えてもらえませんか、はい、今は、川のそばでなくても、水の害が起きることってありますよねあの例えばその都市などでは、内水氾濫って言葉使われますけれども、川から離れていても水害は起きますよね。はい 大雨が降りました。その地域の水の、ね、処理のする能力というのがありますから、えー、それ以上の雨が降った場合には、川が決壊しなくても、洪水のような状態になる場合がある。そういったことも考えて、今はハザードマップのような、はい、あの内政判断の危険性も各地方自治体が発表してますから、はい、ぜひチェックしていただきたいということが一つです、はいで。もちろんですね、各損害保険会社は、 各都道府県から発表されているハザードマップこういったものの内容も火災保険料の設定に利用してるんですよそして実はですね、はい、今回10.9%の平均的な値上げっていうこと以外にもう一つ大きな変更点があるんです、はい、それは何かと申しますと昔はですね火災保険というと 35年の契約ができたんですが、今最長10年までになったんです。はい。それが、次回の改定の時には、最長で5年までしか入れないっていう形になりそうなわけです。はい。ですから、もうすぐ契約満了が来るなって思われるような方は、10年間の保険に契約し直した方がいいのがどうなのか。うん、こういったことをまず一つ考えていただきたいんです。はあは,あはい。それからもう一つ、 大きな問題があるんですねそれは何かと言いますとですね火災保険のですね保険料の設定の仕方に時価と進化というものがあるんです時価っていうのはどういうことかと言いますとその時点での建物の評価額っていうことになりますですから例えば1000万円の保険に入っていたとしましても時価の保険ですと長期的にはですね 建物が古くなることによって、建物の評価額が1000万円から900万円、900万円から800万円、700万円と、古くなればなるほど下がっていってしまうわけです。そうしますとですね、1000万円の保険に入っていたとしましても、時価の保険ですと、万が一、全部建物がダメになってしまいましても、保険は時価までしか出ません。 1000万円で入ったとしましても、その時の時価が700万円ですと、700万円までしか出ないんです。そうすると、ずっと1000万円の掛け金,金、保険料を払い続けている場合があるんです。こういうのね、超過保険というんですよ。特に長い35年契約の保険などに入られている方は、ぜひ自分の保険が時価で入っていて、 消化保険にないってないかということも、チェックしていただきたいポイントの一つなんですなるほどね、その来年度以降の保険料の値上げを踏まえて、ですねはい火災保険についてはどんな意識を持っていけばいいでしょうかねはい値上がりするってことは仕方がないことだと思うんですけれども、うん、火災保険というものは今日お話ししましたように、チェックしていいいたただきたいポイントがいくつかあります値上がりする前に、見直していただきたいなと思います。はい、サンデイビズ お話は佐藤晴彦さんでした。音七時代の泉さんからです。家庭での情報端末の取り扱いは、すべて親の裁量と指導教育によるものと言われれば、私たち親の力不足なのかもしれません。しかし、実情を聞いてください。私は小学生から高校生まで四人の子供がいます。パソコンもゲームもスマートフォンも持たずに、毎週の図書館通いを楽しみにしていた我が家の子供たちなんですが。 県立高校にの生徒ににに配布されたタブレットには本当に参っているんですもともと高校3年間の詰め込み教育には大賛成の私たち夫婦は高校3年間だけは自分自身の中身を鍛えるという考えで子育てをしていたのに今では家で使っている w i f i の電源を切ってしまわないといけない日々を送っています。これまあ、つまりそれだけその タブレットやパソコンを使ってるっていうことでしょうね、うんうん、で一方で小学生から中学生の重たいランドセルやカバン問題も全く解決されずに入学後に電子辞書を別途買うように言われた教科さえあります <laughs>、うん、困惑するばかりの学校現場の情報化だというふうに感じています、うんまあ、家庭でもどうしたらいいかその検証される中でなんか指針みたいなのがあるといいかもしれませんね、うん、ありがとうございました <music> 文化放送おはようテラちゃんおはようテラちゃん月曜から水曜日のご時台、海外在住の方々に様々なお話聞いています今朝はですね特別なゲストお招きいたしました作家の浜中亜紀さんです浜中さんおはようございますおはようございますよろしくお願いいたしますよろしくお願いします。え簡単に浜中さんのプロフィールご紹介いたします1976年東京生まれの浜中の さん2012年介護現場の厳しさを描きました「ロストケア」で日本ミステリー文学大賞新人賞を受賞してデビューしました社会派ミステリーの騎手として注目を今一番集めている作家です、まあ、そんな浜中さんの新作「灼熱」が9月24日新潮社より刊行されました670ページを超えるですね大作浜中さんこれ確保も大変ですけど 読む方も大変かなと正直思ったんですあっという間でしたねありがとうございますえはいえー、だけれどもこの次から次にとですねやはり読んでいきたいっていうこのおそらくラジオ機の方がお読みになってもそういう思いは あこれ同じ気持ちだっていうふうに思いになるかと思うんですけどもそのあたりっていうのはどうですかご自分でこのペページページジを超える対策、はい、あのこれまで自分が書いてきたものの中でも一番長い作品になるのでまさに今おっしゃっていただいたように、まあ、読む人もね大変かなと思いつつですねじゃあその楽しんで、えー、先へ先へっていうふうに読者を引っ張れるようにっていうことは、えー、あのすごく 注意をしてというか、ええ、あの工夫をしてたつもりで書いたので、ええ、そういうふうに言っていただけると大変ありがたいですいや。浜中さんはね、簡単に先へ先へとこう引っ張れるって。その子の技術ってのは、これすごいものがあるわけでしょまあ、そう、その自分がね、ええ、そんなに、えー、っと、うまいかどうかはわからないんですけれども。一応、そのエンターテイメント的な、なんていうんだろう、作り方っていうのがありまして。ええ、まあ、それを意識しながら、で、かつ、やっぱり、あの。 ありりきたたののものにはしたくないのであとまあテーマもすごい重い、ね、この後ちょっと話になると思うんですけど、はい、重いテーマがありますので、えー、その辺のバランスを取りながら読者の方に読みやすくかつ深く感じられるようなものを 心がけました。はい。さて、浜中さんの渾身の対策灼熱、簡単にですね、あらすじご紹介します。舞台となるのは、戦前から戦後にかけてのブラジルです。沖縄生まれのイサムという、このお青年がいます。で、彼はですね、ブラジルの日本人の入植地、イヤサカ村。こちらで、日本移民二世のトキオと出会うんですね。で、二人はもうかけがえのない友達となるんですけれども。 やがて祖国の終戦について真逆の知らせというのがもたらされまして両者激しく対立します、まあ、ついにはですね事件が起きてしまうんですねさてどうなっていくのか、まあ、この灼熱終戦後のブラジルで実際に起こった事件を元にしていると聞いているんですがこれ実際に起きたんですか、はい、そうですすかはいそう勝ち負け構想とかですね勝ち組構想と呼ばれる、まあ、事件でして、まあ、ブラジルで、まあ、日本から見て地球の反対側にありまして。 日本語の情報がねちょっとなかなか届かなかったもので,で日本が、えっと、戦争に負けた自分たちの祖国が戦争に負けたっていうことを信じられないで、はい、逆にあの戦争に勝ったんだっていうふうに 思い込む人が日本移民の中で大量にいましてで逆にその戦争は負けたと正しい事実を認識した人たちをまあ非国民だ国賊だって言って襲撃するようなえ事件が起きたんですね、はい、まあこれが勝ち負け構想勝ち組構想と言われるもので、えっと、一応20人以上定説では23人の死者が出ると いうようなえっ、ー、と大事件に発展したということがありました。はい。まあそれをこうやって小説にされたわけなんですが、この勝ち負け構想に興味を持ったきっかけっていうのがラジオ番組だったそうですね。はい。そうなんです。えっ、ー、と他局なんですけどいいす全く問題ありません。<laughs> あの TBS ラジオであの尾上智喜さんという方がやってらっしゃるあのセッションという番組が<え>かつてまだ夜にの時間帯でセッションと NT2 っていう名前でやっていたときにその勝ち負け構想で実際に テロリスト側だった襲撃犯側だった方がまだご存命の日高さんという方が日高徳一さんという方がいらっしゃいまして、えーえ、この方のインタビューが流れたんですね。はい、まあそれを聞いてす,すごいだと、あの勝ち負け構想のことはうっすらとは知っていたんですよ。その時点でも、えー、そういうことがあったらしいってぐらいは。だけど実際に当事者の行為でそれに犠牲者も僕は思ってるりたくさん出てたっていう話を聞いて、はいえー、えっとまあガゼ興味が湧いた。 というかですね、えー、あのちょっとこれを小説にしてみたいというような気持ちで書くことにしたというか<あ>なったんでまあ他局というもののラジオがこの、まあ、名作ともいえる作品を生むきっかけになったっていうのはなんだかラジオに携わっている人間って私じゃないんですけどでも何かそういうきっかけも作ることができるんだな今お話聞いてて嬉しい気持ちになってきましたね。うん、でその日高さんにも実際にお話は 聞けたんですか、はいはい、あのブラジルに取材に行かせていただきましてその時にまだそのご存命中で勝ち負け構想の当事者だったりあとまあ当時生きていた方というかその当時のリアルを知ってる方たちに、えー、と話を聞く機会がありまして、まあ、日高さんとも会ってですね<え>まあちょっといろいろお話をさせていただいたというか経験をさせていたただきましたああそうするとその日高さんのお話なんかもこの作品の中には生かされてると。そうですね、まあ、やっぱり そのもちろん人殺すってのは当然悪いことなんだけれどもその戦争の結果によって、えー、と相手が負けたっていうことが許せなくて人を殺してしまうっていうような、えー、と心理っていうのはなかなかちょっと今の我々リア,リアルに感じることは難しいと思うんですけれどもそういうところで、まあ、どういう心の変化があったのか実際あの日高さんにお話聞くとねあの戦争の結果よりもむしろ 日本を負けた負けたって言ってる人たちがやっぱ仲間を混乱させてるのが許せなかったみたいなことをおっしゃるんですけどそういう感覚なのかっていうのがねいろいろこう今の我々にはなかなか持ちづらいですからそのやった行為をねはその善悪はまた一回置くとして、ええ、まあ大変貴重な話をたくさん聞かせていただきまして、まあ、作品にもかかせたかなと思ってます、はい、さてこちらの小説完成まで5年取り組まれました。 執筆にあたってですね実際に今もお話し出ましたブラジルにも取材に行かれたということなんですが具体的にブラジルでではどんな取材されましたあそうですねブラジルといってもものすごい広いんですよね。あのもう日本の二十何倍だからすごい国土がありまして、ええ、サンパウロ州だけをとっても本州と同じぐらい広いですから、えー、で僕ブラジルには10日ぐらい行ったんですけども10日じゃとてもじゃないけどあの全部は回れないので一応作品の舞台になる。 都会と田舎が舞台になるんですけど、はい、まあそれぞれのちょっと代表的な場所を行かせてもらってそこで当時を知る人というかまだご存命中で、まあ、勝ち負けこそのさっき申し上げた日高さんをはじめですね、はい、まあ当事者の方っていうのがまだ数名いらっしゃいますので、まあ、そういう方に会って話を聞くという主催をしましたね。そうですか その小説灼熱の元になっている勝ち負け構想です。まあ、一見時代も場所もですね、現代の日本からこう遠く離れた他人事みたいなテーマにも思えるんですが、これ、なぜ浜中さん、今、勝ち負け構想を描こうと思われたんでしょう。はい、最初は単純な興味だったんですね。はい。やっぱりその日高さんのインタビューを聞いて、あ。 こういういい人がいたんだとでちょっとこの人のことを調べたいというふうに思ってそういう興味から始まったことなんですけれども、えー、当時でももう確か時期としてはトアメリカでトランプ大統領が誕生する前夜ぐらいのタイミングでトランプを支持する人と支持しない人の間で、まあ、非常な対立がいろんな陰謀論が生まれたりとかあとフェイクニュースっていう言葉が当時言われ始めてた時期なんですよね。ち、はい、ちょっっととこのの勝ち負けっていうのはフェイクニュースと 通ずるものがあるんじゃないかというふうなところも思ってですねであの非常に現代的なテーマでもあるなと思って取材を始めて、まあ、執筆の準備をしていたら<っ>実際にこう調べて書いている間にですねどん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 現実が近づいているという感覚は正直受けました、えー、特に今言ったそのトランプ大統領が誕生して次の大統領選になってその結果をめぐった争いが アメリカで起きて、はい、いろんな陰謀論が飛び交ったわけですよねトランプ大統領の敗北を認めない人たちがアメリカの議会を占拠するみたいな事件もあってそういう、えー、いわゆる暴力的な行為にまで発展してしまってでそれを見ていて本当に勝ち負けとそっくりだなともうちょっと違う話だとそのやっぱり現代と過去でいろんな状況が違いますから何もかも一緒じゃないとは思ってたんですけど、えー、でも思ったよりも近いものがあるなっていうふうに 本当にああいう時に陰謀論を信じる人たちの言ってることと,、えー、と当時の日本の勝利を信じた方たちで勝ち組っていうんですけれども、はい、勝ち組の方たちの言ってたことってのはのは、まあ、結構似てるというかやっぱり同じような世界観を持ってるなっていうのって<ー>書いてるうちにどんどんですね テーマが現代的になっていたというかあの一言じゃないようなテーマになってあのそういうことも意識しながら楽に盛りり込んだつもりです、えーはあ、70年以上経ってもこの人の思いの変わらない部分がねまた繰り返すっていう部分が。 ここの作品には入ってるっててるとなんでですすよねねそうですね、えー、さてこの浜中さんがですね書かれた小説「灼熱」の内容やそこで描かれている戦後ブラジルで起きました勝ち負け構想について、まあ、これはお知らせニュースを挟んで浜中さんに改めてお聞きしようと思います。 今朝は小説家の浜中あきさんをお迎えしてお話を聞いています浜中さん引き続きよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いしますさて浜中あきさんといえばですねミステリー好きの間ではもう知らない人はいないという有名な作家です 最近は昭和史をを彩った事件などを小説の題材とされていますで今回の灼熱の前に出された「そして海の泡になる」まあ、この作品ではですねバブル絶頂期の1980年代末北浜の天才相場師と呼ばれ一料亭のおかでありながら数千億を陶器的に運用していたという尾上縫が引き起こした巨額詐欺事件これを描かれています。また 2019年に第21回大藪春彦賞第72回日本推理作家協会賞ダブル受賞されました「凍てつく太陽」この作品では終戦間際の北海道を監視するアイヌ出身の特攻警察が陸軍の軍事機密をめぐって軍需工場の関係者次々と毒殺されるというこの事件を捜査するという、まあ、こういう内容を描かれています。そして今回が第二次世界大戦の,この なんかブラジル移民の間で起きた勝ち負け構想、これを小説にされています。まあこうしてみると浜中さん、最近の浜中さんのこの三つの作品というのは、まあいずれも昭和史的な作品が多いかな、なんていうふうにも感じるわけなんですが、やはり浜中さんにはそういった題材目止まるってことですか。そうですね。最初は現代もの、本当に今現代を舞台にした作品というのを発表していたんです。はい、デビューしてからすぐは、えー、しばらくしてまあちょっとその 領域を広げていくというか、書くものの幅を広げていく中で、歴史というかですね、歴史って言ってもそのいわゆる歴史小説で呼ばれるような昔のことではなくって、はい、近現代史ですよね。うん、結局あの現代の我々の生活っていうのはあのそういうちょっと前の 歴史の積み重ねってこともありますしあとさっきも言ったようにあの勝ち負け構想なんかは本当に今のフェイクニュースや分断の時代と言われている今の状況とリンクするものが多いので、はい、とそういう我々の普遍的なものいつまでも変わらないものと並んでその時代時代の特有のものを、えー、と両方描けるっていう形でやっぱ近現代史には興味がありますね。そういういいところからテーマを選んでいる、うん という形ですね。ああ、なるほど。あの昔も今も変わらない普遍的なものがありながら、そしてまあ、その時代を象徴するようなというところなんですね。そうですね。そういうところに興味があります。いいところに目つけてらっしゃいますね。私が言うほどのもんでもないんでしょうけど、でここからはですね、浜中さんが最新作この灼熱の中で題材として取り上げている勝ち負け構想について、えー、少し教えていただきます。まあ、そもそもこの事件はですね。 ブラジルのの日本意味の間ででは有名な話な話んですかあそれがですね、えー、えともう今の若い3世4世ぐらいの世代の方はほとんんど知らなないようなんですね、はい、あの日本でも勝ち負け構想ブラジルの勝ち負け構想を知ってる人は少数だと思うんですけれども、えー、まあ本家というか本場のブラジルでもですねかなり歴史に埋もれてしまって知る人ぞ知る事件になっていると。えー、でこれはやっぱりあの 移民同士その同胞ですよねみんな日本人なわけですその勝ち組も負け組も、はい、で殺し合いをしたということがやっぱタブー化されて特にブラジルでその外国にできた日本移民の社会っていうところですからそこを団結させるために一回タブー化した時期があるんですねでもうかなり長くですねそのブラジルで発行されている日本語の新聞なんかにも勝ち負け構想のことは載らない載せないという時期が 長く続いててまして、えー、あとそれが、まあ、近年になってちょっとその証言が掘り起こされたりとかその本が出たりっていうことがあってまた、えー、と知られるようになったというかですね、まあ、それでも若い世代の方はほとんど知らないとでこれはもう日本でもちょっと似たような状況になってるので、まあ、そうやって知られてないっていうことも私今回ちょっとこれをテーマに書きたいと思った動機の一つなんですよね。えー、だったら私がと そうそうですね。ねあの私がと思います。で、この日本の敗戦を認める負け組と勝利を信じた勝ち組に分かれてしまう、まあ結果的にはこうなったわけですが、原因は何だったんですか。最大の原因というのは、あのやっぱり情報格差だと思うんですね。はい、あの当時のえっとブラジルではですね、同化政策といって、まあ 日本人でも外国人でもブラジルの言葉を使えというような政策が取られていて、まあ、当時のブラジルは独裁国家なんで結構そういうナショナリズムが強い時代だったんですね、うん、それで日本語の使用が基本的には禁止されていたと、はい、で日本語の新聞とか太平洋戦争が始まる頃になるともう全部禁止されてしまうんですねでもう日本語で集会を開くようなこともできなくなってくるとあとブラジルは、えっと、日本は直接はけん戦争してないんですけれども ブラジルはそのアメリカの味方についたので、はい、日本と国交を断絶してしまうんですね。で情報が全く入ってこなくなる<ー>日本からの日本語の情報っていうのが全く入ってこなくなって唯一入ってくるのが「タンパ放送」っていうね、はい、やっぱりラジオなんですこれも。で後の NHK がやっていた海外向けの放送っていうのがかろうじて。 打ってくるとでそこでは、えー、と大本営発表って、まあね、今では、まあ、だいぶ嘘だったというのが分かってる、えー、あれが流れていて、えー、でほとんどの日本移民っていうのはあのブラジルに住んでいても、えー、ポルルトガル語あこれブラジルの公用語はポルトガル語なんですけども、はい、は分かからなかったんです、ねえー、日本語しかかからなかったその日本人だけで暮らして日本人だけの村とか町を作ってこれの植民地っていうんですけど、はい、ここで暮らしてたんで、えー、ブラジルの言葉が分からなかった。 で唯一日本語でわかるのが大本営発表そのしかも相当音質の悪い地球の反対側から届くだったので<い>まあ それを真に受けてって言ったらあれですけども、ええ、もうずっと日本は戦争に勝ってると思い込んで,いたんです、ね、ってことはそのラジオが少し途切れたりだとかはい、はい、そうやって全部をクリアに聞けてないからってところもあったんですかそこもありますもともと大本営発表は日本勝った勝ったって言ってますからね、ええ、もちろんそうなんですけどはい、はい、その途切れた部分をまあ勝手にこう拡大解釈なんかもしてるんですよね<ぁ>それでまあ大半の日本移民はもう日本はもう勝つもんだと戦争勝つもんだと思い込むわけですね、ええ、でも一握り すごく少数なんですけどもまた都会のインテリ層っていうんですかね、はい、まあポルトガル語が分かる人あとブラジル人と商売してる人とかそういう人たちっていうのはブラジルの新聞とか、はい、まブラジルのニュースに触れてあこれはまずいぞ日本負けてるぞってもう知ってるわけですね、えー、でここでまず情報の格差があったとで当時のブラジルでポルトガル語を分かる人たちっていうのは言ったらエスタブリッシュメントっていうかね ちょっとその上流階級、その日本移民の中でも指導者的な役割の人たちなんですよね。はいええ、対してポルトガル語がわからないね。日本語だけで日本の勝利を信じる人ってのその他、まあ大衆っていう形で、はい、そういうちょっと身分差というかですね、あの階層格差みたいなのものがあって、ええ、単にまず大きな情報の格差なんですけど、はい、それが最大の原因なんですけど、それに加えて、それ階層差であったりとか、あと。 当時の日本いろんな地域の方が集まってるからちょっとその地域ごとの差別感情みたいなのもあってそのいのがいろいろ絡まった末にほとんどの日本移民は日本の勝利を信じ一部の。 上層部の方人たちポルトガルが分かる人たちだけが敗北を認識して、えーえー、あいつらはけしからんとあ<ー>、ねまあ、前々から気に入らなかったんだみたいな感情も、えー、大いにあったんですけれども、はい、そこで対立が起きてしまうとこういうことなんですね。えー、そうなんですねということは今のお話ですとその敗戦を認識する負け組よりも日本の勝利を信じる勝ち組の方が 多かったったてことななんんでですすねそうやっぱり大衆ですねその、えー、ほとんどの日本移民がポルトガル語が分からなかった、まあ、分かっても挨拶程度だったっていうことが非常に大きくってこの状況は結構長く続いて、えー、と年単位であのなかなか是正されないというかやっぱりあのずっと子どもの頃から信じていたっていうところがありますしあと外国でやっぱよるべないんですよね。 当時のブラジルはやっぱりアメリカの味方ですからここで日本が負けたら俺たちどんな目に遭うんだっていうやっぱそういう恐怖心みたいなものも強くあってかなりちょっともうこれ信仰に近いレベルで日本の勝利を信じたっていうような研究もあるんですね。そうなんです、ね、小説ではですすねね小説はこの認識派 あと戦勝派あと共振派まあこういった表現を使っていらっしゃいますけれどもこの日本が戦争に勝ったという勝ち組あと共振派これはどういうふうに増えていったんでしょうそうですね<え>あのー、やっぱり最初から勝ち組が多かったという状況ではあるんですただ、はい、戦前の日本の 愛国教育というのが、えっ、ー、とブラジルのその日本移民の間でも行われていて、日本の負けを認めるっていうことは愛国的ではないと、はい、ね、国族だというような、えっ、ー、とノリでですね、あの途中で怪しいな、これまずいなって思った人も言い出せないような状況もあったんですね。だから、なかなか勝ち組から負け組にパッと移るっていう人が、最初のうちはなかなかいなかった。どうもいろいろ調べると、心の中では。 おかしいなって思ってる人もやっぱ言えなくって、えー、この勝ち負けのこと言わなくなっちゃったりするんですよね。えー、あそういう状況があったみたいです。そうなんですね。まあこの強心派という言葉に現れてますもんね。これがね。そうですね。えー、これもこの言葉相手の呼び方っていうのもこれ今今ともつながるところなんですけど、はいえー、この強心派っていうのは負け組の側が勝ち組を指す言葉なんですね。はーはーであの逆にえっ、ー、と勝ち組の側が負け組を指す言葉は廃棄派とか。 負けるのを望んでるやつらってでやっぱりお互いのことを悪く言うんですよ、えー、こう悪い意味の強振とか廃棄とかっていう形で悪い意味の言葉でお互い呼び合う。で、えー、自分たちのことは例えば、えー、と負け組は認識派俺たちは日本が負けたのをちゃんと認識してるよっていう意味で認識派なんですね。はいえー、で勝ち組は自分たちを、えー、と信念派俺たちは信念を持ってるんだぜっていってこういうのは結構今の。 ででもありがちななことなんですけど自分たちを挙げて相手を下げる、えー、そういう呼び方の面からして、えー、えとお互いと相手にレッテルを貼っていくとそういうような状況も当時あったんですね,そ,うなんですねそしてですね勝ち負け構想死者23人多くの負傷者を出したということなんですがどうしてこの死者が出るまでの事件に至ってしまったんですか。そうですね、えーあのー やっぱりいろんな状況が絡み合ってのことだと思うんです。ちなみに、二十三人っていうのは一応定説なんですけれども。はい、ちょっと検証が甘くて。えっ、ー、と、もう少し少なかったとか、多かったとか、いろんな意見があるんですけれども。ええとにかく、まあ、たくさんの人が命を落としたと。やっぱり、当時と今では、だいぶその。人権意識なものみたいなものだったり。あと、当時の日本人っていうのは、これ移民も含めて。 お国のために命をかけるのは当たり前だみたいなことをですね、はいええ、教わっていますから。いざとなったら腹を切れみたいなことは、もうみんな平気で言うわけですよね。ええ、で、そういった感覚はですね、私はそのブラジル取材に行って、当事者の方から聞いた時も、やっぱり今の人とはだいぶ考え方が違ったと。なんで、まあ、そういうちょっともともと荒っぽいようなことがあったと。で、あと、僕はもう一つ大きいと思うのは、やっぱ恐怖心ですよね。あの戦争というもの。 大きいい戦争という暴力によってこれは勝ち組そのテロを起こした側はこのままではもし本当に日本が負けていたら俺たちはそのブラジルという、ね、異国でどんなひどい目に遭うんだっていう恐怖が。 あって、はい、で、えー、と引くに引けなくなっていたところも逆にですねこれ実は負け組もやっぱり恐怖を持ってて負け組は負け組で正しいことを認識しなければ今度ブラジルの警察なんかからものすごい取り締まりを受けて、えー、ひどい目にはもっともっとひどい目に遭うんだということでお互いがやっぱ恐怖に駆られて、えー、と対立が激化していったがゆえの 大量の死者ととといいううことは言えるんんじゃないかと思うんですねそしてこの勝ち負け構想がですね1950年代の半ば頃まで続いたということなんですが、まあ、そんな構想の中での友情もありあと裏切りもあり家族友人との絆そしてこの分断というものを描かれている小説が浜中さんの「灼熱」という作品です。 まあ改めてこれ私も読んでですねあのまあブラジル移民詳しくは知りませんだけれどもそういうその日本を離れてブラジルの土地を開拓するという希望に燃えてこのいった方々がいると自分がそこに入ったとしてですねやはりこの日本を離れてそして大多数がブラジル人なわけでそんな中の小さいこの集団の日本人ですから仲良くて当たり前っていうのはね だけれどもこの小説を読んで今あのお話しいただいたように勝ち負け構想のようなこの分断が生まれてくるっていうこの悲劇っていうのをこう読んでてもまあ何とも言えないこの気持ちになったわけなんですけどもこの現代社会でも先ほど浜中さんおっしゃいましたいろいろこのフェイクニュースだとかあとデマ これだけこの情報がですね、えー、どんな情報でも入ってくるようなこの現代でもそういったものっていうのは相変わらず起きてるというこの現実今も昔も変わらないというおそらく鎌中さんのこのテーマを灼熱に描かれたんだと思うんですけどあえてこの作品通じて読者にどんなことを感じていただきたいですか。はい、そうですね、まあ、ブラジルののしかも戦前戦中戦前中後の話 ととなると、まあ、遠い昔遠い土地のことと思われるかもしれませんがまさに今ね寺島さんが言ってくださったように全く他人事ではないんだと私これ書いてるうちに自分でも怖くなってきたところがあって、ええ、あのもし自分がこの時代のこのブラジルに移民として行ってたらおそらく勝ち組になってたろうなと日本の勝利を絶対信じたろうなと<ー>で翻って、ええ、今我々が、まあ、例えばニュースやネットでいろんな情報に触れていますけれども。 私たちが触れてる情報って本当に信じるに足るものなのかとかあとその自分の感情的な何か歪みによって何かをねじ曲げてしまっていないかとか。 そういった部分ですよね我が身を振り返るっていうところでもですね、まあ、非常に資産の多い事件だと思いますそういったところをですね、えー、まあ読んでいただければまたそうは言っても硬いだけではなくてですねエンターテインメントとして、はい、あのこの先はどうなるんだっていうことを、ね、楽しみに読めるように頑張って工夫して書いたつもりですので,、はい、でその中でやっぱり結構普遍的な人間のね友情であったりとか愛情であったりとかそういうあの光の部分もたくさん書いてる小説なので、はい、あのそういう両面ですね、えっと、闇と光の両面を味わっていただ いただければと思います、はい。まあ、私もですね。もう1回読み始めたら先ほど申し上げた通りですね。もうとにかく読んでいたいんですよね。結構分厚くて正直重かったんですけど、バッグに入れてであの病院の待合室で読んだりだとか。いろんなところで読みたくなる。もうとにかくラジオ機の方も一回読んだらで、いろんなことをこの考えさせてくれる。友情も考えさせられる。このイサムと。 時男っていう人物がメインで出てきますけども。 両方に肩入れすするんですよね自分が読者である私がですね勇大あこの気持ちはかるなって嫉妬心湧くわなって思う時代のこのあこのピュアな気持ちってのは見習わなきゃいけないなっていうふうに思うはたまた女性も出てきて例えばと子っていうね女性が出てきますけどこの女性は最初はもう痛いけというかですね純真なこの人で、えー、そういう人が結婚をするそうすると結構性格が 変わるというか強くなりますよねいろいろこの人間模様を含めて人間ってどういうものなのかっていうのを感じさせてくれますねありがとうございますその辺もですね、えーえー、本当にいろんな多様性というかですね<ー>今ちょっと佐藤子というキャラクターのことを触れてくださいましたけれども、えー、こういう勝ち負け構想にしろイムの話っていうのは、えー、やっぱり男性中心でやっぱ作られている歴史の面があるんですけれども、はい、これは実際 ブラジルで移民の女性誌を研究されてるから方から聞いたんですけれどもその文字になってない移民誌の裏で、えっと、いろんな人がその男性だけじゃない、ね、あの老人も子供も、えっとあと女性もいろんな活躍があったとでみんな大変な思いをして、えっと、いたんだっていうことを、まあ、訓と受けましてあのそういった部分もあのしっかり作品に盛り込みたいとその一つの見方だけではないいろんな人物の多様性がある。 あの作品にしたいと思ったので、そういったところを読んでいただければありがたいです、えー。はい、この灼熱というこのタイトルなんですけども、まあいろんな見方があるかと思います。とにかくみんな一生懸命生きてるんですよ。そうですね。ね<ー>あの当時のやっぱりあの移民っていうのは、やっぱ祖国を離れて行ったこともない外国で一からえっ、ー、と村や町を作ってる人たちですから、えー、まあ並大抵のことではないわけですよね。はい、あのそういった部分の切実さ。 もええー、と、込めて、まあ、それもタイトルにも象徴させたつもりです。はい。えー、ちょっとこの作品から離れますけれども、この作品、お書きになった時、まあ五年用したというふうな、えー。お話ですけれども、これ、ずっと書いてたわけではないんですね。そうですね。あの、えー、他の仕事もしたりもしましたし。えー、一応、連載という形で原稿を進めたので、えー、連載期間は一年半ぐらいだったかな。その新庁舎の雑誌で。うん やらせていただいて、実際に執筆したのは、その期間で、<え>それまでは準備。あと、連載後に、えっ、ー、と、過筆修正と言って、本にするための作業。はい、それが、全部パッケージで五年っていう感じですね。<ー>はい、浜中さんは、書き始めたら、ぐわっていくタイプか、それとも、え、一日八時間で。で、そ、ど、どちらのタイプですか?あ。まあ、<え>ぐわっといきたいんですけれど。えー、まあ、あの、体力の限界とかもありますので。あ,はい、あと、私は、あの、作家の中ではだいぶ遅い方なので。<ー>気分としては、ぐわっといってるんですけれども。も、えー ええ、まああのひ人,人から見るとなんかダラダラというかコツコツというかやってるように見えるかもしれないですけども、ええ、粘り強くという感じですと、ね、そ,そうですねあのよく言えばじっくりやってるという言い方を自分ではします筆が進まなくなった時っていうのは何か気分転換とかどうされるんですかああそうですね月並みですけど寝ちゃうっていうのがあ感じですけどで,、ええ、<laughs> でもあとまあ趣味で、まあ、私趣味将棋指すんですけれども今インターネットでまあ将棋を ええ、やって、ええ、あの気づけば気づけば二日後とかそういう世界もあるんですけど、そうなんですか,かこ？これはあんまり良くない話ですね。いやいやいや、いろんな趣味を持ちで、はい。だけれどもこのやはり浜中さんのこの小説を読むとですね、その過去の遡って読みたいなって気持ちにさせてくれますものね。それはありがたいです。ええ、はい、ええ。これは締めたもん。<laughs> <laughs> そ,うそうですね。あのー。ええ 一つだけの作品を描いてるわけではないですし、はい、あの私は結構いろんな。 えっとテーマを取り組んでいるつもりなので、えー、まあ、もし一作で興味を持っていただいた方、もちろんまずまずはね灼熱をと思いますけれども、はい、過去の作品なんかでも評判のいいものがたくさんありますので、えー、あの良かったら読んでくださればと思います。えー、はい、浜中さんの新刊灼熱は新潮社より好評発売中です。ぜひお読みになってください。今朝は作家の浜中明さんにお話を伺いました。浜中さん、ありがとうございました。ありがとうございました。またぜひお話聞かせてください。はい、よろしくお願いします。 6時になりました文化放送おはようてらちゃん 10月6日水曜日6時になりましたおはようございます寺島直正です日が出てきている浜松町23度ちょうどですねえ、雲も結構出ていますが 地上から四割くらいのところが、ですね。白っぽい橙色に変化してきています。今日の関東地方、午前中、中心に晴れるでしょう。ただ、朝のうち、霧で見通しの悪いところがありそうです。現在、濃霧注意報、こちらを先にお届けしておきましょう。濃、え、霧、ー、注意報出ているのが、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県です。 特に車運転する方気をつけてくださいで、午後雲が多くなって夜になると雨の降るところがあります、えー、ということはですね帰りが夜になるという方まあこれところによってではあるんですけれども念のため傘お持ちになった方が良さそうですね最高気温東京都心と横浜千葉埼玉ともに28度の予想この時期としては高いですね今日も日中は半袖の容器のようですまあただ朝晩やはり気温は冷えてきます、えー、下がってきますんで えー、一枚羽織るものなどあった方が安心ですね。東京地方、今日は晴れのち曇り、降水確率午前零パーセント、午後二十パーセント、夕方六時以降三十パーセント。明日は曇りの予報です。 今朝のコメンテーター経済アナリスト森永康平さんです。森永さんおはようございます。ございます。よろしくお願いします。今日もベースターズのユニフォームですね。そうですね。もう消化試合ですから。はいはい。もう負けてもいいやと。もう負けてもいやむしろですね。ドラフトがもうすぐあるわけなんですけども、まあそのことを考えるとですね、ビリーで行っちゃったお得ですので、もうここから先はですね、もう今週ずっと勝たなくていいんで。はい。 まあ、若手をどんどん試してもらったりとか、はい、っていう方にね、もう切り替えたらいいんじゃないかと。 ともう私も心置きなく、相手チームのユニフォームを着ずに済むということですやっぱり相手チームのユニフォームを着るってことは、若干どこかに食い苦しさというか、そういったものは感じるんですか、ちょっと踏み絵できや特にジャイアンツとタイガースはね、今まで着ないできたんですよ、どんな何があろうと。のシーズンはちょっっとそれに手を出ししてまたで <laughs> 前例のない、はい、もう禁断の、そうですね、そうですね、禁断の料理、例のない金融緩和みたいな感じで。<laughs> そうですか<ー>、えー。そこに今シーズンはね、えー、挑戦してみました。はい。さて、えー、こういうあのおめでたいニュースも入ってきてますね。スウェーデン王イ科学アカデミーですね。え昨日、2021年ノーベル物理学賞、地球温暖化をコンピューターで予測する気候モデルを開発したアメリカのプリンストン大常識研究員マナベシュクロウシラ3人に授与すると発表しました。 えー、真鍋さんは90歳ですね、えー、国連の気候変動に関する政府間パネルの温暖化予測に使われてまして、環境問題に対す,対する意識の高まり、持続的社会への転換などに貢献した、まあ、こんな点が評価されたとしています。で受賞理由は、ですね複雑な物理システム理解への画期的な貢献。 一回聞いた真鍋氏らは地球の気候を物理的にモデル化して変動を定量化して地球温暖化を確実に予測した、まあ、これが評価されたということです。 日本の,このノーベル賞受賞2年ぶりということなんですが、まあ、これ、いろいろ指摘がありましてねこの日本のノーベル賞っていうところなんですが、ねはい、今、あの私お伝えしたかと思うんですけど、えーまあ、ご時代にもお伝えしたんですけども、えー、アメリカ国籍をお持ちなんですよね。 そうなるとあと若い頃からずっとアメリカで研究されているわけですよねですから、まあ、日本人ではあるんですけれども、まあ、この辺りが非常に複雑とお感じになる方もいらっしゃるかと思いますまあただ、えーまあ、このノーベル賞を受賞されたというで真鍋さん 1969年大気循環と海洋循環のデータこれを組み合わせてコンピューターによるシミュレーション模擬実験をですね行って気象予測を行うプログラムである気候モデルを世界で初めて発表しました89年には地球の大気に含まれる CO2 二酸化炭素の濃度が徐々に増加すると全地え全 地球的にです、ね、気温が上昇することを気候モデルを使って示した世界初の温暖化予測を論文発表し世界に衝撃を与えたと、まあ、これは二酸化炭素が2倍になると表面地球の表面温度が2度上がる、まあ、こういう予測を立てたという方なんですけれども、まあ、このあたり含めていかがですか そうですね、<ー>やはり非常にこうご本人もおっしゃってたんですけどタイムリーなショーであるというか、はい、まさにこう、ね、日本国内1つとってもやっぱりその直近だと、はい、まあ豪雨の災害<ー>崖崩れとかです、ねはい、そういうこともあったし、まあね、台風もよく来る国ですし世界的に見てもやっぱこう天変地異,とか異常気象とか問題になっていて。 まあその世界的な流れでこう脱炭素とかですね、はい、そういう話もなっているわけですから、えー、まあそういう意味ではこう時代の背景にすごくマッチした、はい、え受賞テーマだったんじゃないかなというふうに思いますすよねね、うん、そうです、ね、今、森永さんおっしゃったみたいに気温が上がればね海面の,そのまあ海水の温度も上がると今、台風のシーズンですけどもその台風というのはこの海水の,この、まあ 湧き起こる水蒸気がエネルギーですから、はい、温度が海水の温度が高ければ高いほど勢力もこう、ねうん、増してくるわけで、まあ、そんなところ含めてねあと水蒸気が、まあ、温度が高くて増えれば雲だってできやすくなるわけですしそう、はい、いうところにつながってくるということとですもんねはいえでもなんかずっとどううなんでしょう僕が子供ぐらいの頃からこう地球温暖化が問題でずっと。 どんどん気温が高くなっていくみたいな話はずっと聞いて育ってきましたけど、ええ、例えば今年なんかでいうと、ええ、なんか意外と残暑が短かったというか9月入ってからすごく涼しくなったような印象があって、はいええ、実際その、ね、ど,どんなもんなのかなっていうのはあまり詳しくないので分からないですけど。ええええ なんか最近、むしろ涼しくないかみたいなことをちょっと思ってるんで今年に限ってはそうですよね、例年と言い過ぎですけれども、うん、もっと暑さが続いて、ね、そうなんですよなんか10月に入ってようやくなんか少し涼しくなってきたかなぐらいの印象だったんですけど、今年はもう本当、9月入ってぐらいから、はい、は暑い日もありましたけど、比較的涼しかったなという印象もあり、<い>そのあたりがね。 世界的に見た本題化はまた別なのかもしれないですけど、はい、ちょっとと気になるところですよねで今回のこのノーベル物理学賞これまでですとこのノーベル物理学賞っていうのは天文学、宇宙物理学原子、分子物質を構成する素粒子、物理、まあ、大きく3つの分野から選ばれてきたんですけれども今回、気象・気候の研究分野を対象とするのは初めてなんだそうですね。うん まあ、やはり、先ほどね、森永そうおっしゃったように、まあ、タイムリーっていうところなん、ね。そうですね。世界的に、そこはね、ええ、注目集まってますから。はいうん、なので、結構、ね、狙ったというか、ええ、まあ、こ、このね。 真鍋さん自身はずっと昔からご本人も,もう好きで興味があったからやって,て、えー、まて多分時代が追いついただけなんだと思うんですけれども、えー、まあ非常に、ね、こうタイムリーだなというのをあとはその今お伝えした通りこのスウェーデン大井科学アカデミーもこの世の中、ね、今何が大事なのかというところで、えー、一つこういう対象も。 まあ今回、受賞に至らせてみようかみたいに思ったのかもしれませんしね、まあやっぱりこういうことがあるとね、ええ、関心を、ねね、持っていただきたいということであればね、一つ、ええ、設定しそうな気もしますしね。ちゃん時刻6時12分です。 今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんですニュースピックアップこちら読売新聞原油高騰景気に水 原油や液化天然ガス石炭などのこの燃料価格の値上がりが続いています4日のニューヨーク原油の先物市場で代表的な指標となるテキサス産軽質油えこの先物価格が一時1バレル78ドル台に上昇しおよそ7年ぶりの高値となりました オペック加盟国とロシアなど非加盟国による OPEC プラスは4日開いた閣僚級会合でこれまでの減産縮小ペースの維持を決め大幅な増産というのは見送りました需給がさらに逼迫するとの見方が強まり原油価格上昇につながった形ということなんですがこの原油価格の上昇これは森永さんどうご覧になりますか そうですね。まずそもそもこの足元数ヶ月、はい、コロナがまあ終わってはないですけれども。はい まあ一時期に比べれば収束しているということで経済活動がまあ再開されたと、はい、まあいうことでそのエネルギー需要が高まると。ええ、一方でその供給サイドに目を向けるとまあ今回ですね、はい、まあ増産しないというところで絞ったまんまになるわけですから、ええ、まあこれは受給の問題考えれば値段が上がると。はい、で、さらにそういうことがもう確定して分かっている状態であればこれ投資家、まあ、投機家なのかもしれないですけれども、はいええ 当然価格が上がりやすい環境があるんであれば、もう先に買っとけばいいと。はい、つまり実際に必要じゃないんだけれども、まあ儲かるからっていうだけで、ーーええー、買う人たち。はい、っていうのも出てくると、よりですね、その実際の受給状態以上に値段が上がりやすくなるということになりますから、まあ今回この OPEC プラスの決定というところはですね、やっぱりその原油価格が上がりやすい状態。はい そして下がりにくい状態というものを作ってしまったというふうに見てますね、えー、これ、そのオペックプラスが増産に踏み切らないのはやはりこの先、まだコロナが、えー、またあ増えてくるとその経済が滞ってくる、はい、そうするとあんまり原油使わないからみたいなところも考えててるってことなんですかね、まあ、そもそもやっぱりこう、えー、産油国からすればですね、はい、高い方がいいわけですからそんなばんばん増産しますというようなことを その経済合理性から考えると、まあ、彼らの立場からはやっぱ言いづらいというところですし、まあ、ちょっと値段上がったから、その度に増産に応じてると。 まあ、その産油国サイドから見ると、それって、何なのっていう話になっちゃうので。はい、そこの駆け引きですよね。はあ、で、今回に関しては、まあ、出さないと、えいう方に、まあ、決定が傾いたということですよね。はい。で、このエネルギー価格の高騰は、個人や企業に影響を及ぼします。ええ、十月から全国で緊急事態宣言が解除されて。移動の自由度が高まる中、ガソリン価格の上昇は。家計の負担増につながり、消費を抑制する可能性があります。え、企業に。 とってもエネルギー価格の上昇というのは、まあ、これは当然ですけれども収益の圧迫要因となるわけですよね。そうですね本当にこのの家計の影響というのはとにかく大きいと思ってまして日本の例えば消費者物価指数なんかを見てみるとわかるんですけれども、ええはい、基本的には原油価格今、われわれが触っているこの原油価格の話。 っていうのはやっぱ数か月の時差を置いて消費者物価に反映されて、ええ、要は、つまりそれは家計に直撃してくるので、ええ、今、われわれが原油がこんな上がってる上がってるって言ってるのは、まあ、数か月のラグを経てわれわれの家計に直撃してくるという,、はい、ということですからいや今、いろんなもの,の値段上がってきついよって思ってる方いるかもしれませんけども、ええ、まあこの状態が続くと実はその数か月後に影響が出てくるい悪い意味でですね。ええ だから非常にこれはあの家計には大きな問題ですし、はい、企業サイドから見てもコストが高くなるでも利益を出さなきゃいけないとかって話になってくると、ええ、まあ当然例えばボーナスをちょっと下げたりとか、はあえー、採用を見送ったりとかっていうことにつながっていって結果的にまたこう 家計が苦しくなるから節約しようみたいな話になると。はいえー、そ今度企業からすると売上が上がらないからまたコスト下げなきゃみたいな。消費、ね、が冷えてきちゃう。だからそのすごく悪いスパイラル、物価、生活に必要な部分の物価だけは上がっていって、うん、一方で企業の売上とか家計の収入が下がっていくというさ、えー、一番最悪なパターンというのが少しこうにじみ出ているというような感じですね。石炭ののの不不足足でインドなどアジアジ新興国電力不足へのこの懸念が高まった ています。中国では電力不足による停電も起きていって、自動車電子部品の世界的なこの部品供給網ですね、この供給もへのこの影響が心配されていると。まあ、こちらはこちらで心配ですね。そうですね。えー、コロナの流行ってた時に結局工場開けられないというようなことから。はいはい 実際その海外に部品を作らせてしまっている日本の自動車企業とかはですね。部品の調達ができないから国内工場を閉じたっていうようなニュースがありましたけども、今回はそのコロナとは別の理由で、諸外国の電力不足による工場が稼働できないとか、ていうことでまた同じように、外からの調達ができないから国内の生産を止めますというようなことが起きてしまうので、やっぱりこういうのを見ても、そのエネルギー、国内でどれだけ調達できるのかとか、 あとはその多少割高になったとしても、はい、まあ,ある程度は部品ですとか、えー、まあ半導体とか、えー、これもどれだけ国内で生産できるかというところがですねやっぱコロナ禍に続いて、えー、このエネルギー問題でもまあ課題として出てきたという、えー、ことだと思いいますよね、うんはい、続いてはこちら朝日新聞、欧州天然ガス資源高騰の発端。 世界的な原油、天然ガス、石炭といったエネルギー価格高騰しています。まあ、今回の値上がりの発端ともなったのが、ヨーロッパの天然ガス価格の急上昇、需要の高まりや風力発電の不振、これに加えてロシアによる供給抑制の疑いも浮上しています。まあでもヨーロッパの天然ガスめぐる問題が長引けば、日本の電気料金にも波及しかねないという懸念があるわけですよね。そうですね。ねだから先ほどのその原油とは別に、この、はい。 天然ガスで、ええ、まあ中国がです、ね、この欲しい欲しいとやっている一方で、はい、ロシアがあの欧州への供給を止めているというところで、ええはい、欧州もまたこの、なでしょう、はい、天然ガス、り合戦みたいな、生産ができてるで、でね、結局だから供給が抑えられて、需要がその分高まったんで、ええ、こっちの価格も上がってくると、<ー>結局それは、ね、回り回って家計とか企業にまあダメージを与えるということですよね。 「おはようテラちゃん」<music> 時刻6時31分です。今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。日経新聞の記事です。ntt 資金調達脱炭素へ多様化という記事 ntt。昨日およそ3000億円と世界最大規模のグリーンボンド環境債を発行すると発表しました。2040年え2 0 4年度までにグループ全体の温暖化ガス排出量を実。質全 ゼロにする目標で30年度までの10年で再生可能エネルギー分野におよそ4500億円を投じます投資家からは規模が大きすぎると驚きの声があったそうですが国内では19年11月に日本電産が1000億円を発行したのが大型調達として知られ世界で見ても最大規模と見られます。 今回のこのグリーンボンド環境債、えー、3000億円 NTT、これ森永さん、どうご覧になってますかまあそうですね、今後のまあトレンドと言いますか、はい、まあこれ言い方がいろいろあって、グリーンボンドとか、えーえー、サスティナビリティ債とか ESG 債とか、いろんな名前ついてますけれども、えー まあ若干ですね、これが今後のまあトレンドになるんだろうなっていうのはあって、ええ、まあトヨタも4300億円ぐらい、はい、あのサスティナビリティ債出してますし、ははええ、農林中金とかもグリーン債みたいな感じで、ええ、1100億円ぐらい出してるんで、ええ、まあ今回の金額がちょっとそれに比べても大きいっていうのはあるんですけれども、ええ、ただもうすでに日本の会社ではですね、ええ、まあ特に大手の会社はまあこういう ESG 債と呼ばれるようなものを使って資金調達と、はいはい、いうことはもうやってるんで、ええ、まあもう世界的なトレンドですよねこれはここれはですからこのグリーンボンド環境債というくらいですからその、えー、今お伝えしたようにこの温暖化ガス排出量実質ゼロにするために使っていきますよってことなんですか。 そうですねだから資金使途として、えーまあ、そういうものに使っていきますというものを明示しなきゃいけないということなので調達したらもう何でも使っていいというわけではないでですね、えーえー、でこの NTT が巨額な資金調達の手段として環境債、これに標準合わせたこれは何なんでしょうね、はい、これはやっぱりあの世界的にこの投資家サイドが、えー、ESG とか、はい、まあこういうグリーン、脱炭素的な話に投資したいというニーズがあるんですね。えー、はい 需要が高まるということは、その分、利回りが下がるわけですよね、はいえー、みんな欲しいわけですから。ねえー、となると、例えば今回の NTT の話なんかですると、はい、まあ今回出す環境債、5年の利回り、はい、利率ですね、えー、これが0.1から0.15%ぐらいと、はい、いうことになっているんですけれども、えー、まあ例えば昨年の12月にです、ね、発行した普通の5年債。はい これ0.18%ですから、若干、そのやっぱり環境債の方がニーズがあるから、そうなんですねあの利率が下がる。下がってる。はい、まあそれ、企業側からするとですね、えー、要はその発行した際に、いずれ投資家に返さなきゃいけない利回りというのは下がるわけですから、資金使途は ちょっと限られちゃうけれども、その代わり調達コストが下がるというメリットが企業側にあるということですね。はいえー、まあ、これ、どうせやらなきゃいけないことだからってことなんですかね。そうですね。で、先ほども森永さんおっしゃったみたいに、この NTT に限りません。日本の企業によるそのグリーン債だとか環境債ですね。これが、あと ESG 債、これ広がってます。で、これもその脱炭素の取り組みっていどの企業にとっても課題なんですね。だから対策に必要な資金手当てする。 ということは必要なわけなんですけどもこれ ESG 債の類の発行っていうのはこれからどのぐらい広がってくんでしょうね。まあやっぱり毎年日本国内だけで見てもですね、はい、2>, まあ2倍まではいかなくても、ええ、それに近いスピード感で増えてきてますから、はい、まあこの流れ自体は当分止まらないだろうというふうに思いますね、ええ、投資家自体もやっぱりそういう環境意識したものに投資するっていうトレンドになってますし企業としてもまあ何でしょう ある意味強制されるわけですね。あなたたち何やってんだみたいな。はい。だ結局やらなきゃいけないんで、ええ、そうすると時代に押されて、これが広がっていくっていうふうになっていくと思いますね。ええはあはあ、と、これからどんどん広がっていくと。そうですね。いなはい。また後ほどお話を伺います。<music> 時刻六時四十分です。今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。 今朝もたくさんニュースが入ってきています今日午前2時46分ごろ岩手県沖で地震がありまして青森県で震度5強の強い揺れを観測したほか 森岡市ななどでで震震度5弱のの揺れ観測しまししままたたおこの地震による津波はありませんでした気象庁データを詳しく解析した結果地震の規模を示すマグニチュード当初6.0と発表されましたが5.9に震源の深さ当初50キロと発表されましたが56キロにそれぞれ更新しています。 八戸警察によると、えー、午前3時10分現在では、えー、被害の情報や通報は入っていないということなんですが今、最も新しい情報によるとです、ね、青森の八戸消防本部によると、えー、この震度弱の揺れを観測した八戸、えー、こちらで60代の女性1人が地震が起きた際に自宅にある炭素を押さえていたところ右肩を怪我をして市内の病院に搬送されたという、まあ、こういう情報 また盛岡の中央消防署によると震度4の揺れを観測した岩手県岩手町の住宅で地震の揺れでテレビが落ちて80代の女性が頭を打ち怪我をして病院に搬送され手当を受けたということです。 気象庁揺れが強かった地域ではこの落石ですとか崖崩れなどの危険性が高まっていますので今後の地震活動や雨の状況に十分注意してほしいと今後1週間程度は最大震度5強の程度の揺れを起こす地震に注意してほしい、まあ、こういうふうに呼びかけています。 え森永さんあの当初ですね私もお伝えした時にはまだ怪我人等々は情報入ってなかったんですが今お伝えした通りやはり震度、うん、まあ4でもテレビが落ちてきたりだとかあと震度5弱震度5強になるとやはりこのいろいろと怪我もする可能性は高くなってくるわけですねそうですねしかも今回その時間がもう真夜中じゃないですかそのいつだからいいっていうのは全くないですけど、はい、怖いっすよねだってみんな寝てる時にうるうち食らうわけ たまたまね私は火曜日の夜っていうのは水曜日の朝があるから徹夜してるんですかありがとうございますつ入れてもすぐ反応できるんですけど普通は寝てる時間ですからね、ええ、こんな時に大きな揺れ来たら。 怖いただただ怖いですよね、はい、あと、その外でも震度5強ぐらいになるとですね補強されていないというかしっかりしていないこのブロック塀などは崩れる可能性ありますし、まあ、その他にもこの自動販売機がですねしっかり止められてないところなんかはやはりこの倒れる。 危険性もあるというふうなう、ね、この揺れですね、うん、さてその地震も気になるところですがノーベル物理学賞に輝いたアメリカプリンストン大の定石研究員マナベ・シュクロウ氏90歳が開発した気候モデル人類の大きな課題である地球温暖化の予測に欠かせないものです経験に基づき行われていたこの気象予測の世界に初めてコンピューターのシミュレーションこれを持ち込んだのがマナベさんなんですね飛躍的に 高精度な予測これを実現した功績は大きく真鍋氏は温暖化研究の父ともいえる存在だと、まあ、こういうふうにも呼ばれてるようですね温暖化ね、はい、先ほどちょっと最近涼しいじゃないかみたいなことを私言いましたけど、はい、確かに温暖化を感じる瞬間っていうのはあって、はい、私釣り好きなんですけど、はい、こんな魚いなかっただろう前までっていう魚が結構いるんですよね。 だからそういうの見るとね<え>まあ、ね、やっぱ川の,あの水温とか湖の水温が高くなってるから、はいええ、従来、日本では越冬できなかったような魚種が残っているんだなっていう、はい、なんか釣りしてると結構感じるんですよね、熱帯化してんのかなみたいな、ええ、日本だと釣れなかった魚が釣れるみたいなよよくありますよね、ええ、ニュースでも今、先,しえ先日ですか北海道で、えー、あの例えば、ししゃもりン ななんんかが始まる時期なんだそうでして、はい、そこ飛車物の量は少ないんだけれどもやはりあの本州の方南の方にいる魚がまだかかるなんていうふうに言ってますこれもやはりね,そう,ね、えー、そういった影響を受けてるんでしょうかね。 さあそれではここからはですね森永さんに、えー、岸田新総理の経済対策について話を聞いていきます、えー、今週月曜日に発足した岸田内閣ですがコロナで冷え切った日本経済をどのように立て直していくのかまず就任後の会見で 新型コロナによって大きな影響を受けている方々を支援するために速やかに経済対策を策定すると強調しました目玉となる新型コロナ対策これは個人向けと企業向け日本柱の給付制度を想定して個人向けの現金給付は全国民に一律にはしないで非正規社員や一人親など子育て世帯あと低所得者層などに限る構想があるとしています森永さん この構想については、まずいかかがですかそうですすそうねまずその足元ではです、ねはい、新規陽性者数が減っているという事実はありますけれども、えー、だからといってです、ね、このコロナ禍、1年ちょっとあったコロナ禍でダメージを受けたその個人とか、はいえー、事業者が厳しい環境にあるということは全く変わらないんですね、はいえー、なのでそこに対して速やかな経済対策を策定すると強調したことは非常に素晴らしいと思いますし、言うだけじゃなくて、はい、早々に実行してほしいと。 思いますよね、えー、まあ,あとはその融資じゃなくて給付をしていくという選択は非常に筋がいい話だと思うんですよ。えーえー、ただ、議論が生じるんだろうなと思うのがやっぱりこの一律給付じゃなくてまあ給付先を絞っていくということですね。えー、で確かにその現実的な話すると、たかだか10万もらっても全く意味ないですってお金持ってる人はそれは日本にもいっぱいいるわけで、えー、まあそういう人に配っても意味ないだろうというのは,それは私もそう思いますよと。えー ただ難しいのは、じゃあ誰が必要としてるんだっけっていう選択を、えーえー、的確にできるのか、うん、そしてそれスピード感を持ってできるのかっていうところが議論の対象になってきて、はい、まあ結局それができないよねっていうことなので、えーえー、昨年一律にしたっていう経緯があるわけですから、ここの議論を えー、こ今回どうしていくのかなというところですね、はい、だから本当に困ってる人って今必要なのでぐだぐだやってる暇ないんですよね結局この議論をしてる人たちっていうのは、えー、お金に困ってない人たちなんで分、はい、かんないんですよね多分その切羽詰まってる感じが、ええ、だからそこは分かるんですよ金持ちに配ってもしょうがないだろってそれはよく分かるんですけれども、ええ、まあそこと、えー、早く配るべきだというところの、まあ、トレードオフですね、はい、ここをどううバランシンシグしていいくかというところは ポイントだと思いますね。はい。一方、自民党と連立を組む公明党、えー、零歳から十八歳のすべての子供に一律十万円支給、これを主張していて対象や金額のすり合わせが必要と話しています。これどうでしょう。そうですね。なんか子供に支給っていうのはちょっとよくわかんないですよね。はい。結局だってほとんどのケースで事実上世帯主である親に振り込まれるんと思うので。そうです、ねえー、だそうするとさっきの話と今出てきた話の違いって。はい。 一人を痩せたいかどうかっていう違いなのかな、はい、みたいなところもあるので、えーはい、だ結局こうやって その何ですか連立を組んでいる党同士ですがえどこに配るかでこうねあの差が出てきてしまってで結局、ごちゃごちゃやっているうちに時間がかかるというのは目に見えているのでだからさっさとやってねというところはやっぱ常に強調したいですよねそしてそのですね金銭的に余裕のある人からそうでない人へ再分配することで現在、持っていない人を底上げして中間層を再構築する狙いがあるというような指摘もある んんででですすがこの方法はどうううなんでしょうそうですね<え>、まあ、まずこれ自体は、はい、え岸田さんが掲げているような<え>、まあ、ぶ再分配には当たらないと思うんですよね。なんでかというとこの支給の財源って別に税金じゃない、はい、まあ別に税金でやってもいいですけど税金である必要はないわけですからそういう意味で言うとそもそもまず、えー、別に再分配にはこれならないよねとこの件で話をすると、まあ、あの今までの。 各曜日で各コメンテーターの方も話してましたけれども、やっぱ岸田さん自体は今回、その成長と分配の好循環を掲げてまして、はい、まあその一つとして、金融所得税の税率引き上げみたいな話って出てきてますよね、ええで。ここ最近ずっとマーケットが悪いのは、まあ、多少なりともその影響があるんじゃないかと。まあ、私は岸田ショックだとは全く思ってないですよ。日本の あの、ええ、この話ぐらいでマーケットがあんな下がるわけがないんで、実態はアメリカのインフレ懸念とか、中国の恒大とか、そっちの方が明らかに大きいと思ってますけれども、はい、ただ僕はこの金融所得税の税率引上げを、まず基本的にはすごくネガティブに見ていて、はい、この政策で格差が是正されるとあんま思ってない。むしろやり方次第によっては格差がより広がってしまう可能性があると思うんですよね。ええ、で あと、そもそもそのセンスのなさっていうか、っせっかく菅さんがこう今までのなんかこう負の部分をある意味背負っていなくなったわけじゃないですか。はいえー、で、これのおかげである意味顔すげえ変えた形でスタートできたっていうタイミングでですね、うんえー、まあ陽性者数も減ってきて、はい、岸田さんからすると結構やりやすい状況で始まったにもかかわらず、えー、え、一発目から増税の話し,しちゃってんのっていうこのセンスの悪さ。はーはーはい でしかもその再分配大事だっていうのはそれは僕もわかるんだけれども<ー>、そこ金融所得税の話しちゃうんだみたいな。はい、なので一回その総裁選の時にですね、僕は河野太郎さんの まあ年金の話で、ちょっとボロクソで叩きましたけど。はいえー、消費税でっていうやつね。はい。いや、岸田さんって、まあ、ちょっとこうね、地味な感じの方なんで、当時はそのコーンさんが出張って、底ばか目立って叩きましたけど、はい。岸田さんもしかして、同じく分かってないのっていう、ちょっと思うんですよね。この金融所得税の話とかっていうことを、まず、 話をするのもなんかセンスないなと思うし、ええ、この一発目のタイミングでその話持ってくるんだみたいな、ええ、いやその成長と分配の好循環すごい大事ですけど、はいええ、それは僕も,もう大賛成ですよただ順番があるでしょ、うん、成長させろよと、ええ、その後に分配を考えればいいだけの話であって、はい、なぜ成長もできてない20年間も成長できてない国が 分配の話を先に持ってきて、はい、かつその手段が増税である、えー、このセンスのなさって、結構がっかりしていて、えー、ま,あまだね、誕生したばっかだから、最初からね、なんかネガティブなこと言いたくないし、頑張ってほしいとしか思ってないですけれども、はい、の割にはね、ちょっと出だしからよろしくない。はあ うん、<laughs> なんかどうかな <laughs> その今おっしゃった通り成長して分配なのになるそうですよ順番ちゃんと考えてねっていう、えー、まあ言ってしまえば両方一緒にやろうみたいなでも成長がちょっと足りないぞみたいな感じなんですかねそこできてないじゃんっていうところですよね,すね、うん、はいニュース最前線でした「ダバダテーラダバダテテラダバダテラ」 ダバナテラテラ文化放送おはようテラちゃん。時刻六時五十四分です。今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。 読売新聞緊急調査で秋篠宮家の長女眞子さまと小室圭さんが結婚されることについて良かったと思うかどうかこれを聞くと「良かったと思う」との回答が53%半数超えてますね思わないが33%でした、まあ、ワイドショー異常なほど逃げ合わせているこのお二人のご結婚なんですけどもミヤネ屋でエコノミストの森永拓郎さんが「 病気なんだから、もう祝福してあげましょうよと発言したということなんですよね。<laughs> <laughs> そういえば、あのモリラナ卓郎さんは？ 小室圭さんに一目置いてましたよね。それなんか嬉しいんですか。<laughs> なんかそのなんだろう、一郎が大谷君をですね、ええ、こう一目置いてたとかだったら。ええ、なんかいい感じの話だなと思いますけど。<laughs> ええ、そう、うちの親父が一目置いたっていうのが、ええ、まずそもそもニュースバリューがあるのが、ね。で有名人だから。<ー>ええ,え、ね、そういうことがありました。あと、あのここ最近論客として注目を集める広幸子と西村広幸氏も、二人の。 今後ですね祝福外国に移住してたった3年で年収1,800万円の職を得るって相当優秀ですよと眞、えー、子さまは見る目があると絶賛したということですね。 お父ささんんがこのの小室さんに一目置くのと同じ理いやだから <laughs> もううちの親父とひろゆきに一目置かれることに何のバリューがあるんだっていう甚だ疑問ですけどねなんかむしろちょっと逆張りしたくなりますけど、ね、そ,その2人が押してるって聞いちゃうん <laughs>、えーえーえー、っていうところですか。う はい、あとですね10月1日からタバコの価格が上がりましたタバコ税の増税に伴う値上がりなんですが愛煙家からはまた値上げという嘆きの声が上がっていますヘビースモーカーで知られるお父様の森永拓郎さんですが11年前のタバコ値上げの時にこう吠えていました。 ライフスタイルの多様性を認めないという政策いじめだと思います格差社会の助長はやめろ民主党は弱い者への目配りをすると言って政権取ったのに真逆のことをやっているというと今回の値上げもかなりお怒りなんですかね そうですね,ね<ー>早くも相当な数のタバコをまた買い込んでもう買い込みましたまいつものごとくですね、はい、まあ若干風物しかしててですね<え>っやっぱタバコの値上げが報じられるとやっぱその一ヶ月ぐらい前にですね <えっ S 2> 業者のごとく買い集めて <えっ S 2> まあ一部を冷凍保存してですね、はい、え一部を冷凍保存って冷凍庫専用持ってるんですか 多分本来食のあの食べ物入れるところとかを多分押し出して、ねええ、あ美味しだっしちゃったんですか。まあだって私が子供の頃も私のおもちゃが入ったやつ全部押し出してね、ええ、あのタバコの在庫そこに入れたいってましたから。えじゃあ押し出されたおもちゃはどうなったんですかそれはもう放置ですね。そこら辺放置ですか。 すごくそういうところからです、ね、家庭内でのこう優先順位が垣間見えるというか子供よりもタバコみたいな。いやそれはでもそれは家庭の家族からしてみるとちょっとこう冷ややかな目で見始めますよね。ででももすねやっぱりもう,うちの おまあ、母親もそうですけど、はい、やっぱ人間慣れるもので<ー>ある意味ちょっと諦めの感情というかいちいち怒ってたらですね、はい、精神的にもたない自分のそこはちょっと達観しちゃってましたよねそうかタバコ値上げの風物詩がそれなんですね、うん、森永パパ二十歳から吸い始めて当時1日に2箱ですから40本ですかね80年には現 JT の日本専売公社に入社してタバコは食べ物と一緒でないと生きていています。 いけないものと言っていました、まあ、すでに110カートン38万5000円を購入済みということですねまあ、しかしですねタバコにも賞味期限というのがあるはずです、えー、森永パパこれを冷凍で今出たように冷凍で切り抜けると言ってまあ、それも急速冷凍庫で保存する一生分でも大丈夫だと豪語してやっぱり変わってないんですって そうでですすねね、えー、相変わらずです、ねはい、拍車かかってる感もありますね、タバコは食べ物、これ、ヘビースモーカーにとっては、いや、でもね、なんかそのコロナがね、えー、流行り始めた時から、親父は結構ロックダウンして、みんなで2週間引きこもれみたいな、ずっと主張していて、えー、まあ,ある意味、コロナに対して、すごいう危険視してたわけですよね、それはいい悪い、ほっときますけども。はい こんだけタバコ吸ってて食べ物だとか言っちゃってるやつがですねコロナが怖いとか言うんじゃねえとでその前にまずまずやめなさいよたばこをいやだってこんな吸ってたらですね、えーはい、コロナでどうかなる前に肺、はい、おかしくなるよっていうところなんですけどやっぱ中毒性がすごいみたいでもうやめられないんでしょうね多分。 えー、もうこれだから電子タバコとも違いますもんね。そうですね。ねだから私吸わないからわかんないですけど、えー、やっぱね紙で巻いたやつの方が美味しいらしいですね。いやー健康も考えてもらいたいですね。<laughs> 本当ですよ、ね。はい。間もなく七時です。七 <laughs> 時になりました。 10月6日水曜日7時になりましたおはようございます寺島直政です薄日が差している状態の浜松町は気温23度ちょうどですラジオ機のあなたの周りいかがでしょうか今日の関東午前中中心に晴れるでしょうただ朝のうち霧で見通しの悪いところがありそうです 現在農務注意報が千葉県埼玉県茨城県栃木県に出ています午後雲が多くなり夜になると雨の降るところがあるでしょう最高気温東京都心と横浜千葉埼玉ともに28度の予想です今日も半袖の日中は陽気ですねただ朝晩冷えます羽織るものがあった方が良さそうですね明日は雲に覆われ朝と夜は雨のところがあるでしょう東京地方今日は晴れのち曇り降水化 午前0%、午後20%、夕方6時以降30%、あしたは曇りの予報です。 今朝のコメンテーター経済アナリスト森永康平さんです森永さん改めてよろしくお願いいたしますよろしくお願いします日本ハム栗山秀樹監督60歳が今シーズン限りで優待することが昨日分かりました就任1年目の2012年にリーグ優勝大谷翔平投手を二刀流で育て2016年日本一に輝くなど通算勝利数球団最多 ただここ3年はですね B クラスに低迷しえそして10年を区切りに2023年の新球場開場へ向けたチーム強化を新体制に託します、えー、監督就任から10年球団では親分こと大沢啓治医師のですね2期通算11年に次ぐ長期政権の中栗山監督 スカウティングと育成という球団理念のもとにチーム作りに心血注いできました12年の就任以来1年1年が勝負こういう考えで単年契約で臨んできましたで去年は就任以来初の2年連続 B クラス今シーズンを集大成の1年と位置づけてその10年目を区切りとしてユニフォームを脱ぐことになったと。 栗山監督優待ということですがね、森永さんどうでしょう。まあ、そうですね。<え>そろそろ、まあ、かなりの長期政権でしたし。はい、まあはい チームとしての成績もですねやっぱあまりよろしくないということで、えー、そろそろじゃないかというふうにはね、えー、言われてたんで、まあ、やっと切り、まあ、もいいしとといいうところかなと思いますよね、えー、で後任はですね OB で侍ジャパン監督として東京オリンピックで金メダルを取りました稲葉さんですね49歳を中心に稲葉さんを中心にですね人選を進めていくということですが。が この人選は、まあ、こうなっていきますかけ、ね、そうですね、えー、これは規定路線なんじゃないかなと思っていて、はい、一応、私が1ヶ月ぐらい前ですかね、ちょっとつぶやいたことがあって、えー、まあそれは何かというと、栗山監督はもう、今気で辞めると、はいえー、で後任は稲葉さんだと。はい でえー、と日ハムからですね巨人に移籍というか行った中田翔がまず巨人の中で漂白されてですねブラックな方から漂白されてで横浜ベイスターズの投手陣が中田翔を復調させてそして涙の FA で、えーまあ、師匠である稲葉監督のもとにこうホワイトになった中田翔が戻るんじゃないかっていうところまでをシナリオで。 書いてたんでんまあまあ、まあ、その第一歩の栗山さんが辞めて<神>、えー、稲葉新監督っていうところまでは。 まあ合ってるんですけど、はい、ただちょっとね、思いのほか中田翔が巨人に行って全然ダメで、はいえー、まああの定横浜戦では打ちましたけれども、えー、それ以外じゃ全くダメと、えー、ああいう状況なんでね、そこのちょっとシナリオは崩れちゃうかもしれないですね。あ、そうなんですね。あと西ーもですね、辻初彦監督が今シーズン限りで退任する意向を固めたというのも昨日分かりました。え、リーグ5位に低迷するチーム、昨日のロッテ戦にも敗れて、優勝の可能性が完全に。 消滅しました就任前に3年連続 B クラスだったチームを立て直して20182019年にリーグ連覇を果たした就任5年目の名将がチームを去ると。 このの辻監督の退任はいかかがですかこれちょっとねびっくりしましたけどね、えーえー、ただ、まあ、日ハムは、ね、いい選手があのメジャーにみんな行っちゃうし、はい、西武は、ねえー、いい選手が育つと大体引っこ抜かれていっちゃうんですよね,すね、えー、だからちょっとかわいそうというか、えー、辻監督が悪いのかっていうとやっぱその引き止められないところ、えーえーね、秋山も出てっちゃったし中村も出てっちゃったし。はいえー でこれから先で言うとですね多分やっぱ源田とか殿崎とか、はい、山川とか<ー>まだ待ってるわけですよね,ね森とかもそうだし<ー>ここら辺も例のごとく抜かれていっちゃうと、はい、結局立て直すというかですね、うん、まあ毎回野手出てきますけども、はい、やっぱ育ち切るまでにやっぱ時間かかるわけで。<ー>そこら辺ねフロントの 能力っていうのはすごい大事でうちのっていうのもあれですけどベイスターズもやっぱね今年サード守っている宮崎っていうのが f えで出てっちゃうかもしれないというところでここちゃんと止められるかどうかですね横浜の場合はね結構出ていくとその直後に出てった選手以上に活躍する選手が出てくるっていうのがよくあって例えば筒香、出てった後とに佐野ていう選手が筒香以上の成績に育ちましたし 去年というか今年でいうと梶谷っていうセンターを守って選手、はい、巨人に抜かれちゃいましたけど、ええ、そこを、ね、代わりに桑原という選手が復活して出てきたりとかですね、ええ、こういうのがうまくはまってくれればです、ね、いいんですけど、ええ、やっぱ西武の場合はさすがにすごく優秀な選手をバンバンン抜かれると、はい、そのあ,あに入る人っていうのがですね 前任者を上回るというのはなかなか厳しい,厳しいですね。なのでやっぱね、<ー>ちょっとこういうフロントがちゃんとやってくれよっていうのは欠球があるかもしれないですね。はい、時刻七時十二分です。今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。ニュースピックアップこちら。毎日新聞世界成長率下方修正。 IMF= 国際通貨基金のゲオールギエワ専務理事は昨日、今月公表する新たな世界経済見通しで2021年の実質成長率を小幅に下方修正すると明らかにしました新型コロナウイルスワクチンが確保できない途上国の打撃これに加えて物価高や債務の膨張により世界の均衡が取れた回復へリスクや障害がさらに顕著になっていると述べました ギオル・ギエワ氏は来週発表するこの最新の世界経済見通しで先進国の,の GDP= 国内総生産が22年までにパンデミック前に回復するが新興国や途上国の多くは回復に何年もかかるこういうふうに予測していると述べました。 アメリカと中国依然重要な成長エンジンでありイタリアとヨーロッパは勢いを増しているがその他の地域では成長が悪化していると指摘しています主要なリスク要因でありますインフレ圧力22年には大部分の国で落ち着くだろうと予想されますが一部の新興国や途上国には引き続き影響を及ぼすだろうと述べてインフレ期待のこの持続的なです、ね、高まり 金利の急激な上昇ですとか金融かえ環境の引き締めこれを引き起こす可能性があると警告していますこのギオルギエワ氏の見解今お聞きいただきましたが森永さん、どうううででしょうそうですねこれまではやっぱり世界成長率を見ていく際に、はい、一つの大きなテーマはコロナだったわけですけれども、はい、まあ先進国ではちょっとその懸念の対象というのがもう一個増えてきて<ー>やっぱりインフレであると。はいでまあ アメリカがまあいい例ですけれども、まあ、やはり消費者物価指数が高くなってきて、はい、まあ当初はそのパウエルさんですね,ね<え> FRB の議長もまあ一時的であると言っていたとで今も一時的であるというふうに言っているんだけれども<え>最近のちょっと彼の声明とかを見ていると まあ、とはいえ若干ちょっと想定してたよりは少なくともその物価高い期間が長いというのがちょっとこう想定外であるというところがポロリと本音が出ちゃってるところも見えてますので、まあ、そういう意味で言うとこのインフレが果たして ね、このゲオール・ギエワさんも一時的だって言ってますけれども、はい、果たしてそのみんなが言ってる一時的っていうのって本当なんだっけと、はい、えいうところが、まあ、この先進国サイドでいうとちょっとこう不安要素としてあり、はい、でこれがあまりにも想像よりちょっと続いてしまう長くなってしまうと当然ながら、まあ、テーバリングそしてその先には金融の引き締めということをしていかなきゃいけないわけですが、はい、まあそのサイクルに入った瞬間に。はい やっぱ一時的でしたと。いうことで物価が落ちちゃうと。要、はあ、は景気回復の途中で引き締めをしたことになっちゃう。うわけですね。物価だけを見てやっちゃったせいで。ええ、そうすると、 え必要以上に、まあ、よくオーバーキルなんて言いますけれどもううまあ景気を必要以上に冷まさせてしまって、はい、そこがきっかけとなって不況になるみたいなことは起こりうるわけですから、はい、まあそういうリスク要因が大きくなってきたので、はい、まあ結果的に成長率の予測が下方修正されたということだとだ思いますね、はいはい、でこのゲオルギエワ氏はですね富裕国に対して途上国へのコロナワクチンの供給を増やしてで貿易制限をやめ コロナ感染のの検査あと治療に必要な資金200億ドルのギャップを埋めめるよう求めました先進国と貧困国の間にありますワクチン接種率の大きな差これを解消できなければ世界経済の回復が妨げられ今後5年間で世界の GDP の累積損失が5兆3000億ドルに達する可能性があるとしてましたこの貧困国のワクチン接種率を高める ここれが世界経済には重要だってことなんです、ね、そうですすねねそうやっぱりそのコロナの,このややこしいところっていうのは結局明確にいつ終わるのかが全くわからないわけですよねだって日本国内だって寒くなるにつれて第6波があって思ってる人っていっぱいいるでしょうし経営者の多くはやっぱそれを思ってるから設備投資とかもそんなに積極的にできないわけでで結局じゃあそのいつ終わるんだっけっていうのの予測のノイズになるのが。 まさにこの接種率の低さで、はい、例えば新興国とかで新しい変異が起きてしまった、うんで、一方で先進国は接種率が高まったからということで、こう海外からの入国とかも多少緩和してたりすると、はい、結局その変異したやつが持ち込まれてきて、ってはい、でまた第7波、第8波みたいになると、はい、いつ終わんだよって話になっちゃうんですよね。はい、そういうういい意味ででもやっぱりり貧困国国国というか、はい、まあ新興国でのワクチン接種率が先進国より 低いというギャップ、ええ、これを抑えることっていうのは、イコール先進国でもメリットがあるので、はい、やっぱりその世界的な接種率っていうのを見ていかないといけないっていう話ですよね。ええ、まあ、つながってるわけですからね。それがやっぱグローバル化がもたらした、ある意味、弊害でもあるということですね。続いてはこちら、朝日新聞、経済安保、こども庁通常国会視野に法整備。 小林経済安全保障大臣、昨日のこの就任会見で、半導体の供給網の強靭化など、経済安保を強化するための法案、来年の通常国会にも提出する考えを明らかにしました。 米中対立などを背景に重要物資などの供給網の確保、あと武器などに転用できる技術、そしてデータの流出防止、こういったものへの耐久対応が急がれていて政権として課題を洗い出した上で早期に取り組む方針です。 で小林大臣はですね経済安全保障の強化のためには社会生活活動のこの基盤、これを他の国に過度に依存しない戦略的自立性、これと国際社会でのこの日本の技術などが必要とされる戦略的不可欠性、これが重要という認識を示しました。 その上で担当大臣として重要技術の特定と保存・育成、基幹的なインフラ産業の安全性や信頼性の確保、供給網、サプライチェーンや技術基盤の強靭化に早急に取り組む必要がある、こういうふうに語りました。 安全保障大臣、新設のポストでして、米中対立など、国際秩序の変化に対応した措置です。まあ、この新設された、えー、安全保障大臣、経済安全保障大臣ですね、えー、この経済安全保障の重要性、森永さん、これ、どうお考えでしょう、はい、今あの、寺島さん、読んでいただいた各項目、えーはい、非常に重要だと思いますので、えー、そこに力を入れていくという姿勢は、もう100%賛同するんですけれども。はいはい ただやっぱその,この小林大臣ですかこの何でしょう関わらなきゃいけない調整しなきゃいけない先がえ外務省、防衛省ですよねで一方でその経産省とか財務省とも調整しなきゃいけないただ、別にその小林大臣は首相ではないですからある程度、その指揮権に関しても制約がある中でそれだけ多くの。 省庁、えー、と、えー、調整をしなきゃいけないわけですから、はい、非常に大変だと思うんですよ、えー、だからすごく大事なポストだし、はい、ここに力を入れるっていう態度の表明はもう100%素晴らしいですけど、えー、やっぱその分 その制約がある中でそれだけの多くの省庁との調整っていうのがどこまでできるのかっていうところはちょっと注目したいですねこれですから今森永さんおっしゃったみたいに外務省、防衛省経済産業省財務省といろいろ話しなきゃいけない。はい、でもそのの自分のところが 一段高い権限を持ってるわけでも何でもないわけですもんねはい。そうですねとなるとじゃあお金どうするんだみたいな特異にはその財務省行ったりとかするわけですよねだからそこの調整っていうのがすごい難しいですよね、はい、権限が一個上にあるんだったて思いますけど、えーえー、いいですけどねそうじゃないですものね、うん、さて野田誠子少子化担当大臣少子化対策担当大臣は昨日就任記者会見で子どもや子育てに関する政策を推進する子ども庁の設置を 含む関連法案について今年中に形を作って来年の通常国会にはしっかり出していきたいこういうふうに述べました政府は年内に関連政策をまとめる方針です子ども庁の設置をめぐっては野田大臣が座長を務めるこの自民党の政策グループがですね来年通常国会での法案提出を政府に提案していましたこの子ども庁の設置というのは森永さんこれはどうでしょう そうですね、えー、まあ僕も子供さん人いるんで子、はい、あその,子供のいる家庭に向けて、まあ、いい政策を打ってくれんだったらいいなと思うんですけど、はい、ただ、ここって僕すごくシンプルな話だと思って,て、えー、いて単純に、えー、国全体を成長させて所得を上げてくれと、はい、そして不安定な雇用形態にある人たちをなるべく安定した雇用に変えてくれればですね、えー、それだけでやっぱり。 何でしょう今、結婚したいけどできない人とか、はい、結婚したけど子供をちょっと作るのをためらってる人とかいっぱいいるわけですよ、えー、だからそのこう、なんかミクロの話うんぬんもうやってもらって構わないんだけども、はい、そもそも子供も庁以前に、はい、日本政府としてやっぱ国をまず成長させていく、えー、それが一番手っ取り早いんですよね少子化対策であるとか、はい、子供にいい環境で成長してもらうとかっていうのは。はいえー だから、そのミクロの話するのも構わないんですけども、まあ、そもそもまず大前提としてそこだよねっていうところは、はい、まあえて、なんでしょう、こども庁とか、ミクロのほうに行くことによって、視野がぶれないでほしいなというふうに思いますよね、はいはい、続いてはこちら、日本経済新聞、LNG 需給、世界で逼迫。 液化天然ガスの受給が世界で逼迫しています脱炭素を急ぐ中国が輸入を大幅に伸ばしロシアからの天然ガス供給滞るヨーロッパも調達を増やしていると。 中国ヨーロッパの調達競争が激しくなった結果、国際価格過去最高を更新しています。日本でも電力需要が増える冬場に LNG が不足し、電力の価格が高騰するリスクが高まっているという指摘もあります。森永さん、改めていかがですか。そうですね。ねやっぱこれからね寒くなってくる時に家計思い切りだ、はい、あの直撃する話ですよね。はい、でやっぱりそのさっきもちょっと触れましたけどロシアがですね。 政治的な対立っていうのを背景にして、はいえー、ウクライナに設置されているパイプライン、これを経由での供給を絞っていると、はい、いうところで,です、ねまあ、欧州が、えー、この LNG を調達したいと、はい、で一方で、ね、中国もその石炭の輸入止めたりして、えー、今、国内やばいじゃないですか、すね、停電起きたりして、ね、<国>そこ代替として LNG が欲しいと。えーはい いうところなのでまあそのヨーロッパ大陸というですねある意味大きな経済圏とまあ、中国というでかい経済大国がうちにくれうちにくれをやれちゃったせいで一気にこの価格上がってなんか日本も巻き添えを食らってですね、はい、おそらく、えー、そうですね時差がありますから反映されるまでの時差を考えるとやっぱり3、4ヶ月後ぐらいに結構物価の 品目別の価格指数でもですね、えーはい、電気代とか、えーえー、そういうところに影響が出てくるんじゃないかと思いますね34か月先に影響が出てくるとう、ね、そうですねしかもそのタイミングでやっぱり為替がどうなっているかっていうのも日本国内で見るとちょっと物価に影響が出てくるんで、えー、その間までに例えば円安になっちゃったりすると、はい、さらに為替分が乗ってくるということもありますよねは,はいでこの今も話出ましたけれども液化天然ガス LNG 市場で存在感増 調査会社によると2021年の中国の輸入量は世界の全体のおよそ 2, 2割ですね。 ええー、二十パーセント、ええー、二千十五年には八パーセントでしたから、まあここと比べるとこの六年で十二ポイント上昇ということです。で、CO2 二酸化炭素の排出量が少ないエネルギー源として調達を増やしているということですね。ええー、まあただですね、LNG の供給側、ええー、この産出する側ですね、こちらは頭打ちなんだそうでして、ええ、世界最大の天然ガス生産国でありますアメリカ一月から 7月過去最高の輸出量を記録しましまたただオーストラリア、カタールなど他の主要生産国も増産余地は乏しいとされます。となるとこの LNG の供給、これも課題です、ね、そうですすねねそう現状、うん、そのアメリカが世界最大の天然ガス生産国ですけれども。はい 実際今アメリカの,その液化設備これの稼働っていうのはもうほぼフルフルなのでこれ以上の増産は見込めないんじゃないかという話もあるわけですからそうするともう供給がこれ以上増えないという中で寒くなってきてさらに需要が高まるってなると当然値段がまたさらに一段高く、えー、すすするとといううこででよねねそ続いてはこちら読売新聞「アンモニア東南アジアでの利用重要」。 国際エネルギー機関燃やしても二酸化炭素を排出しないアンモニアに関する報告書初めてまとめました2030年時点で火力発電所が多く残るとみられる東南アジアでの利用これが重要と指摘しました 日本の商社ですとか電力会社アンモニアの生産やこの燃料利用に力を注いでいるということなんですねで、このアンモニアの生産コストについて報告書には石炭と比べ、えー、高価なままだと指摘されていますえただ温室効果ガスの排出量これを金額に換算するカーボンプライシングこれが導入されますと発電コストは近づくと予測されていますいやこれですから、えー 今、日本、現状としてアンモニアの生産や燃料利用に力を注いでいると、あとこのカーボンプライシング、これが導入されると発電コストは近づくと予測されているということ、これ、カーボンプライシングというのは、どう理解すればよろしいですか まあ安い、成立にして、はい、まあエコじゃないやつ、二酸化出すバンバン出すようなものに対しては、まあ負荷をかけますよと。ああ、はい、高くするそうすると結局生産コスト、 だ、けで比較すると多少割高だったとしても、ええ、結果的にその燃やした時に二酸化炭素が出ない例えばこのアンモニアなんかまさにそうですけども、ええ、そういうものはそのカーボンプライシング後のトータルで見たコストっていうのは生産コストで比較したときよりは割高感が消えるということで、ええ、まあ今後そうなっていくわけですから、ええ、まあ今、日本が。ええあの 新しいエコな燃料的な発想で、はい、まこのアンモニアに注力しているということですね、ええ、そうですかあの経産省はですねこの二酸化炭素を排出しない燃料用のアンモニアの国際取引の活性化に向けて価格指標作りに乗り出すということなんですがこれは、まあ、なるべく安くに手に入れたいってこともあるってことですか。 まあ結局、今どれぐらいの相場感で取引されているのかというのをまあ他の原油とかみたいにちゃんと明示できるようにしたいという話だと思うんですよねただ、気をつけなきゃいけないのがこれ結局、価格指標ができたりするとそれって今のご時世金融消費につながっていくじゃないですかでそうすると投機的なね原油なんかもまさにそれを思い切り食らってるわけですけどもまあこれから上がるよねと供給が例えば何かしらの理由 例えば戦争とか天変地異で、はい、例えばパイプラインが壊れちゃったとか、はい、なんかこう大きな工場設備が壊れたとか、えー、まあ供給が明らかにストップすることが分かっている中で、うん 例えば、需要だけは上がっていく、はい、例えばこれが寒くなるからとか、えー、いろんな理由があると思うんですけど、えー、そうなってくると当然、投機家たちは何を考えるかというと需、えー、給で見たら絶対上がるってもう分かってるわけですから、えー、先回りして買うと、はい、そうなってくると本来その実需として必要な人たちが必要以上に割高に買わされたりするわけですから,、えー、だからそういう意味では悪用とまでは言わないですけど。 まあそういう副作用みたいなのがこれによって起こらないといいなというふうにはこのでもそのアンモニアの発電というかそういったものっていうのはいつぐらいを目指してるんですかねこれね。 ねえまあでも2030年ぐらいとは言われてますけどねはあ、はあええ、果たしてそれがだから着々とというか順調に開発が進んでいくのかどうかで,す、ね、まあでも今そっちにかけるお金っていうのは調達しやすくなってるじゃないですか,そう,ですかそうかそうか先ほどのお話でもあるよう、うん、そうですねだからまあそういう意味では今までのスピード感よりは早い形で進んでいくんだと思いますけど、ねええはいまあ、あとはだから技術が追いついていくかっていうことですよねきっとねそうですねまあそこでも金がつけばね、はあ、研究者も研究しやすいしお金は大だ 大事なんですね。<や>そういう意味で、ね、そう間違いないね。はい、そうなんですね。そりゃそうだ。何にもない中でね。で研究しろっつったって。だからその研究者だって、結構海外に出ちゃったりとかね。一番の問題は中国がやっぱね。金ねつんで引っこ抜いちゃない、えー、う方ですね。うん、はい。時刻七時三十分です。ダバダテーラ。ラバダテーラ。ラバダテーラ。ラバダテーラ。

今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永光平さんです読売新聞が岸田内閣の発足を受けて緊急調査を実施しました岸田内閣の支持率56%となりました菅内閣末期の前回の31%は大きく上回っていますが菅内閣発足時の74%には及びませんでしたなお不支持は27% これ森永さん、菅内閣と比べると発足時の,この支持率というのは、まあ、ですねまあでも、ね、コロナ禍ですからね、足元、はい、まあの陽性者数が減っているっていうのが、まあ、むしろ。えー はい、この56%、ええ、ちょっと上にこう押し上げてくれてるんじゃないかなっていう気がしますよ、ねはあ、これ、だから、もしですよ、<う>まだ依然として、1日の感染者数だとか、はい、あと医療逼迫だとか、そういったものがあの高かったら、ここまでの数字じゃなかったってことですかね、ええまあ、少なくとも、不支持率とかっていうのを見ていくと、はい、やっぱりある程度の関係が見えるんですよね。ええ まあ要はその陽性者数が増えたイコールなんか対策がうまくいってないみたいな、はい、こう直結されがちなので、えー、そういう意味では足元下がっていたというところは岸田さんからするとさっきも言いましたけども追い風って言ったら変ですけど、ね、まあコンディションは良かったはずなんですよね。えーはい えー、岸田内閣の閣僚20人のうち初入閣が13人、えー、これは評価するが61%評価しないが23%岸田総理は内閣や自民党役員人事でベテラン・中堅・若手のバランスを重視老僧生なんて言ってましたがこれを評価するとの回答は64%評価しないは24%一方で党の幹事長に甘利明氏が起用されたことについては評価するが30% そして評価しないが48%、岸田内閣、自民党の役員人事、まあ、今、この甘利さんの幹事長、評価低いですね。結局、お金の問題もありましたしね。ただ、全体で見ると、いろいろ配慮して、バランス取った感じ。はい な気はしますけどね顔ぶれ見てると、えー、また新型コロナウイルスめぐる政府の対応、評価するが49%、前回35%でしたから、14ポイント上昇です、評価しないが45%と逆転してますね、えー、そして、えー、この去年の11月から11ヶ月ぶりに評価する、まあ、これが上回ったということですね、新型コロナウイルス対策として、えー、岸田総理、まあ、これは。 森永さん、何期待しましょうか、ね、まあね、陽性者数は今は減っている、はいはい、わけですから、えーまあ、とはいえ、やっぱり傷んでる人たちってのは別に変わらずいるわけで、えー、やっぱまずその人たちにいち早く対策してくれっていうところは、まず言いたいですよね、えーはい、今朝のコメンテーター、経済アナリスト、森永浩平さん、でした森永さんありがとうございました。こののは武田哲也今朝三枚ろしです 放送おはようてちゃん時刻7時48分ですおはようてらちゃん,ちゃんこの時間からコメンテーターは九州大学 教授瀬テ久さんです。瀬さんおはようございます。あおはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今東京あの浜松町は日差しが出ていいお天気ですが、はい、福岡いかがですか。あ福岡もいい天気ですね。あいい天気ですか。はい、えー。秋らしいお天気。秋らしいお天気ですね。昨日も快晴でしたし、えーえー、今日も本当に。えー 快晴に近い天気ですね。気温はどのくらいあるんですかね。日中、えー、どうですかね。えー、あの非常に過ごしやすい、えー、あの気持ちのいい一、えー、年で一番いい感じの気温ですね。あ,あ,<今>あの日立空気も乾燥して。はい はいいいそうです、ねね、いいですすねね、うんはい、東京も28度くらい、き、ね、えー、まあちょっとお、まあ、例年に比べると高いというかあ、まあ、でも毎年この時期、まだまだこの夏日以上引きずってる感じありますもんね、残暑ね。 さて、えー、スウェーデン王立科学アカデミーは昨日2021年のノーベル物理学賞を地球温暖化をコンピューターで予測する気候モデルを開発したアメリカのプリンストン大学上席、えー、研究員の真鍋淑郎氏ら3人に授与すると発表しました。 国連の気候変動に関する政府間パネルの温暖化予測に使われて環境問題に対する意識の高まり持続的社会への転換などに貢献したこ、まあ、この点が評価されたとということです日本人のノーベル賞受賞者は2年ぶりということなんですけれどもこれ、誠さん、いかがですか。いや まあ、本当にに喜ばしいですよね、はいえー、確かにた,ただ、あれですよねあのこ,この方もアメリカ国籍なんですよね、でねで27歳の時に、えー、あに渡米して、キャリアのかなりの部分はもうアメリカでやってますので、半分はアメリカ人が受賞したみたいなもんかなと思ってますが、あ<ー>まあ、だけど、えー、あの日本であのこうこう研究を始めたわけですから、そこはあのとても嬉しいですね。はい でこの真鍋さんですが1969年大気循環と海洋循環このデータのを組み合わせてですねコンピューターによるシミュレーション模擬実験を行ってえ気象予測を行うプログラムであります気候モデルというのを世界で初めて発表しましたこれ真鍋さんの受賞で地球温暖化に一層関心というのは高まっていきますかね いやと思いますけれどもね、やっぱりノーベル賞を取る人というのは目のつけどころがすごいですよね、<ー>1969年の段階でそういう、えー、あのシミュレーションモデルを作っていたっていうのがすごいなと思いますね。えーえー でこの真鍋さんがですね気候変動の研究に本格的に取り組んだのが1960年代研究を始めた時は気候変動の研究の重要性については思ってもいなかった私の研究の原動力のすべては好奇心だったとプリンストン大学での記者会見で語ってます、うん、で世界が干ばつなど気候変動による災害に直面し家を失う人も生じている現象に危機感を示して 我々は気候変動を軽減する必要があるだがまず今まさに起こっている気候変動を認識し対処する方法を見出さなければいけないこういうふうに強調しました自分がどういう行動を取るべきかも考えているところだとまあ会見では言っていますで気候変動を理解することは難しいだが気候変動から生じる政治や社会の出来事を理解することはもっとももっと難しいとこういうふうにも言ってますね で今回の受賞決定、私にとってはノーベル平和賞だと信じていると気候変動が政治や社会に及ぼす影響の大きさを表現しています。 この自身の研究ノーベル平和賞だと信じていたという真鍋さんなんですけれども98年にはですね私の研究は古典物理学なのでノーベル賞にはならないと思いますと否定していたということなんですが<お>瀬さんこのああたりりいかかでですすや,やっぱりあれですねあの<え>温暖化の問題というのが最近関心が高まってますから、はい、まあそれでこの真鍋氏の,あの受賞というのも。 あの仕事っいうのもどんどん評価されるようになったんでしょうね、きっと。現代の,、えー、あの今の見方っいうのが、えー、やっぱりこう科学技術の歴史を見るときもですね、はい、やっぱ反映すするところがありますよね真鍋さん、60年以上続けてきた研究について、楽しくて仕方がなかった、困難はあったかもしれないが、非常に面白い人生だと思うと語っています。 六十年以上その研究をしていてずっと楽しかったってのはこれは素晴らしいことでしょうね。いやそうですよね。えー、でこれ大切ですよね。あの、うん、やはりだからこう子どもの科学技術教育みたいなことを考えるときも、うん、やっぱ研究楽しいなというですね。えー、なんかこう好奇心を持っていろんな現象を見て、うん、こう。 楽しいな不思議だなっていうですね。やっこう感受性みたいなものも大切ですよね。それを育むのが案外一番大切なのかもしれないですね。えー、あ,あの例えば小学生ぐらいの時というのはですね。えー、えー、世さんもあのまあ研究者の一人でいらっしゃいますけれども、はい、はい。やはりあのご自分の研究されている時ったら楽しいんですか。はい 楽しいですね。確かに楽しいですね。楽しいですし、私の場合は割と何て言いますかね、こうその時々でなんかある学者とかですね、あの身近な先生とかに惚れる惚れるんですね。で惚れて、でその人のやってることがすげえなと思ってですね、あのしばらくその人にずっとこうついて回るとかあのいう感じを繰り返してましたね。例えば書物だとかそのね何か論文とかを追っかけするわけですね。 えそれもですし<っ>あの身近な先生でしたらもう<っ>まさに物理的についてもうあの行動として <laughs> 追っかけをされる、はいはい、学生の時はそうですか、えー、そういう方がもう何人もいる。うん 若いときはそうでしたね、えー、最近ちょっと感受性にぶってきて、あんまり <laughs> いやいや、そうじゃないでしょう、一時的にはもうこの人についていくんだっていうふうにこう思って、はいはい、また新たな人がこう出てくるわけですよね,あそうですね、数年ごとに出てきますね、<え> <laughs> 数年ごと、<laughs> それは心変わりとしては早いのかどうか、まあでも研究ですからね。 絶えずこの新しいものというかあの生産の興味のあるところに今でも向かっていってるってことなんですね。はい、だと思うんですけどねやっぱな最近だんだん、えー、患者性鈍ってきてる感じはしますけどそんんななことないです、はいえー、もしっってるんだったら、えーうん ちゃんとしましま <laughs>、ね <laughs> はい、さて、はいあの、近年の日本人のノーベル賞受賞者の多くがです、ね、日本の科学、基礎研究の現場は深刻な危機に直面している、こういうふうに訴えています、文科省の分析で、科学論文の質の高さで、日本は20年前の世界4位から10位に後退しています。 この日本人ノーベル賞受賞者の危機感、これはの日本人がです、ね、ノーベル賞をかあの受賞するたびに何か最近は聞いているような感じがするんですけども、この日本人ノーベル賞受賞者の危機感、改めて、さんいかかがですかいやこれはまあそうだと思いますね。<laughs> あのやっぱり今 あの研究者になるためのこうハードルが高すぎると言いますかですね、はい。あの研究者になって食っていくよう食べていけるようになるまでがものすごく時間がかかるんですね、はい。ですからあの優秀な人ほどなんかこう大学院とかに来なくてっていうのはおそらくまあ文系はまさにその通りですなんですけれども理系もまああんまり変わらないと思うんですね、はい。ですからもう少しやはりあの若者がこう夢を持って研究者になれるようなですね、はい、なんかその。 そういう風にして いかないとまずいいなと思まますね、えー、またその夢を持って研究者になってからの研究費っていうのも少ないって言われてますよね、研究費が少ないですね、まあ、それにそのポストが少ないですね、だからやっぱり優秀な人がどんどんこう海外に出てしまうということは、今後、ま、下手するとますます増えてしまう感じがするんですね、えーで、そうならないようにしていかないとというふうに思いますけれども。はいでまあ、今回受賞された真 先生もですねこういうふうにおっしゃってまして日本の研究の現状については日本では好奇心に基づく研究がしにくくなっているようです、うん、政治家と科学者のコミュニケーションがうまくいっていないのも問題と思いますと、まあ、研究、あと教育の環境の改善ですね、はいえー、科学者と政治家が共に考えるよう促したということですがこの見解いかがですか。 いや、そう思いますね。えー、あの、それに、まあ、もう一つはあれですね、あの、ずっと。 あの私も藤井先生もあのずっと言ってますけど、はい、やっぱり緊縮財政やめたほうがいいというか、ですね、はいえー、でじゃないと、あのなんというかな、こう今、あの研究者の現場が忙しすぎるんですね、はい、で私も本当、誰かにこう、例えばさ先ほどの話ですけど、こう惚れてずっとそのことばかり考えてやっていきたいとも思うんですけど、えー、なんかこう、いろいろ細かい仕事が多いんですよ、それで、なんというかねこう、現実に引き戻されてしまうような時間が長いと言いますか、えー、雑にですね。はいえー、でですのでやはりこう もう少し人が増えるようなことをやってほしいですね。はいえー、あの今仕事量に対して、人が少なすぎるんじゃないかと思いますね。人増やすためにはお金が必要で、すからね。そ,うですねそのあたりの予算の拡大というところになってきますね。すはい。ま、はい、もなく八時です。八時。 「なりました」 10月6日水曜日8時になりましたおはようございます寺島直正です 日差しがさらに強くなってきました。二十四点一度、湿度は六十一パーセント。だいぶ下がってきましたね。え今日の関東地方、午前中、中心に晴れるでしょう。ただ、朝のうち、霧で見通しの悪いところもありそうです。え午後、雲が多くなり、夜になると雨の降るところがあるでしょう。最高気温、東京都心と横浜、千葉、埼玉ともに二十八度の予想。今日も半袖の日中は陽気ですね。ただ、朝晩冷えます。ご注意ください。明日。は 今は雲に覆われ朝と夜雨のところがあるでしょう東京地方今日は晴れのち曇り明日は曇り現在農務注意報が千葉県埼玉県茨城県栃木県に出ています さて今朝のコメンテーターは九州大学教授瀬照久さんです瀬さん改めてよろしくお願いいたしますあよろしくお願いします読売新聞の記事で読売新聞がですね岸田内閣の発足を受けて緊急調査を実施しました岸田内閣の支持率56%でした 菅内閣の末期の前回のこの31%大きくこれは上回ってるんですが菅内閣発足の時を見ると74%ですから、まあ、ここには及びませんでした不支持率は27%瀬さんこれ菅内閣と比べるとですね岸田内閣発足時の支持率は低めですかね はいそうですね、はい、これ、菅内閣がなぜか高すぎたような感じもするんですよね、はーはー74%というのは。えーえー、で、まあ、今回は、あれですねあの、まあ、マスコミがちょっとこうこ河野さんを、はい。 なんかこう押しすぎてたような感じがするんですよね。<ー>で、なんかこうこ河野太郎がなるぞみたいな感じで報道してましたし。だ、はいうん、かそちらの方を押していたので、で、なんかそ,その。まあ、多くのこの世論調査を受けている人というのは、河野さんにも岸田さんにも会ったことないわけですから。はい、まあ、マスコミの伝え方によると思うんですよね。うん、で、まあ、今回はその河野推しだったマスコミが。うん、まあ、あの、そちらにこう期待を皆さんの期待を持ってってたので,、はい、で、岸田さんになったからっていうことで、ちょっと。 低く出ちゃったんじゃないかな<ー>ということを思いますね。 で岸田内閣、まあ、今回閣僚20人いてです、ね、初入閣が13人となったわけなんですけれども、はい、これに関して、評価するが61%、評価しないが23%、岸田総理は内閣やこの自民党役員人事で、ベテラン、中堅、若手のバランスを重視、まあ、これを評価するとの回答が64%、評価しないが24%。 一方で党幹事長に甘利明氏が起用されたことについては評価するが30%そして評価しないが48%でしたこの岸田内閣自民党の役員人事これどう評価されますかいや私は結構評価してますけれども まあ、一つはその確かにバランスが取れてるって、バランスがいいんですね、岸田さん、やはりこうなるべくこの党全体を上げてということを考えているんだと思いますね、はい、私、それ結構大切だと思います、でもう一つはあの、まあ、総裁選で争った、例えば高市さんを政調会長に起用したとか、また野田さんをあの少子化担当省とか、そういうところも、うん、あのうまくあの入れてると思いますね。私は結構高高市市ささんんををししてましたので会長 ししたといいうのも私はあの結構評価してます政調会長というのは大切な職務でまさにこう政策を党が出していくときの要になるものですからなんと言いますかあの例えばあの財政の問題にしても、はい、あの積極財政策みたいなものを取っていく可能性が高い、はい、地産は高いと思いますのでそういうのはあの法律を作っていくときもいろいろ関係してくると思うんですね。えー、でまたはあの なんですかねあのいろいろこう皇室の問題とかですねそういうのもありますし私は高市さんが政調会長になったってのは期待してますねあとは例えばあの萩生田萩生田光一さんですねあの経産経産大臣ですね文科大臣から経産大臣ですねそうですね萩生田さん私はあの文科省の時にですねあの例えばあの英語の民間試験導入をこれもう無理だっていうことであのもうあのだもう直前になってやめたっていう経緯がありましたけど。 私はあれ結構英断だったと思うんですね、おーおーでそういうことで、あの萩生田さんは、まあ、まさにこういろんな声を聞きながら、ちゃんと決断すべきところはしていく政治家ではないかなと思いますので、はい、で経産省でもあの手腕をぜひ発揮してもらいたいと思いますほ、ねはいえー、他には、ですね新型コロナウイルスをめぐる政府の対応を評価するが49%。 前回35%でしたから14ポイント上昇してますね評価しないが45%ですから評価する逆転しましたねで去年の11月から11ヶ月ぶりに評価するがこれ上回りました新型コロナウイルス対策として岸田総理、えー、世さんは何を期待しますか そうですねあの今まで、なんて言いますかね、あのちょっとこう、はい、キャラが強い人が新型コロナウイルス対策やってたというところはあると思うんですが、ねはいまあ、西村さんにしても、ですね、えー、あの河野さん、ワクチン担当者だった河野さんとにしてもですね、はいえー、なんかともかくち、ちょっと個人が目立ちすぎで、まさにこうコロナ対策というのは総合的にやっていかなきゃいけないところなんですけれども、えー、なんかこう、うまく連携が取れてるのかなっていうのは。はい 若干心配だったんですよね、うん、<laughs> で,で,ですので今回はあの割とこうチームワークをあのはは重視したと、うん、あの岸田さん自身も言ってたと思いますけれども、うんえー、そういう意味では。 あのまあこういう総合的に当たらなきゃいけないあの対策についていあのまあ良い人選をしたんではないかなと思います連、はい、連携が取りやすいんじゃないですかねはいあとは読売新聞のこの調査で秋篠宮家の長女マコ様と小室圭さんが結婚されることについて良かったと思うかとこういう質問もありましたで良かったと思うという回答が五十三パーセント半数超えてますね思わないが三十三パーセントでしたこの結果はどうです。 <今>うんどうですかね、私は別に良かったとは全然思わないですけれども、ねーーえー、いやもうそれはね、個人のいろいろ気持ちがありますからね、いやそうですよね、思ったより良かったと思う人が多いんですね、半分を超えてるというね、いや、私はやっぱりこの問題、<っ>まああのこさ、ねはい、まが、あ、皇室からこう出て、 生きなさるということですので、はいうん、まあ、あまりとやかく言うもんではないような感じもしておりますけれども。うん、ただ、私はこの前の宮内庁の発表で、その眞子様が P. T. S. D. にかかっていたとかっていうような話。はいえー、あれはちょっとないなと思いますね。あ,<ー>ああいう発表。P. T. S. D. ですね。はい、あの、宮内庁は。 なんかもうちょっと私はしっかりしてほしいなっていう感じがするんですね。<っ>で宮内庁はやはりこう国民の中でこう数形されるというか敬愛されるように皇室を持っていくっていう必要が私はあると思うんですけれども。はい 宮内庁はそれを発表すべきだったのかとかですね、えー、なんかそれを聞いて多くの人はあやっぱ国民のせいなのとかっていうふうに私たち結構心配してたんですけどっていう何、ね、かいろいろこう心配、えー、まあおせっかいかもしれませんけどいろいろ心配してたんですけれどもだけど我々のせいなのみたいになんか思っちゃってですね、えーはい、なんかだったらもう心配もしませんよとかっていうふうになってしまうと。 ちょっとなっていう感じもするんですよね。ですから、<ー>私はなんかもうちょっとこう宮内調しっかりしてほしいなって感じはしますね。はい。今朝もあなたの周りの情報を教えてください。メールはテラアットマーク J O Q R ドットネット。ツイッターはハッシュタグおはようテラちゃんでつぶやいてください。たくさんのメールつぶやきお待ちしています。 てらちゅ時刻八時十五分です今朝のコメンテーターは九州大学教授瀬照久さんですニュースピックアップこちらいきましょう読売新聞肝入り政策実現へ新組織 岸田総理が経済あと社会保障政策をめぐって新たな会議の創設ですとか行政機関の見直しを目指しています。組織再編などを通じて自らが自民党総裁選で掲げた政策を推進する狙いがあります。各省庁の間でのこの調整はですね難航も予想され一気にこの改革が進むかどうかというのは不透明という指摘もありましたが、まあ、総理がですね記者会見で表明した新しい 資本主義実現会議これを早期に設置したい意向です新型コロナウイルス後の経済社会の在り方、これを念頭に成長戦略、分配戦略、車の両輪とこちらを位置づけて具体策を検討するということですが、瀬さん、このあたりの考えはどうでしょう。私はここ 大いに期待はしてますね岸田さんがこの、まあ、新自由主義政策を転換して、はい、え新しい資本主義を実現するのだっていう話を、はい、まあここを。 あ、ままあ、以前からずっと言ってます。けれども、ええこ、このところこう新しい資本主義っていう言葉も使い始めましたよね。ですので、えー、ま,まさにあの成長戦略と分配戦略を両輪と位置づける。まあ、私はもう少しあの必要なところもあると思うんです。けれども、ええ、まあ、あの分配の方にもあの関心を持つというのはあの大いに結構だと思ってます。はい、で,で、そしてあのまあ、ただこれどうですかね。これはあの新組織というよりは、まあ新しい審議会のようなもの。 えーえー、なので、まあ、大きな組織変革になるようなものではないとは思いますけれどもこの成長戦略としてです、ね、岸田総理はデジタル田園都市国家構想これを掲げます、はいまあ、地方でのデジタルインフラを整備して、はい、地方と都市の格差を埋めて地方創生につなげる狙いがあるということなんですが、はい、こちら、誠さんいかがですか。いやこれも、えー まあ、あの結構期待してます、はいはい、でこれでデジタルを使うことによって、まあ、あのできればあれですよねあ,のこうあんまり引っ越さなくてもいい社会っての私は作ってほしいと、はい、あの以前から言っておりますが、はい、あのえデジタルによってこう割とこう地方に住んでいても いろいろ稼ぎのいい仕事とか、ですね、はい、人生の機会っていうのをたくさん得られるような、ですね、ええ、でそういうふうなあの社会を作っていってほしいなと思いますので、このデジタル田園都市構想、そういうふうに持っていってもらいたいですねこれ、でも、瀬尾さん、少し、あのー、は離れますけれども、はい、ネーミングですよね、ええ、デジタル田園都市国家構想って。ええ これ誰が考えるんですかね確かにだから田園っていうと何かこう緑ばあとかね今だったらこの収穫の時期を迎えた、ねはい、えなんかあのー、田んぼというかそのね稲がこう浮かんだりとか、はい、はたまたいろんなものが浮かぶラジオ機の方によって違うかもしれませんがデジタル田園都市構想国家構想、はいえー、このネーミングいかがですか これも、まあ、いいんじゃないですかね。ええ、あの、で、田園都市、田園都構想って以前ありましたよ、ねはい。えええー、で、まあ、それを引き継いでっていうことを。 もあるんでねそれに引っ掛けて現代版だってことで今度はデジタルってのをつけたっていうことですかね。でまあいいんじゃないですかね、デジタル確かにちょっと奇妙な組み合わせではありますけれども、前からあった構想にこれはデジタル化さらに加えてきますよってことなんですね、そうですね、均衡ある発展ということなんですよね、均衡の取れた発展ということですね。 中国で2019年5月 PCR 契約急増オーストラリアとアメリカに拠点を置くサイバーセキュリティ会社インターネット2.0の調査チーム新型コロナウイルスの感染者が世界で最初に報告された中国武漢が位置する湖北省で PCR 検査機器の契約数が2019年前半から急増していたとするこの報告書をまとめました。 チームは新型コロナの出現がこれまで考えられているより早かった可能性があると結論付けましたが契約件数、継続的に増加傾向だったため報告書の結論には慎重な見方もあるということですが、うん、瀬さん、こういうことが分かってきたんですね。いやそううですね。ね<え>これもうだいぶ… 以前から言われてましたよね、ええ、あのコロナっていうのは、ええ、あの中国の武漢の,あの研究所から,所からあの流出したんではないかっていう、ええ、まあこれこ故意ではもちろんないと思いますけれども、はい、な何かの事故,事故ですよね、ええ、思いがけない突発的なことで流出したんではないかって言われて、ええ、これ結構あの最近アメリカもイギリスもなんかそういう議論が増えてきてますけれどもいや 今回の件というのは、まあ、それを裏付ける一つの証拠になるのかなって感じもしますね、えー、で契約額が急増したのが19年2019年5月武漢で地元当局が公表した新型コロナによる最初の発症例はそれから半年以上先、19年の12月だったんですが、うん、調査チーム、5月に最初の感染があった可能性がある、まあ、こういうふうに指摘しました。 で今回の調査結果パンデミックのこの発生時期についての仮説を覆すものですえ、パンデミックの始まりが中国が世界保健機関に通知するよりもはるかにもう半年以上早く前にですねえ早い時期だと高い確信を持って評価していると結論付けたということなんですけれども、はい、いやこの 5月にどうも,もうその発注が増えたと契約額が増えたと、えーはい、でもこの公表したというか届けてたのは12月だったっていうこの食い違いですよね、えー、はいそうですね、えー、はい。まあ結構た割と信憑性あるような感じもしますね、うん、そうですね、はい まあただですね。湖北省での契約額は最近56年ほど増加傾向にはあったといいます。アメリカブルームバーグ通信は pcr 検査は幅広い目的で使われていて、新型コロナだけではなく、病原体を検出する方法として普及していると指摘え、報告書が示した。結論に達するには十分な情報が揃っていないとする専門家の見解を伝えています。まあ、こういう意見が出てくると。 はい、なかなか難しいですね、これまたね。そうですね、えー、あのただ、まあ、これ、これあれですよね、あの中国の、まあ、システムの中で、はい、何かこういうあの事故があったときとか、何かこう突発的な出来事があったときに、すぐ報告するのだと、はい、ですぐ報告した方が、た例えばあの組織であの評価されるのだと、えー、あのいうようなあの形ができ できてればいいんですけどそうじゃなくてやっぱり隠蔽した方がいいのだっていう、えー、なんかそういう組織形態な,の、えー、なんでしょうねおそらくねですからなかなか発表できなかったっていうのがあるんじゃないですかね、まあ、この反省を生かししてほしいですけどね続いてはこちら「産経新聞中国・沖縄の独立あおる」。 フランス軍事学校戦略研究所が、えー、世界で影響力拡大を狙う中国の戦略について報告書を発表しました中国が潜在的な敵の弱体化を狙い沖縄とフランス領ニューカレドニアで独立派運動を煽っていると指摘していますいやこういう報告書が出てきたんですね、うん、はいいそそううううでですねね中国もやるでしょう、ね、そういうこと <laughs> で沖縄への関与はですね中国にとって日本や在日アメリカ軍を妨害する意味を持つと指摘沖縄の一部住民には日本政府への複雑な気持ちが残りアメリカ軍基地への反発も強いため中国にとって利用しやすい環境にあるとしています。 まあそれを踏まえた上での中国の動きというのも非常に気になりますね。いや本当だけど、これはまあ日本も,もうすでに予測して動いてはいると思いますけれども沖縄のそういう運動にそういう外国からの干渉があるというのは。 あの一応、想定には入れてるんではないで,すか、ねはい、で中国は独立派と同じようにです、ね、憲法9条改正への反対運動アメリカ軍基地への抗議運動を支援していてその背景には日本の防衛力の拡大を阻止しようという中国の狙いがある、まあ、こういうふうにこのフランス軍事学校戦略研究所が指摘しているわけですがこれ、どうでしょうか。はい いやまあ、そういうのもやるでしょうね、<ー>中国はいろいろ政治的に動きますので、はい、な私なんかあのちょ、ちょっと意地悪かもしれませんけど日本もこういうの見習ってほしいですね、えー、あだからあの沖縄の独立運動をまあ支援する、煽るっていうんであれば、はい、まあ日本も。えー まあ、あの本当にやるかどうかはともかくとして、うん、まあ例えばそのウイグルの人権問題だとか、ですね、はい、あのチベットだとか、えー、なんかそういうところにもう少しこう関心を持って、実際にやろうと思えばやれますよっていうような、ですね、はい、あの国家戦略として一つ視野に入れておいてもいいんじゃないでしょうかね、やっぱ独立をあおるっていうのは、中国にとっては、もろはの刃だと思うんですそうですね、えー、じゃああなたのところも そうですよね、こねじゃああなたのところはどうなんでしょう、うね、こちらもやりますよっていうまた、マックマスター元アメリカ大統領補佐官はです、ね、中国による台湾侵攻の可能性について、来年の北京冬季オリンピックのです、ね、終了後に危険な時期に入ると述べて、アメリカ、あと台湾、日本などが連携し、抑止力を高める必要がある。 まこういうふうに訴えたということです。えー、このあたりいかがですか。いやそうですよね。あのまあ、北京オリンピックまではあまり派手なことはしないでしょうからね。えーえー、でですけれどもまあその後あの動く可能性というのは。 まあいろいろ前から指摘されてる通りだと思いるときで、あの,今日のおはようテラちゃんのニュースでもお伝えしたんですけれども、中国、習近平国家主席が、軍の最高指導機関、中央軍事委員会を開き、台湾の南西域で台湾への軍事的な圧力を強化するよう指示したことが分かった、まあ、こんなニュースも入ってきてるんですよね。はい ますます圧力を強めていくっていう現れでしょうね、やはり中国がそういうことを続けていないと、国内もまとまらないっていうのがあるんですね、はいえー、で,ですので、中国としては、もう対外的に弱みを見せられないし、えー、もうなるべくこう拡張主義的なところを取っていないと、国内がついてこないっていうのもありますね、えー、なので、そういう、まあ、ある意味、危険なこう帝国的体,体質を持ってるんだってことを認識しておかないと、はい。 いけないと思いますね。はい。さあそれではここからはですね、瀬さんにこのテーマで話を聞きます。岸田新総理の経済政策、新自由主義からの脱却はできるのか。瀬さんにもですね改めてこの岸田さんの総理就任についてお伺いいたします。今回の総裁選改めてなんですけれども、瀬さんはこうどうご覧になってました。 いや私は自民党がこれまで続けてきた新自由主義路線というものをこの先どうしていくのかという転換点になるんではないかというふうにあの総,裁総裁選見てましたの河野さんは、まあ、今までの新自由主義路線、はい、あの継承してどんどんやるぞ いう形でしたけれども、はい、まあ岸田さん、え高市さんというのは、まあ、そこから脱却するのだっていう方向性が、まあ、少々、2人と2人それぞれ違いましたけれどもそういう方向性持てたと思うんですね、はい、岸田さんはもうはっきりとあの以前から新自由主義からの脱却あの転換と言ってましたので、はい、まあその点、私はあの期待しております。うん これ改めて、瀬さん新自由主義確認なんですけども、はい、グローバル企業とか投資家は稼ぎやすく有利だけれども、はい、庶民は不利で暮らしにくい社会が、まあ、できるという認識でよろしいですか。 そうですね。えー、どうしてもそうなっちゃうんですね。はい、こ,れこれ一つはあのグローバル化によって、えー、あの人もの金まあ、資本こういうのがどんどんあの世界中動けるようになったんですね。はい、でそうなるとあの特に資本が問題で、えーえー、グローバルな企業とか投資家っていうのはあの資本をあの 動かすぞって言ってですね各国の政府を脅すことができるようになっちゃうんですね、はいええ、でここが私、一番の問題だと思いまして、ええ、まあつまりあの、ある国が言うこと聞かずに、例えば法人税高くしたとか、ですね、ええ、福祉を高くするために税金上げるぞとか言ったと、ええええ、でそういうふうにすると、あいいよと、もうそんな国には。 投資しないよって言って言て、で、すねで人件費が高いとあの人件費高い国ではもう投資しませんって言って、ですねまた労働基準が厳しかったりしてもそうなんだと、なのでそう言って、もういいよ、投資しないよとか、もうこの国から出てくるよとかっていうことによって、どの国の政策もあのグローバルな企業や投資家にはあの優しいというかな。 か彼らは稼ぎやすいけれども、あの一般庶民は暮らしにくい社会ができちゃうんですね、だ、えーえー、からそこが一番の問題だと思います、ではい、そ,それをですね、まあ、あの改めましょうと、はいえー、いうことだと私は理解してるんですが、はい、岸田さんに、ですねた,ただちょっと岸田さん、そこまで分かっていらっしゃるかというのは、少し疑問もありますけれども。はいはい でまあ、最近、アジアの国と比較して物価が安くなったと言われている日本ですけれども安い日本という本も話題になりましたよねいやそうですよね、えー、でまたあの、えー、と週刊ダイヤモンドでしたかね、はい、なんかやっぱり安い日本の特集をやってたりですね、えー、まあ本当に最近あの、日本の物価とか賃金安いんだっていう話が。はいあの あちこちこで聞かれるよようになりましたよね、うん、で私、これですね、大体いいそういう特集とか見るとあ、日本の国力が低下したダメだとみんな思ってると思うんですが、はあうん、いや、それは本当、半分ほん本当なんですけれども、うん、ただ、半分はこ,これ、 日本人が一生懸命努力して改革してきた結果でしょっていう、そのためにこの20年間ぐらいあの非正規雇用は増やし、はい、TPP は結び、えー、であとあの2019年4月からですかねあの、はい、外国人単純労働者も入れるぞっていう話にしたりとかですね。そういうふういふに 改革を一生懸命やってきた結果、<ー>安い日本になったっていうとこは実は大きいんですね。はあえー、だ,だけどあの、安い日本というのがあの一般庶民にとってあの嬉しいことかといったら、えー、あんまり嬉しくないんですね、はいた。ただ、グローバルな企業や投資家にとってはあのこれは実はありがたいんですよ。はあ、だ,だって人件費が安い安くて、はい、わけですからね。えー だ,だからあの、まあ、彼らにはやっぱり有利なところが多いんですけれども、はい、一般庶民にとってはあんまり望ましくないっていうところなんですね、えー、だ,だからまさにここはあの脱却しないといけないところだと思いますね、はい、その,その新先ほども出ました新自由主義路線、岸田総理、どう改革していくんですかね。あそうですね、えー、あのい,いくつかあの言ってますよね。あのはい、一つは あれですかあの再分配をやるぞとコロナであの疲弊したあ特にあの、まあ、弱者と言われる経済的弱者と言われるような人に、はい、あの再分配たくさんやるよっていうこととかもう一つはあの富裕層に今有利なように、えー、あの税制ができちゃってるんですね、はい、あの特にあの金融所得というか株からの所得っていうのが、はい、これあの、えっと、確かあの、まあ、1億円ぐらい所得を超える人々にとってはなんというかこう 逆,逆進性ではないですけどあの、ええほ、本当だったら累進課税で金持ちほどたくさん取られるはずなんですけれどもね、ただ、この金融か、株の,あの課税っていうのは一律なんですね、はい、で,ですからで、富裕層は株をやってますので、ええ、で富裕層の方が実はあの、下手すると中間層よりあの税で取られる分、所得から税で取られる分というのが下がっちゃってるようなところがあるんですね。はい、で,ですから、ここおかしいじゃないかってことで、ええ、あの金融所得税、これちょっと見直していく。 お金持ちからもっと取るようにしようという話ですよね。うんうん、で他にはあの例えば、公定価格の引き上げっていうんですか、あのはい、例えばあの介,介護とか保育とかっていうのは、あのこれ、あの国の公定価格が決まってるんですね、はい、でそれに基づいて<っ>あの介護士さんとか保育士さんの給料も決まってるんだけれども、これが今、安すぎるんですよ。うん、でた例えばあの保育士なんか月間 平均賃金というのが25万円なんですかね、はい、でこれはあの全産業平均よりも8万円も安いんですね、はあはあ、だからこれをやっぱり引き上げて、こ工定価格を引き上げることによって、あの給与も引き上げようということ、はい、だからこういうふうにいくつかのことを考えてらっしゃるんですね、岸田さんは。となると、かなり期待できると。うん 期待しいやそういう面では期待できるところも多いにあると思うんですけどた,ただ、やっぱりあの一番の問題は先ほど言ったようなその資本が自由にあの移動でき国際的に移動できることになったことによってで彼らが各国政府を脅せるようになっちゃったと。はい、彼らの政治的影響力があの とても強くなっちゃったんですね。で、それが実はもん一番の問題だと思うんですよ。はい、だから庶民の声よりもグローバルな機会や投資家の声の方があの政策を作る時に多く反映されちゃうんですね。はい、で、そこの大元を変えないと、はい、あのなんかこう窓を開けっぱなしで冷房をかけてるようなもので、あ,<ー> <laughs> あんまり効果がないんじゃないかなっていう感じがするんですね。はい、で、ですからあの今あのバイデン政権とかが例えばあの 何ですか企業あのほ法人税率っていうのを、はい、あの最低15%に15、はい、これ国際的にも決めていこうとか義務付けてそれによってその法人税の安いタックス成分とかにあの企業がこうなんかダミー会社とか作って脱税するのを、はい、あの課税逃れをするのをあの防ごうとかですね、はい えー、ななんかそういうことをこ国際的枠組みで変えていこうっていう流れっていうのが最近出てきてると思うんですけれども私これ岸田さんはもっとですねあの各国、アメリカとかイギリスとか そういうい声結構国内にそれぞれありますので,、はいえー、でそしてアメリカはもうすでにそういう方向で動き始めてますので、えー、私はそれをもっとあの国際連携のもとであーーあの仕組みをあた新たに作っていくべきだと思うんですね。えー、で私はあのバイデン政権にも,もっと踏み込んでた例えばあの関税っていうものも、はい、あのもちろんこれあの各国の交渉の中でですけれども、えー、あのそれぞれあのうちはここ守らせてこの分野、はい、例えば農業は守らせてください。えー、その代わりこ こっちは開きますのでとかっていう感じで、お互い公平な形で交渉してい,いけるような、だから関税がすべて悪だとかっていう、今の考え方ここ、ここ20年ぐらいの常識っていうのは、私は改めていくべきだと思うんですね、うん、そうしないと、中間層の再生って、やっぱり無理じゃないかなと岸田さんはだって、何と言ったって、中間層の底上げって言ってますからね、そうですよね中間層の底上げ、中間層、まあ、あの分厚い中間層をもう一遍作るんだって言ってますけれども、はい ただ、えー、今そういう政策を取ると例えばです、ね、株価がどーっと下がっちゃう恐れってあるんですよね。はあはあえー でなぜかといったら、資本流出が起きるんですね、えー、あこ,これから税金、日本、高くなるかもしれないとか、はいあうと、あの富裕層がじゃあもう日本から出ていこうとか、なんか投資するのやめようとかっていう話になりますので、はい、ちょっとそこの元線を締めないとだめじゃないかと思うんです、ねあまあ、このところのねあの、日本の株も日経平均なんかも下がってますけれども、はい、そこの一つに先ほど、瀬さんがおっしゃいましたように、この金融所得課税。 はい、の発言があったからみたいな、まあ、理由って後からくっつけるんでしょうけどそ言われてますもんねんそ,ううえそれもやっぱり一つなのかなと思いますねそればっかりではないと思いますけれどもですから今そういう形で、えー、あのグローバルな企業とかまたはその投資家に不利な政策を作ると全部お金が逃げちゃう可能性があるんですね<ー>だから、えー、こ,ここは各国協調して、はい、そういうことが起きないで各国あのそれぞれの実情に合った政策を自由に作れるような,なんかそういう環境を 作るためにみんなで協力しましょうよっていうことを、ええ、岸田さんだからもっと国際社会に訴えてそういう機運を作っていってほしいですね、ええ、まあ、外務大臣経験者でもありますしねいや本当ですねですからやってほしいですねはい。時刻8時36分です 時時刻8時37分です今朝のコメンテーターは九州大学教授瀬輝久さんです。 農水省がですね農林水産省は月や火星探査に伴う宇宙での長期滞在に備え過酷な宇宙環境でも安定的に食料を生産供給できる体制の構築これを目指します研究開発に取り組む大学や企業などの共同事業体に対して2021年度に3億1000万円を支援宇宙で生まれた技術を転用し食料不足などがこの地球がですね抱える課題の解決 にるる狙いもあると、えー、内閣府が主導する宇宙開発利用加速化戦略プログラム、この一環ということなんですが、生さん、こういう計画があるんですね、えー、そうですね、これ、面白いですし、えー、まあ夢はありますよね。えー、夢ありますねですけど、まあ、3億1000万円っていうのは、えー、まあ,あんまり大した金額ではないと思ないです。よね<ー>、まあ、あの本当にあの もう乾いた雑巾絞るようにつけて予算だと思うんですけれども、えー、だけどやっぱりもうちょっと多くしないと何ができるかなこのお金でって感じがしますよね,そうですねえー、この宇宙事業の市場規模というのは18年のおよそ40兆円から40年には100兆円規模に拡大するとみられています宇宙探査これが進んでいくと年単位で生活する可能性も出てきますとなると食料の現地調達が必要だと、えー、世界的に宇宙この技術開発が加速する中 日本は事業化を目指すことで食料分野の主導権を握りたい考えだと今回のプロジェクト滞在する4人以上が必要とするほぼすべての栄養素を持続的に確保できることが課題ですで限られた場所で効率よく食料を生産する必要があって農水省は生産能力を最大限に発揮できる栽培技術や高度な資源循環型の供給システムの開発を求めると。まあ、宇宙食もかなり 進化してるなんて聞いてますけど、宇宙での食生活、これがかなり快適なものになるかもしれないってことでもあるんでしょうね。まあそうですよね。えー、で、そしてそこで得られた、はい、あの技術とか考え方っていうのを、はい、まああの地球地球の方でも生かすというか、我々の日常のあの。 食物にもかしてていくっことですよねそうですね食糧難の問題っていうのはかねてからあるわけですからねこれ日本がこの問題解決に日本のこの開発というか研究が生かされるといいですねいや本当ですね最近なんかよく人工肉とかはいありますう昆虫食とかいろいろ言われてますよねでまあそれの一つですかねこういうのも昆虫食で思い出しました 私がよく行くスーパー入り口入るとすぐのところに、はいはい、コオロギのビスケットってのがあったんですね,すねいや粉末なんですけど、えー、ちょっとまだ手を出す勇気がないあ<ー>美味しいんだと思うんですけどね、えー、私も今どっかで見ましたねそうでしょうね最近こうやブームになってますね、えー、はい時刻8時40分ですおはよう 時刻8時51分です今朝のコメンテーターは九州大学教授瀬照久さんですビジネス最前線この時間瀬さんには水道インフラの老朽化問題について話を聞きます 10月3日、和歌山市内を流れる木の川に架か,かる無そ田水管橋つ60の谷と書いて無そ田水管橋、水の管の橋ですね、この無そ田水管橋で上水道の管、破裂というか破損しました、でこの水管橋というのは水道管が河川とか水路などを横断するときに設置された送るその送水用の橋梁のことなんですね。で和歌山市 ではこの市内北部のおよそ6万世帯で断水が生じて8日の復旧を目指すと発表されていますえ和歌山県ではですねこの改めて生活インフラの大切さというのが浮き彫りになったんですが瀬さんこのニュースはこれだけの影響があるっていうのは私個人的には驚いたんですけども大変なことになりましたねこれね、はい、いやそうですよね、えー、これ本当にまさにこ,この この送水用の橋梁、はい、これ、本当にもう生活の要ですね、厚労省によるとです、ねえー、全国の水道管の総延長はおよそ72万キロ、えー、法定耐用年数の40年を超えた割合、まあ、老朽化率とも呼ぶんですが、えー、これが2006年のどの末の時点で、まあ、ですからかなり前ですけど、えーはい、6%だったんですね。 これが年々増え続けて18年度末には17.6パーセントにまでアップしました逆にその年に更新された水道管の割合これ、更新率というんですがこれが2006年度が0.97パーセントでしたが18年度は0.68パーセントに低下毎年およそ5000キロが更新されているんですが現在のペースではすべてを交換するのに 140年かかると、えー、大阪市では総延長計画総延長全部でですねこの5200キロのうち老朽化率がおよそ半分49.2パーセントで全国主要都市で最悪となっています。 いやーこれ、われわれ当たり前のようにこの水道とか使ってますけれども、はい、生活に欠かせないインフラ、維持するのも現実は大変だってことですねそうですよね、えーで、それに日本はあれですよね、ま,まさにこう高度経済成長とか、その後、はい、その少し後ぐらいにあのインフラ作られているものが多いですから、えー、もうどんどんまさにこう老朽化が進んでいきますね、もうこれから4、50年経ってきてまして。えー、で,ですので、あのまあ、これ、水道管だけではなくて、他の橋とかですね、はい、いろんな建物とか、 ね、道路とかですね、はい、まあどんどんあの更新していかないとということになってきてますよね、はい、で特に人口の少ない地方の自治体水の需要の減少による水道事業の経営悪化ですとか担当する専門職員のこの減少で水道事業の継続自体も危うくなっている場所があると、はい、え厚労省によると水道用 水の,この供給に関わるです、ね、職員2000年度、全国でおよそ5万人いたんですが2017年度には3万数千人に減ったと、えー、そのために国は複数の自治体による広域連携ですとか民間の活用などの対策を求めています。 水道管の老朽化問題に詳しい研究者21世紀は水道管を維持するためのマ,ジマネジメント力が問われているまずは国民に水道が抱える問題の深刻さを理解してもらう必要があるこういういいに言っていますこれ全国の水道が抱える問題への理解を広げる。 こここれれどううすすすいいのかっってことででねねそ、えー、やっぱりあの市場原理で考えちゃだめですよね、市場原理で考えたら、あのまさにあの今の鉄道がそうですけれども、ローカル線はどんどん廃止していきましょうみたいな今流れになってきてますよね、JR とかが、えー、あの民間企業になっちゃったところが結構多いので、ですのであの水道管もこれ水道事業をこう まさにこう民間の活用で民営化しようという動き、今出てきてますけれども、えー、まあ市場原理で考えると、同じことになりますよね、はい、まあつまりあの田舎だと、もうあのその水道管使う人が少ないので、ちゃんと利益が取れないだろうという話に、うん、まあ当然ながらなっちゃいますので、はい、でそうなったらもう、水道管、ローカル線廃止するように、もう水道事業もやめましょう、その地域ではと、えー、いうことになりかねないですね。えーえーうん えー、で,ですのであの、これやっぱり、なんて言いますか、まさにこうインフラなんだと、はい、あのライフラインなんだと、えー、社会の基盤なんだということで、これ、これ市場機構の考え方とはやっぱ違うメカニズムで考えていかないとだめですね,そですねで、そしてこれはあの公的なものとしてやっていかないとまずいんじゃないですかね、はいえー、その認識を我々もしっかり持ち続けるってことなんでしょうね、はい、いやまさにそうですよね、えー、あのきょ今日の日経にも記事が出てますけれども、はいえー、なんかアメリカでイリノイ州のロックアイランド市っていうところで、はい はい、あのやはりちょっとこの水道化、水道の民営化の問題っていうのが、あのえー、民間企業に委託しようとしたら、はい、あの反対運動が起こって撤回したっていう話が出てましたけれども、あえー、あのこれ、やはりですねあの、イリノイ州の一部でもすでにあの民間委託したところっていうのは、なんか過去10年間で、えーあの、平均2倍ぐらい水道料金値上げになってたっていうんですね、あこれ、あのそうな,なりますよね、そうだ、でした 時時刻8時58分でです。す。今朝のコメンテータータは九州大学教授瀬照久さんです、えー、環境省がですね、昨日生態系への影響が深刻な外来種のアメリカザリガニとアカ,ア,カアカミミガメについてですね、一般人が捕まえた個体をペットとして飼うことは認めた上で、えー、野外への放出などは禁止する新たな規制の素案というのを示しました。 東進の素案ではではすね外来生物法で無許可に野外放出や飼育などを禁じる特定外来生物の枠組みにこの2種のために例外を設けると野外放出販売など禁止しながら一般の人が捕まえたりすでに飼っていたりする個体これをペットとして飼育したりあと譲渡することを認める規制の仕組みこれが必要とされていたということですがアメリカザリガニに関する規制生産いかがですか 呀。Yeah. そうですよね。アメリカザリガニ本当に身近ですけれども、よく捕まえてましたが昔。私も小さい頃からねアメリカザリガニはイカでなんか糸みたいなのつけてねピッピとかそうですねセルとかあってねご飯粒で釣ってましたね。あご飯粒そうか。まあこれが今お伝えしたような感じになってどうもいきそうですね。はい。今朝のコメンテーター九州大学教授瀬哲久さんでした。瀬さんありがとうございました。ありがとうございました。明日木曜日おはよう寺ちゃん。ご時代ことぶきつかさ。 「週刊新潮週刊文春」6時代エコノミスト・スタラテジスト島津博樹さん8時代京都大学大学院教授藤井聡さんをお迎えしてお届けしていきますこの後国丸ジャパン」極み「おはようテラちゃんまた明日」今日もいい一日になりますように10月6日水曜日今日の天気は晴れのち曇り

えー、新庄アナウンサーは今週一週間お休みをいただいておりまして各アナウンサーに手伝ってもらっていますが昨日に続いて、今日は内田裕紀アナウンサーですすよよろろししししくくおお願願いいまます。 えー、まず、ですね地震に関する情報であります今日午前2時46分ごろ岩手県沖を震源とする地震があり、えー、青森県で震度5強を観測しました、えー、この地震による津波の心配はありません気象庁によりますと各地の震度ですが震度5強が、えー、青森県の橋上町、えー、震度5弱が青森県八戸市と南部町それに岩手県の盛岡市であります。 えー、震源地は岩手県沖、震源の深さ56キロ、地震の規模を示すマグニチュードが5.9と推定されると、えー、いうことであります。まあ我々はね、あのー、揺れに気づくというよりは、まあ速報がね、ねえー、携帯などでなっておうというような感じになっておりました。えー、先ほど4時50分過ぎ気象庁が会見を行っておりますので、その模様を聞きいただきます。揺れの強かった地域、今現在神戸 あの雨が降っておりますので、あの揺れが強かった地域では落石や崖崩れなどの危険性が高まっていますので、えっと、今後の地震活動や降雨の状況に十分注意してください。えっと、地震の発生後、えっと、1週間程度、最大震度5強程度の地震に注意してください。特にえっと地震発生後、えっと、2から3日、2日から3日程度の間は、規模の大きな地震が発生することが多くあります。 え気象庁の会見の様子をお聞きいただきましたまあ今後1週間ほどは最大震度5強程度の地震に注意するよう呼びかけたということでありますまあこの発災時刻2時46分というのがねドキッとするというか、えー、まさにその10年前の東日本大震災は、えー、午後2時46分だったと いうことをね、えー、何か想起させるようなところありましたが津波の心配もないということそして、えー、まあ、ただ一つ気になるのが結構ね、えー、雨が降っていたということであります、はい、あのー、これ 先月の前半、まああのー、8月の終わりから9月の頭にかけて、えー、北海道の胆振東部地震から3年ということで取材に行ったんですがうんあの時も土砂崩れというもので、えー、亡くなる方が多かったんですがそれは直前に台風21号というあの関西空港の,あの連絡橋に担架がぶつかったとっいうあれを起こした非常に風も雨も強かったというあの台風が、えー 関西、まあ、近畿地方を襲った後にこに日本海をぐるっと回って実は北海道に至っていたそれがえ地震の本当に直前というか前日の夜。 に、えー、あの地域を襲っていたということがあってまあ、地盤が緩んでいるところで地震というものはまあ、様々なリスクがあると、えー、いうこともまあ言われておりますま開、あ、けてきてですねまあ、これから被害の様子等々も明らかになってくるのかと今のところは、えー、人的被害も含めて情報入ってきておりませんけれども、えー、また情報は入り次第お伝えしてまいります、えー、東北電力によるとこの地震で青森県の東通り原子力発電所宮城県の尾名川 原発に異常は確認されていないということです、えー、また日本原年によりますと青森県6カ所村の核燃料サイクル施設も異常は確認されていないということであります、えー、また jr 東日本によるとこの地震で、えー、観測した地域で、えー、東日本の JR 東日本の東北上越北陸各新幹線は四月から平常通り運転をするということでありますまあ JR 東のホームページを見ますと在来線の一部で、えー、線路のね、えー、点検等々を行っていて、えー、始発の目処が立たないというところありますが、えー、新幹線に関しては四月から各新幹線平常通りの運転ということが情報として伝わってきております、えー、地震に関する情報をまとめてお伝えしました何か情報入り次第またお伝えし でまいります。 あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの傾向ジアップはリスナーのあなたコメンテーター私だ今日は内田アナウンサーさらに番組スタッフとみんなで作り上げるニュース番組ですぜひメールやツイッターで、えー、ご意見等々お寄せいただければと思いますツイッターのタイムライン見てますと、えー、いろんなところから聞いてくださってるんだなというのが飯田浩二さん仙台もゆらんと揺れましたよというようなね書き込みをいただいておりました、えー、あるいはね速報でまあ目が覚めた、ね だとこういうような、ねうん、方もいらっしゃいます。 えー、今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さん6時半過ぎからご登場いただきますまずはあ江戸時代に戻れは無理があるという環境問題についてのお話、えー、そして7時台ノーベル物理学賞に二酸化炭素の温暖化影響を予測した真鍋淑郎さんが受賞、えー、したというニュース今ね、ね藤田アナウンサーも読んでくれました、えー、それから岸田総理大臣はアメリカのバイデン大統領と就任を初めて電話会談を昨日行っております、えー、それから新 新型コロナ行動制限の緩和に向けて旅行ツアーで実証実験が行われるということです。えー、さらにはマイナンバーカード保険証健康保険証にのを乗っけるということ、まあ、今月20日からということであります。えー、さらに昨日の、うん、就任した閣僚の会見が、えー、様々行われましたが、萩生田経済産業大臣は脱炭素社会実現に向けて原発の再稼働についても言及をしております。 ここが気になるのコーナーです、えー、スタジオには長官隠しが入ってまいりましたまあ、先ほどね、えー、内田アナウンサーも読んでくれましたショープリングでもお話をお えー、オープニングは自身の話でしたか、あのー、ノーベル賞についてを一面トップにいい掲げているところが多いというかもう各紙それという感じになっております、まあ、一面から大展開という形でですね、えー、やっております、えー、朝日新聞真鍋氏ノーベル賞と、あのー、黒字にいい白抜きのね、えー、大ニュースだぞっていう時の見出しを使って、えー、温暖化の予測法開発 CO2 の影響数値化、えー結 こうフォントもでかくてですねえ、えー、大きく取り上げているというところです。えー、毎日も、そして読売もとこういうところで、まあ、今日はこの話と、それから、あのー、 新しく岸田内閣が発足、月曜に発足しましたので、まあ、それを受けて月、火と2日間で各社が世論調査を行ってで岸田さんの内閣の支持率が出てきたというのを一面の、まあ、脇のところでですね、もう各社報じているという形であります。まあ なんと言っても発足したばかりなんでまだ一切仕事をしていないというところなんでもうこれ完全にですね、えーまあ、あのマスコミがいろいろ報じてその印象をどういうふうに皆さん受け取りましたかと良い,い方に受け取ったか悪い方に受け取ったかっていうですね、まあ、これあの内閣の祭典っていきなり言われるんですけどどっちかっていうとマスコミの報道合戦の祭典のような気もしてならないんですけれどもね、えー、朝日新聞は内閣支持率45%ー毎日49% まあ毎日はですねその辺を見てせめて5割言ってくれればという声が自民党内から上がっているというですね何かこう岸田さん期待外れ感というところを強調するような書きぶりです一方で読売は56%の支持と出しておりますねー日経は59%の支持というふうに見出しを取っていると。 うんいうところであります、まあ、あのどういう仕事をしてくれるのかということと、まあ、まずは、ですね、えー、あの岸田さん、えー、一応今のところは8日の金曜日と言われてますけれども、えー、所信表明の演説があると、まあ、そこから仕事が始まるということを考えると、まあ、その辺をこう待ちながらですね、えー、どういうことを言うのかなというのは、えー、考えたいところだとは思います。まあ、確かに、えー、ちょっとねう ぜえー、自民党の,の税制調査会長、宮沢洋一さんを起用するであるとか、えーねえー、いろんなことを考えると、まああのー、岸田さんそのものも、就任の会見の中ではあ、金融課税にも言及というようなね、えー、金融課税の見直しに言及というようなところで、まあ、 今このタイミングで負担が増えるというようなことがいっぱい出てくるとなるとんやっぱりまあご親戚にもいっぱいいらっしゃるということですけれども、えー、財務省の影をかなり感じる財布の着物紐の硬い政権になってしまうのかなというところは、まあ、もちろん一松の不安はあるところでありますがいずれにせよまあその辺も含めてですね、えー、政策を出てきてから見ていかなきゃいけないんじゃないかなということは思うところです。 えー、そして、まあそういったノーベル賞であったりとか世論調査であったりとか大きなニュースで押されてしまってまあほとんど取り扱いなかったんですが、えー、昨日ですね、えー、海上自衛隊が発表を行っておりましてうーん海上自衛隊の護衛艦いずもこれはあの大きな飛行甲板を持つですねヘリ搭載型護衛艦ということを言われてますけれどもまあ言ってみたらこれは空母ですよまあただね空母っていうとマジで怒られたりなんかするんですけど護衛艦ですっていう,ふうに怒られたりなんかするんですが、えー ここにですね初めて、えーまあ、アメリカ軍のおアメリカ海兵隊の支援を受けまして F35B という、えー、最新鋭のおステルス戦闘機そして B とお名が付いているやつは垂直の離着陸ができるというやつなんですけれども、えー、このお着艦と発艦、まあ、つい降りてきてでまた飛んでいく、えー、そのお検証作業と。 こういう形で、えー、行ったということが発表されております。で、これあのー、映像もですね、えー、ついて発表があるんですけれども、見ているとあの、えー、一番後ろに排気ノズルみたいなものがあってですね、それをこう下にこうお 方向を変えるとずっと下に噴射しながらですねゆっくりゆっくり降りてくることができるということで<ー>ただこの排気っていうのは当然ながらエンジンから直接出てくるものなのでものすごく、えー、高熱を帯びているわけですよでそれがですねずっとこう降りていくので、えーまあ、ある意味ひとところにずっと熱い こう風が、えー、吹き続けるということになるんで、うん、あのそのままやると当然ながら飛行甲板ダメになっちゃうのでこれ耐熱の専用の塗料を塗っておかないといけないということがあるんで、まあ、その辺の性能も含めて見るということになっておりました、まああのこういったことが行われるということは、まあ、日本もいよいよ、まあ、空母を持つにも近いのかということはありますし、まあ、そこの部分で,です、ね、いろんな抑止力だとか、えー、還元すべきところも多いとは思うんですが 他方ですね、えー、やっぱり開示、あのー、の関係者の方々に聞くと、いや、飯田さんね、まあ、確かにこれもお昔から比べると、もう空母を持つなんてことはね、えー、それそのものが専守防衛に反するんだというふうに批判を受けた頃から比べると、もう格段の進歩があるというのは確かに分かると、ただ、ただ、アメリカが持っているあのばっかでかいですね、それこそあの5000人ぐらいの乗組員がいるような、とんでもない空母と比べると、規模としてはものすごく小さくてですね、まあ、それでも大きい船なんでし大きい船なんですけど、 ただ、あそこに乗る戦闘機の数というのは20に満たないぐらいなんですというようなことをおっしゃっていて、まあ、そうすると作戦行動的にも、ね、どこまで有効的に使えるのかということも併せて考えると、まあ、もちろん、ここで風を受けてだんだんと大きなものを作っていくというのは大事なことなんだけれどもただ、それに、えー、中国があれだけの軍拡をしてくるところに間に合うのかというとです、ね、という話をされていて、まあ、この辺がです、ねまあ、日本20年も 30年も40年もずっと思考を停止し続けてきたことへのおつけっていうものが回ってきてるんだよなとまあもちろんですねここから先、えー、どうしていくかまあこれを有効活用していくかっていうのは重要なことなんですけれどもまあそんなことも思うニュースでありました。ここが気になるプラスこの時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます。えー、今朝はジャーナリスト佐々木俊夫さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。 えー、ノーベル物理学賞に、ねえー、気候変動モデルを提唱した、えー、真鍋淑郎さん選ばれました、まあ、このニュースは次時代に詳しくお伝えしますが、まあ、環境問題について、えー、佐々木さんノートであの江戸時代に戻れという主張について寄稿、うんえー、されていらっしゃいましたこれ非常に興味深くていと思ったんでとい20世紀の神話はもう終わらせるってシリーズを最に書いていて、はい、その一つなんですけれども。えー いやあの例えばね有名な人で2010年代もうだいぶ前ですけどち内するさんが「バック・トゥ・ジ・エド・エラ」みたいなことをねツイッターで書かれて結構話題になったりとかあと立憲民主党の枝野さんがね「枝野ビジョン」っていう今年初め出された本で「日本の伝統に帰れ」って星は言うけれどもあれは明治以降の伝統だろう我々は江戸時代以前に戻るんだみたいなことを言っててね結構江戸回帰ってなく言ってる人が多いんだけどでも実際にはねまあ いろんな本を読むと江戸時代ってのは全くサステナビリティがなかったっおお、よくね江戸時代はエコだったんだみたいなことをそういうは言うんですけどね特にその意識高い系の人たちは有名なね「森林法話」っていうね法話っていうのはあのもうたっぷりあるっていう森林法話っていう本があってこれあすごい名著として有名なんですけども、はい、あの今の日本ほどね森林がたっぷりある状態はないとそうなんですよね もうこんなに緑が大量にあるのかっていうかもう里山って言われたものが完全に崩壊して完全に原初のねうん、うん、自然に戻りつつあるとあなるほどで一方でね江戸時代ってほら言われてみると確かにそうなんだけど東海道五十三次とか、はい、浮世絵とか見るとうん、うん、背景に山があるじゃないですか山ありますねなぜか大体萩山で木がポツポツと生えてるだけ、はい、あーそっかあんまり緑の印象ないそうなんです,んです実はね山の木を刈りまくってなぜかって当時石油も石炭もないですからエネルギーはほぼ全て 木だったんですよ山に芝刈りにおじいさんが行きましたっていうあれですよね。でその結果ものすごい勢いで木を刈り取った結果ほとんど常に山はゲ山の状態だったと。でゲ山だとどうなるかっていうとその水能力がななくりますねだからねしょっちゅう土砂崩れや洪水が起きてもそれにずっと苦しめられてたと。でおまけにねじゃあそれで農業はどうだったのかっていうと。 結局、まあ、人間の,、ね、そのトイレから持ってくる声だけじゃ足りられないのでっの、はい、やっぱりその木の緑とかを使って肥料を作るんだけどそれでも木を買っちゃうから農業は、ね、もうほとんど持続不可能な状態に追い込まれていたとそうだったそれで飢饉が起こったりなんかしてたですかそうなんですよねだからねもう江戸時代終わるべくして終わってて全然持続可能性はなかったよねってことが、ね、結構いろんな本で指摘されてるんですよ。う それは歴史の事実としてもあるいはそういう浮世絵とかの傍子も含めてそうなんですこれは本当に、ねうん、この数十年のねやっぱりいろんな歴史学とか考古学の資料からだんだん明らかになってきたっていうね、えー、でそれを知らないでいまだにね江戸時代はエコだなんだって言ってる人は言ってんだよ今さらっていうね <laughs> なるほどだからそうすると技術を否定しながらエコみたいなことに陥っちゃうからう、ね、解決策になっていかない。うん 今のだからね例えばそう本当に今緑が多すぎて困ってるぐらいで、ええええ、例えばよくほらね熊とか出ると、はい、まああの処分しますとそれに対してね熊いそうだとかね、うん、人間の,あの自然環境を失われるとかみんな言うんだけどそんなことはなくてもう熊も鹿もねうん、うん、イノシシも増えすぎて今困ってるぐらいなんですよ、ね、なるほど豊かに環境が豊かになったからそうそうそうだから環境はね今が一番美しい素晴らしいっていうね<ー>この事実をもう一度我々認識すべきだという話ですなるほど。 先ほど江戸時代がエコだったなんてという話をいただきましたけれども結構ねあのメールやツイッターではあのー、腑に落ちるというか、うん、あこんな話があったんだというです、ねえー、書き込みをいただいております。まああのー、考えてみれば、えーえー 要素要素としてはあ分かってたんだけれどもそれがつながっていかないと、ね、あっ羽山のなんかイメージってそういえば浮世絵を見て何も踏まえて不思議に思わなかったのが、ね。 逆に変ですよね,っていうね、はい、確かにね、ねそうですよきる範囲でないんだっていう,ねうん。いや結構ね、あのツイッターで面白い話を聞きましたとか、うん、あの腑に落ちるとか、ええー、それからあのいいところだけをこうつまみ食いをするような形でこう見てるっていうのは、環境を言う人、典型ですよねと思い込みの神話って実は周りにいっぱい転がってるんで、一<ー>個ずつひっくり返していくるのがこれから大事だと思いますなるほど、<laughs> じゃあノートでもこのシリーズ、まだまだ続きますね。そうそうそうい ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩次の OK コージーアップ週末増刊後を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りこれからのニュースの予定さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんが今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお伝えします後半にはコージーアップのコメンテーターがゲストと対談するコーナー 今月は、ジャーナリストの佐々木俊直さん、臨床心理師で上級プロフェッショナル心理カウンセラーの武藤誠英さん登場です。メンタルヘルスとコミュニケーションをテーマにお送りします。週末もぜひチェックしてください。 改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩次です。おはようございます。日本放送アナウンサーの内田裕樹です。はい、えー。ということで、えー、新行アナウンサーは今週お休みいただいてますんで今日は内田くんに手伝ってもらっています。引き続きよろしくお願いします。よすえー、そして今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊尚さんです。改めましておはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よすえー、佐々木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では七時台最初に取り上げるニュースはこちらです。 ノーベル物理学賞に二酸化炭素の温暖化影響を予測した真ク淑郎氏今年のノーベル物理学賞にアメリカプリンストン大学上席研究員の真ク淑郎さん90歳ら3人が選ばれました真ベさんは地球温暖化研究の先駆者的存在で1950年代末からアメリカにわたり気候の変動を分析する研究分野を開拓しました 日本のノーベル物理学賞の受賞者は2015年の梶田隆明さん以来12人目となります、まあ、真鍋さんはあのアメリカ国籍をすでに取得されているということで、まあ、あの報道によっては日本出身者、ね、そうですね、まあ、なんて呼ぶのかなか,なか難しいでもまあ同じ日本人の血を引く者としてはなんかね、ええええ、嬉しいよねっていう話なので,で、ね、日本人っていう、ね、国籍にあんまりこだわらない方がいいんじゃないのかなと思います。さんはね選挙区 六0年代からのっにアメリカにいたっ,、ねはい、って。で,、ねうん、でまあこうやってね海外に頭脳流出みたいなのは昔からアメリカとかヨーロッパにあるんだけど、はい、最近これがね中国とかにも流出し始めていてひょっとしたら今後ね2030何年に中国在住の日本出身のなんとかさんがノーベル賞受賞なんてこともあるかもしれないっていうね。はい、でこの問題あの 誰がノーベル賞を取るのかって、日本はすごい多いじゃないですか。ノーベル賞受賞者。で,、ねはい、でこれほとんどが実はね、やっぱりそのマナさんとかもね、もう九十歳のあれになって、えー、やっぱり二重世紀後半の業績の人がすごく多いんですよね。でねこれが今ねすごい勢いで実は事情は変わってきていて最大の問題は何かっていうと、はい、財務省の選択と集中政策っていう、ね、うこれねすごいわかりやすいんですよ。今まではいろんな大学にも 研究者がいっぱいいて地方大学とかね。はい、で研究費をばらまいてたんです。毎年何十万円とか100万円とか。でそれをもうやめて選択集中させようとう要するに優秀な研究するやつだけにお金をあ、えー、げてですね、はい、田舎でぼんやり遊んでるような研究者にお金やらないんだって財務省が決めた、えー、これ2000年代、えー、半ば2004年ぐらいから始めたんだけど、えー、その結果何が起きたかというとすごい見事,見事なまでにあるね研究者の人がまとめてたんだけど。えーえー、物理科学分野の 論、えー、論文の数<ー>論文のの数シェアですね、はい、これがね2004年以降日本は急に下がり始めて<ー>の国ではどんどん増えてるのに,にでで中国はもう急上昇としてるんですけどねで同時に、まあ、単に論文書いてただけじゃダメで、はい、論文っていうのはほらどんだけ引用されるかが、はい、その論文の価値を示すよねってよく言われるんですけどこの,あの引用されてる数のシェアも日本だけ2004年から一気に落ち始めてる。 要するに優秀な論文の数,数がどんどん減ってるってことなんですね。でこれ明らかにその財務省の選択と集中政策のおかげというかね結果であって、はい、これねどういうことなのかっていうと例えば事業では考えればわかるビジネスとかね、うん、絶対儲かるビジネスをやるやつにだけお金を配りましょうって言って。はい そんなななうまくくいいいわけじゃですかだってやってる時点で分かんないんだからそうですよねそうすると結局先行事例でもうすでに儲かってるビジネスやってる真似してるとこしかお金もらえないみたいな話になってそんなのね先行き全然ダメになっちゃうので日本の産業界ダメになってのはそこの原因大きいですよね売れてる商品を真似して売るんだとか出版業界でもよくあるんだけど本を出しましょうって今までない本出そうとすると出してくれない先行事例類書ありますかみたいなこと必ず聞かれるっていうね。売れてる作家の本 出しか、ね、全然必ず死ぬつもりになるんですよ。それと同じことがねやっぱりその論文の世界というか研究の世界でも起きてきていてやっぱりねインドの地方の,ねその名もない研究室で研究してる人でも、はい、そこでやってることがね いかにもなんか地味で馬鹿げてるように見えてもそっから突然すごい研究成果が生まれたりするケースって結構あるんですよね、うん、あの青色発光ダイオードとかってそうですよねまさにそうですよね<ー>だからね多様性が実は大事だってことなんですよ多様性だからこれに。 ね、生物の進化だって、ね、多様性があるからこそどんな状況が変化しても、うん、生き残る人が生まれるみたいなのがあるわけじゃないですか、はい、パンダだってね笹を食うやつが出てきたから生き残ったわけでかっね<ー>それと同じで研究ってのもマイナーな、ね、もう名も知れぬ研究が無数にあってその中の突然フォッと布施を取るような研究が生まれてくるっていう構図を作るのが大事で、うん、財務省が言うように、はい、儲かる研究にだけ金出すんなんて言ったら全て先すぼりになる、うん、あ当たり前だよね。うん うんただまあこれをねやったのは2004年なんですよね、はい、まだ16年17年かしか経ってないのでまだまだ後戻りはきく状況にある。あ これを、ね、半世紀とかやったらもう日本の研究は壊滅すると思うんですけどね、ここでね、岸田内閣にはね、はい、もう財務省の、ね、よくわからん、そのなんかんデフレマインドのね、尻すぼみ政策を一気にやめさせて、えー、これこそ政治主導で,です、ね、うん、政治判断で新しい資本主義をぜひ作ってほしいなと思いますよ、うん、<て>新しい資本主義。新しい資本主義ってのは、財務省のない資本主義なんじゃないかと思うんですけどねおはようニュースネットワーク えー、まずは未明の地震についてです今日午前2時46分ごろ岩手県沖を震源とする地震があり青森県で震度5強を観測しましたこの地震による津波の心配はありません気象庁によりますと各地の震度は震度5強が青森県の橋上町震度5弱が青森県の八戸市と南部町それに岩手県盛岡市です 震源地は岩手県沖で震源の深さは56キロ地震の規模を示すマグニチュードは5.9と推定されています、えー、なお気象庁は今後1週間ほどは最大震度5強程度の地震に注意するよう呼びかけております、えー、特に発生から2日から3日程度は規模の大きな地震が起こることが多いとしております また現地では雨が降っていたということで土砂災害等への警戒も呼びかけておりました、えー、東北電力によりますとこの地震で青森県の東通り原発と三重県の小川原発に異常は確認されていないということですまた日本原電によりますと青森県六カ所村の核燃料サイクル施設にも異常は確認されておりません また JR 東日本によりますと青森県のこの地震で東北、上越、北陸各新幹線は始発から平常通り運転するということであります地震に関する情報をまとめてお伝えいたしましたでは取り上げるニュースはこちらです岸田総理バイデン大統領との間においては、まあ、日米同盟の,この強化 自由でで開かれたたたたインド太平洋の実現にに向け共に取り組んいいくここうしししとを確認いたしました岸田総理大臣は昨日の朝アメリカのバイデン大統領と20分間就任後初めて電話会談を行い日米同盟が日本外交安全保障の基軸であることに変わりはないと述べ両首脳は対面での会談の早期実現に向け調整していくことで一致しました。 えー、尖閣への日米安保五条適用も確認ということ。そして昼過ぎにはオーストラリアのモリソン首相とも電話、えー、テレビ電話形式で会談を行っています。まあ岸田外交始まりそうですね。まあ基本的には安倍外交、はい、ね菅外交の継承ということで新しい話は何もないんですけれど、なかね向こうのアメリカでのね報道をいくつか見てると、はい、一番よく出てくるのが、うん、政権の安定と継続が 一番大事だと要するにねあの、まあ、安倍政権時代は長く続いてすごく良かったわけじゃないですか、はい、でところが菅政権のところ1年しか持たなかったとこれはあの,あの時代のまた再来なのかとアメリカの方が警戒してるわけですよね。はい、2006年だから、えー、と小泉内閣が終わった後の福田内閣福田,閣福田麻生 安倍第一次福田麻生と安倍第一があっでその後民主党政権3人やってすべてほぼ1年で終わってるっていうね2006年から2012年までですかねそうですよね6人で6年ですからこの間ね途中ほら鳩山さんのね普天間移設で最低でも県外とか謎の発言も含めてもう迷走しまくってたので。 もうう交渉ししようがないととアメリカとして、ね、だからパートナーシップをちゃんと確立したいのにそれができない状態だったってのはやっぱりすごいトラウマとして残ってるみたいで、はい、だそれはやめてほしいとうんまあそれ以前はねその55年体制時代の日本ってのはやっぱり日米関係って非常に緊密だったわけだし、はい、で小泉政権になっても小泉政権最初の外務大臣が田中真紀子さんで思い出すとあの同時多発ロ9 1 1の時にバイデン国務長官,務長官、うん、バイデンじゃない、えー、とパウエル国務長官があそこにいるんです それでね, <laughs> ううね何言ってんだってみんなが驚くっていう、うん、まあそういう騒ぎがあってすぐ更迭されたんですけど、まあ、その後ね町村さんとかやれて、はい、まあ安定してたわけですよねししだから2006年までは安定してた日米関係がその後の、うん、このね6年間非常に暗黒時代だったっていうトラマをもう一回再来してほしくないっていうね、うん、強いアメリカ側のなんか欲,欲求というかね、はい、望みは感じますよね。うん、であともう一個ね今回 尖閣の話が出たんだけど、はいえー、台湾の問題がね、ええ、やっぱり重要だよね、ええと台湾有事、これもアメリカでの報道を見てるとうもう、ね、結構、アメリカ政府筋っていうか、まあ、国防総省筋なのかな台湾有事、もう間もなくだと。 ねうん、絶対すすぐるるって言ってて言やたらと多いんですよねそうですよね、うん、あのいろんなインタビューに答えてますが前のインド太平洋軍の司令官だったデビッドソン氏などが6年以内だと年以内って、ね、すぐじゃないですかね、えー、っていうその時に日本はどう動くのかってことに対して、はい、そもそもアメリカは何を期待してるのかというね、うん、もちろん積極的な。 えー、味方してくれっていうね期待をしてるんだけど、うん、どこまでだから日本は防衛出動することまでをもと認めて求めてるのか、はい、それとも後方支援で済むのか、ねえー、ただね僕ねこれ後方支援だけしてでも尖閣有事にはや対応してくださいってアメリカに求めるっていのはあまりに偏無的すぎて、うん、ちょっとこれ許されないんじゃないかなと思うんですよね、うん、でそうすると岸田さんは果たして防衛出動する覚悟があるのかどうかっていうね、えーえー、この辺だと思うんですよまあ そうですよね、うん、ほとんどまあ戦域的には一体となって動くと、ね、台湾有事はイコール沖縄、南西諸島有事であると、うん、そう思わなきゃいけないですよね。うんうん あの高市さんがね、はい、総裁選の時に台湾有事って言葉を口にして、うん、そこまで踏み込んだかってみんなが結構驚いたんだけど、はい、まあそれ言わざるを得ない状況にきてるのかなと朝日新聞あたりはね台湾有事ってこう高市さんが言ったんで、はい、これは失言だって問題にしようとしたんだけど誰も反応しなかったので、うんえー、火がつかないで終わったっていうねね、うん、だから台、ね、湾有事っていう言葉自体がもはやなんか失言だっていう時期はすでにとっくに終わっていて、うん、これはもうちょっとねみんなで考えなきゃね国会でもきちんと議論してほしい。 うんうん、テーマななのかなと思いますよねだからそれがこう出現にならなかったっていうのは国民の肌感覚としてやっぱりなんかきな臭くなってるよねっていうのが。やばいよねと思うねあれですよ、うん、第一次世界大戦前のバルカン半島ですよ日本、うん、ってかそのこの辺あたりはね東アジアはね。まあそうですよね、うん、東アジアが本当、まあ、ある意味世界のこう最前線そで日本は考えてみるとロシア中国アメリカの間にいるってね。 しかも韓国全く頼りにならないしっていうね、うん、この状況一体どう打破するのかっていうね、うん、いやこれ考えてみるとこう世界史的な規模で考えてもずっとこうヨーロッパが世界のこうまあ歴史というか中心だったものがいよいよ重心がここに移ってきてるっていうところがしかもそこにそのずっとねほら海の国の時代だったじゃないですか、はい、イギリスからアメリカへって19世紀以降ねそれがもう一回その中国とロシアっていうね陸の国の時代に戻りつつあるってまあカール・シュミット的に言うと、はい。 そういうなんかね大きな何百年単位の時代の局面にもなってきてるわけでそこで海の国である、ね、日本はアメリカやイギリスとねどうやって連合しながらの陸の国と立ち向かうのか。 っていうところにも話が来ているわけで、うん、非常に歴史的にもねすごい大きな局面だなって感じはしますね,これはねしかも、かつてと違って、うん、その兵器の進化によってじゃあ海の国だからこう栄光ある孤立みたいなことができるかというとそうでもない北朝鮮は人航ミサイル飛ばしてきますからねそそううでですよ、ね、そうなんですよよな <laughs>、うんだから船が、ね、孤立してっていうかそういう時代じゃなくなってきてるんでこれはなかなか難しいよねっていう、うん、だからね本当に岸田さん、まあ、何年できるのか分かんないんだけど、はい、いる間にあ 台湾有事が起きる可能性も十分あるんじゃないかなな年でで終わらけければですけどと、ね、そう考えると今回の夫人で留任をしたのが2人だけ、うん、それが外務・防衛両大臣っていうのは非常にそに確かに象徴的なというかねその覚悟を表しているというふうに好意的に解釈できるんじゃないかなとは。 思いますけど、うん、あの昨日高市政調会長が、ね、あ次期衆院選の公約について触れていて、うん、その台湾の TPP 加盟については、あ投資する形を公約に明記するんだうそうですね、でもこれ、中国をどのぐらい刺激するかなんですよね。僕は、ね、台湾はちゃんと入れるべきだし、うん、中国も入れるべきなんですよ、ただし中国が TPP の約束を守るんだなっていうね、はい、ここですけどね、うんうん、多分守んないんじゃないかなと思うんだ うん、で何のためにじゃあ、だ中国なんて TPP の約束守れるわけないじゃないですか、えー、守れるわけないのになんで加盟申請するって言ってるのかって、ここの意図を知りたいなと感じはします、ね、いろいろ言われてますよね、台湾を牽制するためであるとか、うん、あるいは TPP の中だって、これで分断ができるんじゃないかというような説とかね、うんうんまあ、中を裂こうとしてるのかどうかっていうね、うん、まあ安全保障的にはね今ね、インド、いわゆるインド、 うで開かれたインド太平洋でクワッドとかができてきてるんでそこで経済でもうですねくさびを打ち込もうっていうのは中国の狙いかもしれないですただねクワッドに関しては僕もう一個心配があってアフガニスタンですよね日本にとってアフガニスタンは遠い国なんでまあ,あんまり興味ないし,しかもあのアフガンのね協力者放置したまま帰ってきたけどそんなに あのうん、積極的に、ね、問題にならなかったじゃないですか、はい、まあ,あれかなり問題だと思うんですけど、ね、えー、でも一方で、インドにとってアフガンって隣の国なので、そうですね、隣の隣で、ねね、パキスタンを前にすると、非常にセンシティブです、ねうん、だから中国、パキスタン、インド、アフガンっていうね、この4か国のね、かなりやばい状況が起きてきてるわけで、うでそうすると、インドとしてはアフガン問題を、はい、クアッドっていうか、要するにいわゆる西側諸国が放置したままだと、えー われわれはそんなにクワッドにね積極的に参加できないよって話にな,るかになりかねない,っていこの問題が起きてきてるわけで,でアメリカはまあ完全にアフガンを放棄してるっていうね日本はあまり関心ないっていう状況でじゃあアフガンどうするんだよっていうのをもう一回国際秩序としては考えなきゃいけない状況に来てんじゃなないかなと思いますよ、ね、うんクワッドでやってるんだから助け立ちしてくれますよねていうふうに常にそこは、ね、だから日本が尖閣と台湾の間で揺れ動いているように。う 変無的な問題って存在するので、ここを解決しなきゃいけないってこところだと思います、ね。なるほど。続いて教えてニュースキーワードです。マイナンバーカード健康保険証で利用。 マイナンバーカードの健康保険証としての利用について厚生労働省はトラブルのため先送りしていた全国での本格運用を今月20日から始めることになりましたマイナンバーカードの保険健康保険証としての利用は今年3月一部の医療機関で先行して運用が始まりましたが医療機関で患者の情報が確認できないなどのトラブルが相次ぎ当初予定されていた3月末からの本格運用は先送りされていました まあ、マイナンバーカード普及のキーとしてこの健康保険証と、まあ、運転免許証が言われます、ね、でもこれね、まあ、将来的にはもちろんそれいいと思うんだけど入り口としては僕結構筋割るかなと思っていてだってまずね病院側としてあんまメリットないですよね機械導入しなきゃいけないなマイナンバーカード読み取るやつをリーダーの普及が5.6% <laughs> にとどまるんう、ね、そうするとね 結局二十病院に一個ぐらいしかないわけじゃないですかあそうなりますね,ねでそうするとまあほとんど使えないわけでしょうん、うん、そうすると結局利用者というか一般の人は 病院行くときに、はい、マイナンバーカードと健康保険証両方持っていかなきゃいけない意味ないじゃんっていうねじゃあ健康保険証だけでいいかって話になるわけでだから病院側にとってもメリットないし、はい、普及しなければ利用者側にとっても特段メリットがないとおまけにしかもマイナンバーカードってほらあのナンバーが書いてあるところが隠さなきゃいけないみたいなね、はい、だから、あのー、取得するあれ国によって違うかな僕は渋谷区で取得したんですけど、はい、あのちっちゃい薄い袋が付いていて<ー>袋にねあの文字のところが数字のところが見えない いいがしててあるっうそんなね数字人に見せちゃいけませんみたいなものを病院に見てふらふらとこうね見せていいのかっていうそういう心理的抑,圧抑制もありますよね。はい、だからね僕ねそこそこでね健康保険で使うのがね最初にやるなんかね入り口にするのはあんま良くないんじゃないかなと。でも一方で今回のねコロナでね、はい、例えば給付金 全国一律に10万円ずつ配りますって言った時にこれマイナンバーカードがあれば、ね、自治体経由しないで一発でできたのにって話ありましたよね、えー、あとワクチン接種もそうでう、はいえー、結局自治体に任せなきゃいけないとで自衛隊のほら大規模接種会場国が開設して大手町とかね、はい、あそこでやろうとしたらこ 住民の情報を一切自衛隊は持ってないので予約はできるけど、はい、え番号とか打ち込めないみたいなね打ち込めても打ち込めるんだけど、はい、それは照合されてないみたいな問題あったじゃないですか正しいかどうか照合されないから偽の番号でも予約できるぞみたいなた、うんうん、でそれで大騒ぎになってメディアが叩きまくってたんだけどあれはなぜかっていうと、うん、住民の情報を自衛隊が取得できないからであるた、ねはい、当たり前の話ですよねでここにママイイナナンンババーーーカードがあればマイナンバーを 国が持っていて、はい、そのワイナー場ごとに接種するってやれば別に自衛隊にでもどこでもできちゃうし、はい、自治体に任せる必要もなかったわけですよねだから自治体に任せた結果もちろん自治体によってすごい優秀なところとそうじゃないところあるんでそれを墨田区みたいにねもうあっという間に8割超えちゃったところもあれば某、ね、世田谷区のに全然進まないところとかまたあったりとかして <laughs> <ん>その格差がすごい広がっちゃったって問題あるわけですよね。はい やっぱりマイナンバーカードでねそのあと金融資産の問題、はい、これもねもともと国民識別番号導入って80年代70年代からずっとやってんだけど最初の目的は、ええ。 給料とは別に金融資産をちゃんと把握しないと、うん、例えばなんだろうなこうお金を給付するときにね、はい、今,今回10万円以上配られます例えばじゃあ金融資産がお金持ちの人には20万円配らないけど一定資産しかない人、うん、給料が少ない人には20万円配るみたいな給付金をやろうとしたときに今の状況だと収入は補足できるんだけど、はい、金資産は補足でできないんですよねだから年金でいくらっていうのは月々があるけどそれとは別に こう来るものに関してはだから例えばサラリーマンで現役世代で、はい。 金融資産ゼロなんだけど年収400万の人には給付金配られなくて年金生活してるけど金融資産1億円持ってる人には給付金が配られるっていうバランスの悪いことが起きちゃうわけじゃないですか、はい、でここに国民 ID をちゃんと使い導入すれば金融資産とえ毎年の所得が紐付けされるからその不公平がな,ながなくなるっていうメリットがあるんですよねこれはね80年代からずっと言われてるんだけどまあなんかそんなことしたらね国に自分の貯金が全部ばれるのはけしからんとか怒る人がいっぱいいて全部潰されてきて。 でまあ、ようやくマイナンバーカードができた、うん、だからその金融資産の補足とか、うん、給付金をくまなく配る時とかあるいは今回ワクチンの接種とかですね そういうところを入り口にしてくまなくみんながメリットを感じられるようなものを入り口にしない限り多分普及しないと思うんですよね。はい、だって健康保険証ね、まあ、将来的には一緒になるといいと思う運転免許証も一緒になってほしい、えー、できればアプリ化してほしいんだけどなんかねそこ入り口にしてもね利便性を誰も感じなさすぎるっていうねうここは問題なんじゃないかなっていうね。 この,、ね、あの給付だとかに使うときに、うん、じゃあ、個人情報を利用できるのかみたいな話で、えー、個人情報保護法、あるいは保護条例、各自治体の条例も厳しくって、何にもできないというよ、ね、うなんですよ、ね、だから民間利用がだめみたいな話があったりとか、本当はなんか分かんないけど、ね、うん、T カードとかの番号とかも全部紐付けしてですね、うん、ペ a ペーとかも。えーえー マイナンバーカードできるのすれば僕いいんじゃないかと思うんだけどそのぐらい利便性が高い方がね、はい、まあでもそこの意識はでも多分ね今回のコロナで若干僕は変わってきてるんじゃないかなと思、うん、うある程度、ね、プライバシーに踏み込まれても、はい、それによって利便性があってみんなが公平な、ね、お金をもらえるんであれば、まあ、そこはちて受け入れましょうっていうふうに意識が変わるつるんじゃないかなというんで今後はね期待できるかなと思いますけど、ねうんうん、続いてここだけニューススクープアップです。このの時間最後のニュースを スクープ,アップ萩生田経済産業大臣脱炭素社会の実現へ原発再稼働を表明新たに就任した萩生田経済産業大臣は2050年の脱炭素社会の実現に向け再生可能エネルギーの最大限の導入や安全性が確認された原発の再稼働などに取り組む考えを示しました まああのメディアの見出しを見ると中にはもう原発再稼働だけがどんと出てるところもありますが、うん、まあ話としては全体のこの CO2 削減の流れの中でとということのです脱炭素のために再生可能エネルギーだけで可能なのかっていう議論なんですよね、まず原発再稼働表明だけを見出しにすると、はい、なんか原発村から金もらってんじゃないかみたいなそういうい話に必ずなりがちで、ええええ、原発だけが目標みたいになっちゃうんだけど、ええ、そうじゃない。 で現状ね、やっぱり日本の現状では、うん、再生可能エネルギーだけで100%脱炭素は無理っていうのがわりに専門家の共有されてる意見じゃないかなと思うんですよ。はいえー、これを言うとね、必ずいやいやヨーロッパではドイツはとか言うんだけど、うん、<laughs> ヨーロッパの場合国がたくさんあって、はいえー、電力融通し合えるんですよね、陸続きだから。で、日本はそれがないと、じゃあ、ね、え中国やロシアから買うのか。 ね、でもそれやると今度は経済安全保障の問題になってくるので、はい、首根っこエネルギーでね掴まれちゃったらどうするんだよって話になるわけですよねパイプラインで首根っこ掴んでるロシアと西欧の関係と同じです、ね、そうそうそう同じようになっちゃうわけでしょうだからやっぱり日本は、ね、エネルギーで自立するしかないと 同時に石油を頼らざるをえないので現状はホルムズ海域じゃなもうマラッカ海峡とかをねずっと抜けて抜けを防衛してるわけなんですけどここもなんとか本当は原発だけにすればこの問題も解決するよねって話なわけですよアメリカは大丈夫なのかアメリカはねもちろんシェールガスとかあるんだけど同時に再生可能エネルギーもごい割れは増えていてただ、あそこ国土が広いんですよね。ものすごく だからいろんな太陽光にしろ風力にしろいろんな土地でねどっかがかんんあの足りない時にはどっかの電力を持ってくるって再生可能エネルギーができるんだけど日本はね国土が細長くて、はいえー、太陽光のパネルにしろね風力の発電所にしろ設置できることが少ないのでなかなかでも融通しにくい。 で再生可能エネルギーの最大の問題って間欠的ってよくやるんですけど間欠的間欠的永続的じゃなくて風が吹いたり吹かなかったりとか太陽が照ったり照らなかったりする間欠的なんですね間欠線の噴水と同じですよねはいこれをねどうやってなだらかにするかって問題でこれを完するのにバッテリーしかないんですよ蓄電する多いところはねこれはね現状のテクノロジーでは全く現実的ではないしばらくはねこれね 調べてあなるほどと思ったらビル・ゲイツがね、はいあのー「地球の未来のため僕が決断したこと」っていう本を出したんですしばらく気候大災害を防げる」みたいなタイトルでこの中でね原発とか再生可能エネルギーについていろいろ検討しててでバッテリーの話を、ね、東京を例に挙げてて書いんんでですすよねね東京なんですか例,は、うん、例えば<ー>東京が全ての電力を風力で賄うっていうイメージーなことを考えてみ,みたんで。 はい、で例えばその8月に、ねうん、台風が来ると、うん、台風が来ると風力のタービン回せないから火事が強ますよね、はい、すぎてと、うん、でもしこの台風が、ね、去ってタービンをまた動かせるならば3日間アップとした、うん、この3日間を、えー、風力なしで、えー、他の原発も、ねはい、あの火力も何もなしで電気を持たせるためにはバッテリーが一体いくつ必要だろう<ー>なんとね1400万個。 千四百万個。千四百万個バッテリーが。で、このトータルコストは。はい、年間二百七十五ドル超。二百七十四。三兆円ぐらいですね。お<ー>年間でね。二百七十億ドル。三兆,兆円。全く現実的じゃないんですよ。<ー>もちろんね、未来にテクノロジーがどんどん進化して、すごい高性能なバッテリーがね。はい、開発されて、コストが下がれば、それを実現するのかもしれないけど、現状だから、ね、それは無理なんだよねと。で、そうして、やっぱり。 よくあるベースロード電源とか、ね、ベース電源と言われるような、はい、その一定量ずっと発生し続けられる、ね、電力もだから火力、石炭そして、えー、原発って、ね、子力というねこの3つをやるしかないとだから石炭火力はでもやっぱりどうしても CO2 の問題あるし、はい、あと将来的にはやっぱりそのホルムズ海峡を取ってこなきゃいけないっていうね地性学的な問題あるマラッカ海峡も届けない。 中国との関係もあるってことを考えれば、うんはい、やっぱある程度原発に頼らざるを得ないっていう状況なのかなと思うんですよ。でここはでもね日本はねやっぱ311の事故のね、うんあのー、印象が非常に強いので、はいまあ、タブー化されちゃってる部分があるんでそこをね荻生田大臣がね再稼働表明って僕すごい画期的ないい話かなと。ただね今後やななきゃいけないけののは、はい、原子力発電の えー、テクノロジーの進化ですようん例えば今欧米なんかでやってるの、ね SM ね、はい、SMR 小型モジュールスモールモジュールリアクターですか、うん、SMR って言われてるんですけども、はい、これなんかねその福島第一のあれはすごい古いんですよね第一原発70年代の原発なんでもうあれは世紀前なんですけども、はい、今のやつは例えば 小型のモジュール、要するに格納器を容器を全部丸ごと水に沈めちゃう、はい、でそうすると全電源喪失してもうん、うん、プールの中に入ってるので冷却され続けるっていう、ね。ええ そういういい方方式式でったらいろんんな方式が出てきてきるんですよねで放射線の遮蔽も水の中だと相当減衰するとうす、ね、そうなんですよね。うん、だから安全性は飛躍的に高まってると。はい、であとはほらこの前高市政調会長があの総裁選の時に研究してたように核融合みたいな、えー、これがまあ実現2030年代はちょっと無理じゃないかと思うんだけどいずれこれも可能になるって期待はされてるわけだから、はい、で原子力の,そのテクノロジーでどん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 今進化してきてるのでそこにもうちょっとね本当に。 財務省は選択と集中してほしいなとせっかく金をね、はい、集中して使うならっていうねここの期待は結構あると思うんですよねだから安全な原発をちゃんと動かすことによってしかもあの、はい ああれですよねあのエネルギー再転換でもう一回使う直すっていうね、うん、まあか六ぐ所いでやってるようなこと、はい、あれをもっと進めるっていうね再処,再処理をするっていうね、うん、でこういうことをやることでまあ僕は脱炭素は十分可能なんじゃないかな、うん、ただし原発再稼働と、えー、原発のテクノロジー進化によってと。うん、だから実際ね日本ではなんか 脱炭素言言っっててるる人は反原発も言ってるみたいな、はい、ワンセットになっちゃってることがすごく多いんだけどアメリカとかヨーロッパのね結構環境保護運動家の中で、はい、原発をやむなしっぱり CO2 の問題が最大の課題であると、はい、でこれをクリアするためにある程度の原発を容認せざるをえないって方向に現実的な切り替えが行われつつあるっていう状況うもうちょっと日本のねその環境保護運動家は。 えー、欧米の状況ももう少しウォッチしてほしいなと思います、ねうんまあ、先ほど、ね、指摘のあったじゃあドイツは再生可能エネルギーがいっぱいあるって言うけどう隣のフランスはなんか7割8割原発で賄っているという現実がそうなんですしかもドイツは足りなくなるとフランスから買ってるっていうねそこはどうなのかっていうねだから日本のねその立ち位置はもうちょっと考えなきゃね。そのアメリカのように国土が広大でもなく、はい、ヨーロッパのように えー、陸続きでね融通し合えるわけでもないとしかも周りがそういうね安全保障的にかなり厄介な国ばかりに囲まれていてエネルギーでは自立せざるを得ないという,、ね、うこの状況をねうん、えー、今うのスクープアップ脱炭素社会実現へというところでまあ、萩生田経済産業大臣が原発再稼働を表明したというニュースまあそこから日本のエネルギー戦略というところをお話をいただきました。 今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございましたリー飯田康二の OK 康二イヤップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組ホームページではコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです 今お聞きのポッドキャストもホームページからお聞きいただけますし私が連載をしています「新庄一花のパラスポヒーロー列伝」というコラムもご覧いただけますプレゼントの応募もホーームページからできますよまた公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひチェックしてください 水曜日は二月広隆さんと一緒でございます。まずはこのニュース。読売新聞社は四日と五日。岸田内閣の発足を受けて。緊急全国世論調査を実施し。岸田内閣の支持率は五十六パーセントとなりました。菅内閣末期の前回の三十一パーセントを大きく上回りましたが。菅内閣発足時の七十四パーセントには及びませんでした。不支持率は二十七パーセントでした。 岸田内閣の閣僚20人のうち初入閣が13人となったことについては評価する61%が評価しない23%を上回りましたまた岸田総理大臣は内閣や自民党役員人事でベテラン、中堅、若手の老壮、生のバランスを重視これを評価するとの回答は64%に上り評価しないは24%でした これ読売新聞の緊急全国世論調査で岸田内閣支持率56%、一方、朝日新聞になりますと、これ49%でしたがね、新聞社によって多少の凸凹はあるにしても、うん、大体50%前後の支持率のスタートということになりました、うん、そうなんですね内閣支持率でいうと、朝日と毎日が50%割れ、うん、それから読売共同日経は、 まあ55から60に近いというんで,す、ね、で、すねなんでこんなばらけるのどっか操作してんじゃないのって思われると思うんですが、あの、説問の仕方によってね、随分こう、えー、説問をしていく、その、言葉によって随分変わってくると,いうのと、最近は、前はね、固定電話だったんですよ。で、今、固定電話じゃなくて、だんだん、例えば毎日新聞なんかだと、1000人集めるのに6割は、 携帯電話の、これもアトランダムに選ぶんですけどね、RDD という方式で、ランダムデジタルデジットっていう言い方なんですが、あの、無作業でやったあの携帯電話のショートメールで送るというですね、それ回答を求めるということなので、今までは若者の声が反映されなかったということだったんですが、えー、最近は、えー、携帯電話で言うと若者も参加できるということで、多少従来の、えー、結果とは違ってきた。 というのはあるんですが、あの問題なのは、問題っていうかな、あのそれほど実は思ったほど伸びなかったという評価になってくると、それが逆に、えー、野党に行くかっていうと、野党もそんなに伸びてないというです、ね、政党支持率はこう各社見ても、自民党はポイント、がんとアップしてるんですけども、はいはい、立憲民主党、うんまあ、朝日だったかな、はい、ちょっとアップしてましたけど、いずれにしましても、 これ31日の衆議院選挙の投開票日ですけれども、うんうん、あなたはどこの政党に入れますかというところで言うと、はい、自民党は伸びてるけども、野党は伸びてない。大体、うん、いい選挙に近づくとあの、野党に入れるっていう人が増えるんですよね、うん、まあそ,そこはそうなんですがあの、ざっくり自民党支持が3割台、うん、で立憲民主党が1割ちょぼちょぼなんですよね。でこかから何が読み取れるとというと あのまあ、菅政権の時に自民党支持でだめだよねっていう人が戻ってきたっていうのは確かにあるんですが、ただ、ぐいーんとこう伸びていくというような形でないんで、まあ、岸田さん自身は、内閣支持率もっと上がると思ってたと思うんですよ、だいたい発足時上がって、だんだん下がっていくもんだから。 解散総選挙をやろうということを早めたということだと思うんですがこの流れとかいろんな話を聞くとですねどうも今度31日に投開票があるんですがどうも投票率はそんなに上がらないねという話になってくるで実は投票率が上がるとあの与党側がガクンと減るんですよ。2009年に えー、民主党が政権取った時の投票率が70%しかかったんで10%投票率が上がるともう政治の風景が変わると言われててだからそういう意味では、えー、私は投票率はそんなに上がらないのかなっていうのが あのここの世の例えば世論調査からこう見えてくるっていう感じなんですね、うん、一方、この岸田内閣スタートで、これ、朝日新聞があまり自民党幹事長就任をあなたはどう思いますかっていうと、はいうん、6割ぐらいの方が、えー、おかしいんじゃないかっていうことを言えてる、うん、それから今回の岸田内閣にしても、安倍元総理、麻生前。 副総理兼財務大臣のシフトってよく言われてます、ね、影響が強い、これが評判をちょっと落として、支持率が思う,、うん、思うように伸びなかったんじゃないか、でもこれ、岸田さんとしてもこれは覚悟の上だと思うんですけどね、うん、だからそこはあの、最初に総裁選出た時には、えー、森友家計は調査するって言ったんですが、ね、昨日の会見で言うと、必要があればというですね、うん、必要があればって、誰が必要と感じるかなんで、ね、だから、 そこでいうと随分角が取れてやはり私はあのこれはあまり内閣だなと思ってるんですよねあまり内閣、うん、あんまりにも内閣と言った方がいいかもしれないけども <laughs> まあそれ,それがやはりあまりさんっていうのはあのあの住宅再生費用 UR からのお金の問題っていうのがまだ釈明してないというふうになってるんで、はい、やっぱそのとこはいかがなものかっていう人が多いということなんですけどね はい、もう一つあの、私は実は気になっているのは、ですね、はい、今度あの、岸田政権の目玉政策ってありますね、目玉政策というのはあの、えー、経済と安全保障を一体させた経済安保という新しいセクションを設けます、で小林隆之さんって若手が月当選3回しかがつきました、これは目玉。うん もう一つはあの新しい資本主義というのを、まあ、どう構築するか大体この日本柱でこれは政権の目玉になると思うんですが目玉って考えた時に歴代目玉政策ってどこ行っちゃったんだろうということで、うんえー、つらつら思いつくのが皆さんももう忘れだと思うんですが地方,再生地方創生それ、うん、創生次が地方創生。はい、それから次が 原発災害、うん、もう一つ、拉致、この3つなんですが、あの地方創生というのは2014年にこれ、どうしてできたかというと、まあ、アベノミクスで地方中心じゃないのというのって、いやいやいや、地方もあのちゃんと創生しますからということで。まあ、大都会に集中しちゃうのも、はい、地方にもちゃんと分配しませ、うんっていうんで、地方創生。そう 最初に地方創生担当大臣は石破さんだったんですが懐かしいね石破さんがね初代ですよね初代なんですね、うん、でその時にはあのこういうことがあの第2次安倍内閣であの言われてたのは人口減少や雇用減少などに苦しむ地方自治体を活性化させることを目指しますとでこれの具体的な克服として 町人仕事の創生を、えー、好循環に確立する長期ビジョンを設けます。だから町人仕事本部っていうのを作ったわけですね。で、それがどうなったかというと、これ、最初に2014年度についたときに地方,地方創生の予算が1700億円だったわけで、ね。で、2年後になってみると1000億円になっちゃって。うん 地方の,あの知事会が、お冗談じゃないよ、なんだう、2年前行って、もう半分の減っちゃうわけってって、それで、えー、まあ、慌てて補正予算で1000億円の、えー、追加交付金って作ったわけで、だから1年でもうずーっとこう下がっていったというようなことがあって、それで、あの時に、もう覚えてらっしゃるかな、あの地方をやるために、中央省庁を地方に持っていこうって言って。 20いいくくつ地方へ持っていく計画が出たんですよところが官僚たちが冗談じゃないと一生懸命頑張って東京でようやく役人になれたのにやだよ香川県とか鹿児島県はってなって結局1個だけ文化庁だけ京都に移すというのが来年これ1個だけだからそれを地方に移すことによって東京の集中を やめさせるとというこががあったんですが相変わらず、えー、中心になってきているということなんですが今もう言われている一極集中東京の集中から分散へというのが、えー、これがあのずっとあの地方創生の目玉だったんですがじゃあ東京にどのくらいの人が東京から地方へ行ったのかという話なんですけれども、えー、去年東京圏に 転入しててききたた人人人と出てきた人の差が15万人つまり東京に毎年15万人ずつ増えてるわけねでこれは去年のデータだけどこれはもう3年連続実は東京に増えてるわけそうすると地方創生っていうのは当初の目的からすると随分なんか角が取れたっていうかへたっちゃってるわけですでそれがなぜへたるのかということなんですが あの地方創生大臣の石破さんから政権が変わることになってるの今度地方創生担んだ誰か、うん、野田さんというのは、えー、男女共同参画少子化問題女性活躍子ども政策子ども庁を作りますっていうのは彼女のもう言ってることなんですそこに地方創生がくっついてるわけね。 野田さんの中からするとやっぱり子どもの問題っていうのは大きいんで地方創生がここに入ってきてるのと先ほど言った地方創生の手足になるという町人仕事本部の担当は野田さんじゃなくて若宮賢治、えー、国際博覧会担当なのでつまり地方創生を言うのは野田さん実際動かすのは若宮さんという。 もうダメだよねねこれね <laughs> ほとんど名前ばっかり残ってますよね名前ばっかりだから実は私それ何かっていうと例えばあの野田聖子さんあの少子化担当とか若宮健司さん国際博覧会担当ってあってその時に「えー、以下県務はこれです」ってこう並ぶのを見ると、うん、あどんどん下がってるよねってのが見えるというですねもう地方創生はほとんどできないでしょう。 こういうい力を入れなくて大臣が2つ分かれちゃってるわけだからそれと同じようなのが原発災害ですで原発災害というのは、えー、2011年でいまだに原発によるその避難している数というのは政府発表でいうと県でいうと3万6,000人ところが各自治体で統計すると倍なんですね。で 今、6万7千人が原発の被害でまだあの自宅に戻れない人なんねでね、これやっぱりちゃんとしなきゃいけないということですよ。ところが、皆さんおやっと思うのは、安倍さんがあの原発はアンダーコントロール支配下にあるっつって、えーってみんな驚いた。東京オリンピックでですねそうなんじゃあこれが 先ほど言った兼務で言うとどうなってるかというと萩谷田経,経済産業大臣は兼務として原子力経済被害原子力経済被害担当原子力損害賠償担当廃炉等支援担当、うん、でじゃあ萩生田さんに集中するかと思うと西目幸三郎さんこの人は沖縄北方県福島原発事故再生総括等。 でさらに山口総産環境大臣は務つまり原子力復興復興,庁復興庁あるんですよ復興庁がありながら統括するのが経産大臣とそれから、えー、沖縄北方担当と環境大臣にこうばらけてるわけね。じゃ これ一括しててどううするるのの誰がやるのっていうこれだけ分散化しちゃうとまあ会社で言うと、えー、課長がそれぞれ担当3人いてじゃあそれは部長がたばればいいじゃないいや部長がやればいいじゃないっていう話がもう、えー、10年経つと原発災害に言うと小分けにされちゃってるというところは見えるというね。うん、もももうう一つ拉拉致致なんですけどももう拉致問題が 全然動いいてなであのまあえー、拉致されたってまあ日本政府が認定した拉致っていうのは17人いてそのうちで北朝鮮は13人は、えーえー、拉致してごめんなさいと言ってるけども残りの人は入ってないんですよあるいは死んでますよっていうけども日本政府はやっぱ全員が生存している前提でずっと対処しているわけです。 でこの問題でいうと拉致担当はずっと歴代は官房長官がやるはずなんですやる,やるんですあの兼務としてついてるんですが拉致問題って皆さんご存知の通り、えー、対話と圧力と言いながらもっぱら経済制裁ずっとかけて例えば万元文号は入れないとかですね輸出させないっていうふうにしてたんですがご存知の通り中国まあ経済的にダメなんだけどあの 北朝鮮は中国からダダ漏れで今、物資が入ってきている中で、引かない、でさらに、えー、圧力をつったんですが、ご存知の通り、トランプ、金正恩会談があった途端に対応しなきゃいけないってなって、それで安倍さんの後半、菅さん、これは無条件で金正恩と会う用意があるって言ってるわけ、ね、で、岸田さんも、えー、昨日の会見でも言ってたんだけど、あの やっぱり解決のためわななきゃいけないけといいううふうに言っているところがあの被,害の被害者の,のめぐみさんのお母さん早紀江さんがもう嘆くように何回もお願いをしてても全然進まないんですっていうふうなことを言ってらっしゃる。で本当に無条件で会うんであればやっぱり誰かが何かあの動かなきゃいけない。国会でも この問題があると外交上の問題なので公にできませんって言うんですがほとんど動いてないほとんど動いてないんですよだから拉致問題ということで言うと誰かが動く今まではあの、えー、最初小泉法庁の時には田中金さんっていう外務省の人がずっと下調べをしてそれからいろんな人がやったんですがパタッと止まってますねどうも止まってるそうすると 拉致問題ってあの安倍さんが、えー、横田めぐみさんをご両親の腕に抱いていただくまでが私の仕事ですって言ったのを僕はよく覚えてるんだけどもほとんどやってないだから目玉政策がなんとなくどん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 ,どんこう後継に追いやられる地方創生もあの原発の復興も拉致も当時の目玉だった。 お店でいうとお店のショーウィンドウに一番先に並べるわけですよ。で効果がないとだんだんお店をずっと商品をお店の奥の方へ持ってっちゃって新しいショーケースに岸田さんはあの今度は経済安保という商品を並べるっていうねこれはやっぱおかしいでしょうとだから目玉としてあげたものをちゃんと継承しないとだって、えー、復興も 地方創生もあの担当大臣がバランバラになってたら進まないですよねなんかそういうことがなんかあの組閣の発表を聞いててすごく私は気になりましたねもう皆さん新聞取ってらっしゃる方は新閣僚の顔ぶれって写真入りで、はいはい、その枠の横のところに兼務、はい、のところが一段がずわーっと並んでますよね、はいはい、何がなんだか分かんないおそらく大臣になった本人も 俺、今何、いくつ兼務してんのって分かってない人も多いんじゃないかと思うんですけど、うん、あれ、連絡調整とかっていうのは、ちゃんといるわけでしょ、官僚さんが。いや、いますよ。でも、この会議って、俺とか、私、なんで出るのっていう、分かんなくなっちゃってるところありますよあ今度の閣僚は20人なんですけれどもね、安倍さんあの岸田さん入れて、何を担当するのかっていうのは、あの本人が。 自覚をををしした上で指示を出出て方針を出さないと例えば拉致で無条件でキム・ジョン会うっていうことを言うんだったら誰がどういうふうに動くのかって指示が僕らっていうかメディアからすると23ヶ月後に実は見えるんですよそれが全くないっていうね私は地方創生の私は地方が好きだっていうこともあるんだけどもうダメですよこんなこんな力で脱力した組閣だと。 ただ一方で地方創生っていうとこのコロナ禍でリモートで別に東京いなくてもいいんだっ,って今東京の新たな問題がオフィスが空いちゃうよっていう話がありますよね、はいうん、政府の政策じゃなくてこういうコロナ禍という感染症の影響でそうなっちゃってきている、はい、でもこれ政府の努力でもなんでもないですもんね 地方に移住する人たちの相談は先ほど言ったあの町と仕事と本部ここもねいろんな人が来てますよ説明会に来てますよって言ったら、うん、よくやったら学生がバイトであの日給1万円で集まってた数字が出たってことなんですよ<ー>なんだよ。って話で、うん、むしろ地方に移住する人たちは NPO で有楽町にあるんですが。 ふるさとと支援センターってここはもう NPO やってるっていうねうでそっちの方がはるかにあの人待ち仕事本部よりも人がうばんさいるというのはこれ何なのっていう話ですよね。うん、NPO とか NGO とかにじゃもう渡しちゃおうよ、うん、お金と一緒に渡しちゃおうよってことにすりゃいいんだけど、うんうん、なんかポストをまた欲しがってるような。 何なんだろうね、これね。ねっていうね。感じですね。消えた目玉政策、もう一回皆さん考えていただきたいですね。はい、本当はこの後もね、<laughs> あの三十一日投開票ですんで、もう大慌ての実態が多いって話と。あと日大問題もやろうかなと思 <laughs> はい、はい。ごめんなさい。今日はちょっと、えー、時間が来ましたんで。日大はね、ゆっくりやります。<laughs> どうやら、まあ、私も日大の帯ではありますけれども。はい、まあ。 選挙がが終わっっててかからじゃないいう話がありますよね,すねただこれ一つだけ加えていくとあの二月さんはまあ検察の方々との,そのタイプもありますけどもこれは結構やる気になってるんですか、うんあのね、検察特捜部も実はあのフルで働かないという方が <laughs> <laughs> サボってるわけじゃないんで自宅でやってるんで多分選挙後だと今回のケースで一個だけあのタイミングを見てお話しますが。 国税庁がずっと入ってるから国税庁の帳簿と誰がお金を動かしたのかというそこが合致して特捜法がやってくというその延長上に西大帯の野村国丸がいるらしいという嘘です <laughs> 過去も日本大学にあの国税庁が結構査察に入ったりとかしてたんですが、はい、いわゆる、まあ、平たく言えば尻尾をつかめなかったのが今回は。 東京地検特捜部と国税がタッグを組んで、うん、まあ多くのこういう脱税とか、はい、えその金銭からの疑惑っていうと国税とそれから特捜がタッグ組むんですが、はい、今回は相当本気で乗り出しているということですが、うん、どうやら大きく動くのは選挙後になりそうです,です、ね、ということなので、はい、えその辺に、えー、また二月さんに解説をお願いしたいと思います。<laughs> はい、えー、深読みジャパン、水曜日のコメンテーターは、二月広隆さんでした。来週もよろしくお願いいたします。来週水曜日は九州経済です。長崎県立大学教授で、エコノミストの鳥丸智さんです。ズームでつないでお話を伺います。鳥丸さん、おはようございます。おはようございます。先週金曜日、日銀の短観が発表されました。これを見て九州経済はどうなんでしょうか、えー。そうですね。あの、あんまり話題になってないんですけれども。はい あの注目点が3つあってですね、ええ、特に一番の注目点っていうのはその業況判断がどうなったこうなったよりも、はい、あの九州の製造業の,、うん、あの仕入れ価格判断 DI っていうのがあるんですよ。仕入れ価格判断 DI っていうのはあの原材料の仕入れ価格が上昇したと答えた企業の割合から、うん 下落したと答えた企業の割合を引いたもので、うんはい、これがプラマイゼロよりあの上にあるときっていうのは、うん、あの物価が企業間取引の物価がどんどん上がっていってるっていうことなんですが、うんうん、仕入れにおお費用がかかってしまってるっていうそれがですねあのプラス42なんですよ製造業もああそうですかでこう40超えたのがあったかなと思ってええ ずっと過去にさかのぼって調べてみたらああるるにはあるんですね1970年代の2度もオイルショックで物価が急騰した時<ー>、えー、それとリーマンショックの直前にアメリカでサブプライムローンバブルがありましたけれどもあの投機マネーがいろんな商品先物 価格の高騰を引き起こした時だけなんですよね。あの30年前の日本のいわゆるあのバブル経済あの時のピーク時でさえプラス40には達してないで,、ねえー、でも今回なんかねそういうなんか大きなことって起こってないですよね<あ>原油価格が上がったり、はい、LNG、はい、液化天然ガスこれが上がったりっていうので資源価格が主に上がってるので<ー>だから おそらくガソリン価格今も高いんですけれども高いですね今本当高い1か月ぐらいすると、はい、さらに高くな,るなりかねない、えー、そうもっと高くなるんですかでで冬場のいろんなあの電気、ガス来年にかけてですねその辺りにも影響しかねないっていうなんですね、はいで。なんでこんなふうに上がってきているのかっていうと一、はい、つはその資源価格が上がっているということなんですが。あのうん コロナバブルの余剰マネーが投機マネーになって仕入れ価格引き上げていて例えば、代表的なのはウッドショックですよね、はいはい、木材価格上がったり、うん、あと、食料品の一部では大豆の価格が高騰していたり行き場を失った余剰マネーの投機対象になっているというのがあるのと、うん、あの豪雨の影響で生成品の価格の高騰があっているというのと。 あと半導体が世界的なもう争奪戦が続いて価格高騰どころか品不足状態になって自動車産業ではあの車買いたいっていう需要があるのに生産できないっていう状況に多くもるだから新車を作れないってな販売できないってなるとこれ中古車需要が高まりますので、はい、中古車の全国平均 あの落札価格って15か月連続で前年を上回って<ー>で、今も2桁ぐらいあの上がってるんですよね。そうで,すかで、すか企業間取引のこの物価の高騰っていうのは、うん、一部はメーカーや卸、小売業者が吸収する形で、はい、まあ利益減少という形で進むんですけれども、はい、一部は最終商品の値上げになるかもしれないですた、ね、ら、そうですよね。 そうなると、うん、コロナで所得が増えない状況で物価高っていうふうになると、うん、これ、やっぱり大変な、まあ、いわゆるあのスタグフレーションっていう,状況なそうなんですよね、だからインフレにならないんですよね,これねそ、そこが大変なんですよね。うんうん、あの だからオイルショックのあとと似てるなっていうのは考えてみればオイルショックの時もトイレットペーパーの売り切れ騒動がありましたけど <laughs> 1>, 1年半前にコロナショックでもトイレットペーパー売り切れたですね <laughs> それとあの今回の日銀短観のもう一つの特徴はですね九州の全産業の業況判断 DI 全産業で景気が良いと答えた企業割合から悪いと答えた企業割合を引いたものが あの3期連続ででマイナスなんあのずっとこう底はう動きっていうかコロナショックからの立ち直りが、まあ、頭打ち状態って言ってもいいかと思うんですけれども、うん、2>, 2期連続同じ数値っていうのは割と頻繁に見るんですが3期連続ってあったかなって思ったら、うんうん、え今回190回なんですけれども、はい、日銀短観は。はい、あの14年前の,あの リーマンショックの前に3回プラス5っていうのが連続してた時があってそれ以来っていうので,ですねええだから膠着状態が今続いているということです、うん、リーマンショックの前っていうのは景気が高止まりしたところで膠着状態、うん、あの今の状況っていうのは水面下の低いところで膠着状態ですからはい なかなかあの回復力の弱さがこう露呈してしまっているっていうそれと3つ目の注目点が九州の業況判断 DI って大体全国よりいいんですよ、うん、一般的に、うんはいで。それが前回6月調査時点で全国に逆転されて<ら>今回もさらに差を広げられたという。 で190回目ですから、今回が、はい、過去に遡って勝率を調べてみましたょう。九州はです、ね、109勝64敗17引き分け、<ー>ね、勝率63% <laughs>、圧倒的な勝率を誇るんですけれども、足元連敗気味っていう、あそうですかで、うん、あの九州がこの負けが込むときっていうのはですね、うん あの昭和から平成に入ったバブル期、はい、あるいはリーマンショックの前で、うん、あの戦後最長の景気回復局面と言われていたとき、うん、こういったときは九州の負けが混むということですから、うん、あの九州経済っていうのは、の世の中、まあ、要するに東京の景気がいいときに、その波に乗り切れない、うん、そういう特徴があります。 だからこの日銀短観っていうのもこう短短期経済観測調査ですけれども、はい、こう長期的な観点でこう見てみるとですね、集中経済の特徴っていうのがあちこちに現れてくるっていうのが見えてくる。本当そうですね。はい、鳥丸さんありがとうございました。ありがとうございました。長崎県立長崎県立大学教授でエコノミストの鳥丸聡さんでした。 水曜日のインサイトコラムは元サンデー毎日編集長ガタラガ周一郎さんの周一な話です今朝は真子様のご結婚に関してですね秋篠宮家の長女真子様が26日に小室圭さんと結婚されると先日区内庁発表いたしましたで合わせて真子様が結婚に関して まあ自分に対してとか小室さん側への誹謗中傷と感じられるような出来事を体験して複雑性心的外傷後ストレス障害 PTSD と診断されたことも明らかにいたしましたで、まあ、一連の、ねえー、結婚に関する公的な行事もなくて1億4千万円とされる一時金の支給も辞退してマクさまは皇室を離れられるということなんですけどね さん、私も娘がいるんですけど、なんか本当に切なくて、ちょっと可哀想だなって思うような結婚になっちゃうんですよね、これ。はい、私、娘いないで息子2人ですけど、で、はい、でも同感ですね。実はね、私、えー、あの3年前の婚約発表の時に、サンデー毎日の別冊で、おめでとうまこさまっていう臨時増刊を出したんですけれども。お あの当時の祝賀ムードは、小室さんのお母さんと元婚約者の方の借金問題が報じられてから、一変しましまたよねだから宮内庁があえてね、誹謗中傷という強い言葉を使って、眞子さまの心の病、プライバシーまで公表したように、特にネット上なんかでは、小室さん、うん、<laughs> 親子から眞子さま、 さらにはその秋篠宮家にも及ぶ厳しい批判の声が高まって、うん、まあ結果として皇族としては異例の結婚になりますよね。確かにこの問題が明らかになった後あの秋篠宮さ秋篠宮様も多くの人が納得して喜んでくれる状況にならなければ、うん、納采の儀を行うことはできませんと、うん、小室さん側に、ね、問題の解決と十分な説明を求めましたけれども。はい まあそれが果たされたとは今も言い難いのも、これもまあ事実ですよね一方で、秋篠宮さまは去年11月の誕生日の会見で、はい、決して多くの人が納得して喜んでくれている状況ではないとしながらも、婚姻は両性の合意のみに基づくという憲法の規定に触れて、はい まあそうじゃないと、憲法通りじゃないというふうには私にはできないと、結婚認められましたよね、はい、だから立場上、感情ではなくて憲法を持ち出されたのでしょうけれども、まあこれはね、親としての思いかなと、娘がすべて捨ててでもっていう以上、もう認めるしかないやっていう、ね、なんか気持ち伝わってきましたよね。あとね婚約の発表からもう4年経ちましたけどお二人が ちゃんとその間も愛を、まあ、どんな形でかわかんないですけど、育んで、それでも結婚したいっていう、その思いを尊重されたのかもしれないですね、本音はそうじゃないのかもしれないですけど、うんうん、まあね、そういう意味じゃ、<laughs> まあ、強かったですよねいやー、本当<う>、絆は深いんだと思いますよ、このお二人は。 うん、だからもっと本当、<す>国民も含めて、だったらお祝いムードにしてあげてもいいんじゃないのかなっていうふうに、私は本当ね、あの週刊誌の報道もどうだったのかなって思いますけど、そこまでプライバシーに踏み込んで報道するっていうのも、まあ、それが必要って、必要なんですかね、私もそれもちょっと疑問に思うところもあるんですけど。うん、だからそのまあえー、と 個人としての生き方ですけれども、それをね、えー、と皇族が私的感情を優先するのかっていうふうに思うか、皇族といえども一人の親と子だっていうふうに思うかで、ここで賛否が割れているっていうのが、うんまあ、大雑把ではありますけど、今の状況だと思うんですね、はいはい、で私は、まあ、後,後者なんですけれども、うん、じゃあ、えー、なんで後者かっていうと、まあ、あえて理屈を言えば、皇族の皆さんはある意味、日本で唯一、憲法が保障する基本的人権が制限。うん される存在だからなんです憲法上、象徴として国民と、まあ、あの分けて考えられる天皇陛下以外は、はいはい、これ、あくまで法的根拠というよりも事実上ではあるんですけれども、はい、まあ政治参加とか職業選択、はい、それから移動の自由とか表現の自由とかも、うん、まあ事実上制限されてますよね、はい、で戸籍すらありませんし。そうですね <で>えー、結婚の自由も今回がまさにそうで、えー、お相手は国民の多くが認める方でなければならないっていう考え方があるから、批判されるわけですよね、それは皇族に生まれた以上仕方ないという考え方もありますけれども、えー、まあ不謹慎ながら我が身に置き換えて考えると、はい、いくら高貴な地位と生活が保障されても、はい、自由を選びたくなるのかなと思いますし。はい 人を好きになるっていう感情は理屈じゃないっていうことも、そ,それから親がこの願いを叶えたいと思うことも、これ、一人の人間としてはみんな同じだろうと思うんですってこの4年間の間に、やっぱり眞子さま4歳年,年齢を重ねてるじゃないですか、えー、やっぱりこう娘の結婚する年齢って、親としてもどうですか、気になるのかなって、私はちょっと思ったんですけどね。 あうね、まあだからこれ,これね、簡単に一般の恋愛に置き換えちゃいけないけれども、むしろね、えー、と親の反対で、彼氏が外国行って、弁護士の免許まで取ったら、普通は女の子の方が不安になるんですよね。 で、今回はちょっと、そう、立場とは違いますけれども。はい、はい、はい。でも、眞子様は皇族っていう立場よりも、一人の人間としての生き方を選ばれたわけですよね。うん、いや、本当そうです、ね。で、すけ、その結果として、心を病むほどのストレスを受けて。うん、で、生まれた国も離れて、はい、で、これからも。 おそらくですけれども一般的な里帰りみたいなことって、うん、そう簡単じゃない生活になると思うんですよ。えー、本当ですねうんでましてねもし生まれればそのお子さんはいつかね知りたくもない両親の結婚前の問題まで身に入るかもしれないしでどんな、ね、お子さんにもそんな思いはしてほしくないし。 だからあの週刊誌の元編集長が言えたぎりではないんですけれども、<ー>あの功績離脱とはもうそっとしておいてあげたいというのが、こと、うん、孫を持つ還暦のおじさん、一おじさんとしての <laughs> 率直な思いででも、ガタナさん、あれじゃないですか、ニューヨークとか行ったらパパラッチとかいっぱいいるから、狙われるんじゃないですか、最初のうちは特に。ねえだから、うんあの、ダイアナ妃の件の時にね、んねみんなあんだけ言って。 彼女を死に追い込んでしまったのはその好奇心マリの好奇心だったっていうことをもう一回あの私も考えますし、うんだまあ、もちろん私が今言ったことを考えていることっていうのは、まあ、あの一個人としての考え方で色もた々お終わりでしょうけれども、はい、ただ、あの私に何かの思いをこのくらいにして今回のご結婚はもう一つ大切な問題があって。うんはい それは皇族がまたお一人減ってしまった、はい、ということですね。そうですね。はい。うん、あの男性の皇族は、あの今上陛下や秋篠宮様の次の世代。で、からで言うと、はい、もう男性で言うとですよ。うん、秋篠宮様のご長男悠仁様。ね、お一人だけ。ですよね。はい、で、またあの未婚の女性皇族も。えー、今回の眞子様のご結婚後は。 天皇陛下の長女の愛子さま、はい、それから秋篠宮家の次女の佳子さま、はい、から三笠宮家の長女、明子さま、はい、次女様、陽子さま、高円宮家の長女、承子さまの5人になります、はいはい、しかも今の皇室転半では、女性皇族は一般男性と結婚後は皇籍を離脱する決まりですから、さら、ね、に減っていくことはほぼ確実ですよね。はいはい だから、政府の有識者会議は対応策として、女性皇族が結婚後も皇室に残る案と、戦後に皇籍を離脱した旧宮家出身の男系男子が皇族と養子縁組して皇籍に復帰する案の2つを検討していますけれども、ただね、同じような有識者会議って、すでにね、小泉政権下の2005年に、この2つの案を比較した上で、今後の皇位継承資格については、 女子や女系の皇族に拡大することが適当であると、うん、その女性見分け創設の結論を出してるんですね、うん、これ、民主党じゃなくて、自民党政権下の有識者会議の結論ですよ、はいはい、それがあの民主党政権経て、安倍政権になってから事実上、棚上げになって、うん、さらにね、今回の結婚問題が、まあ、あの小室さんバッシングもあってですね。はい ふさわしくない人が皇族になる可能性があるじゃないかっていう,ようなことでその2005年の結論がちょっと後退してしまった関数があるんですね今の有識者会議の議論は、まあ、岸田政権下で仕切り直しとなりそうですけれども、はい、まあ同じ議論を繰り返すうちに未婚女性で最年長の秋子女王は今年12月で40歳になりますし。はい あの最年少の愛子さまも、もう今年12月、二十歳になられるんです、ねうん、もう二十歳になられるんです、ね、そうですね。えーえー、ですから、うん、安定的な皇室の維持を考えるならば、うん、また皇族がまた一人ね、減ったという現実を踏まえて、うん、女性宮家の検討を急ぐべきだと私は思いますし、そのね、冷静な議論をするためにも、 眞子さまが離れられてからは、うんまあ、静かに、うんえー、見送って、でじゃあ、これからどうするっていうことを、もう一回冷静にあのいろ、意見がいろいろあるのはもちろん分かるんだけれども、やはりそう放っておける状況ではないんで、ですねきちんと議論をするということが大事だと思いますねいや本当そうですね。はい 刀修一郎の修一のな話、インサイトコラムでした。